昨日開票が行われたインドの総選挙について藤下渉解説委員に聞きますニュースでもお伝えしていますがインドの総選挙は与党連合が過半数を得ましたが与党は大幅に議席を減らしたということですねはい、えー。今後モディ首相の求心力に陰りが出る可能性もあります、えー、与党連合としては過半数を確保したんですけれどもモディ首相の与党 インド人民党単独では過半数に届かず前回よりも63議席少ない240議席にとどま,まったんです、はいえー、一方のです、ね、野党連合は、まあ、与党に迫る232議席と大幅に伸ばしました。うん まあ当初、地元メディアはですね、出口調査の結果だとして与党の圧勝を予想していたんですけれども、はい、まあそうした予想を覆す結果となりましてまあインドのマーケットは政治の不安定化を嫌って昨日株価が大きく下落したんです、はい。うん ただまあ与党連合が過半数獲得ということでモディ政権は続くことになるんでしょうかはいそうですね、えー、連立協議を経てですねモディ首相が3期目入りするという見方が体制でまあ地元メディアは先ほど今月8日に就任宣誓式が行われる見通しだと伝えています、うん、与党が議席を減らした理由は何ですか はい、えー、今回与党はですね。比較的貧しいとされる地域で多くの議席を減らしていまして、うん、まあ経済成長に取り残された層が与党への批判票を投じたとみられているんです。モディ政権の10年でインドは高い経済成長を実現し、gdp で世界10位から5位に上昇しました。まあ、与党はモディ政権が進めてきた。インフラ整備や投資環境の改善のおかげだとして。はい まあ経済政策の継続を訴えました、まあ、しかしインド経済は実はですね足元では多くの課題を抱えていましてそれが今回の選挙の争点になったんです、うん、具体的にはどんな課題なんでしょうか、はいえー、選挙直前の世論調査でまあ投票の際に最も重視することとして挙げられたのはまあ1位が失業問題で27% 2>,、はい、まあ2位が物価上昇の問題で23.1%でしたはい モディ政権は雇用を増やすため製造業の振興策を推進しましたが、まあ、GDP に占める製造業の割合を25%まで上げるという目標を達成できず、まあ、18%程度で足踏みしていますこのため新たに生まれる労働力に見合う雇用を十分に生み出すことができず特に大卒の若者の失業率は3割近くに上っているんです。 また物価高が農村の貧困層を直,直撃していまして、まあ、野党は多くの人たちが経済発展の恩恵を受けられずに、まあ、逆に格差が拡大していると批判しました。うん、まあそししてです、ね、もう一つ野党がが強く批判したののモディ政権の えー、強権的とも言える政治姿勢です強権的な政治姿勢なんですか。はいまあ、特に野党はですねモディ政権が捜査機関などを通じて野党陣営を締め付けていると批判してきました、うん、選挙直前の今年3月には首都ニューデリーのトップを務める野党の指導者、えー、ケジリワル氏という人なんですけれども、はい、この人が汚職事件に関与した疑いで逮捕されました。このケジリワル氏 野党連合の中でも、政権批判の急先鋒として知られています。まあ、政権の意向による不当な捜査だと。 訴えましたがまあ先月10日に保釈を認められるまで1ヶ月半以上にわたって選挙活動ができませんでしたうそうなると野党にとってはフリーですよねそうですねまあそれだけでなくですね、えー、別の政党、えー、最大野党の国民会議派という政党ですが、はい、こちらにはですねたびたび税務調査が入り、はい、今年3月までに日本円にして660億円に上る追徴課税を通知されましてまあ政党の銀行口座が凍結さ されるという事態になりました。まあ、税の支払いは選挙が終わるまで猶予されましたが、国民会議派は税金テロと呼んで政権をひ批判したんです。うん、それはその政権が裏で糸を引いているようなことなんですか。与党はですね、こうした捜査や税務調査に政治は関与していないと主張しています。まあ、これに対し、野党はモディ政権が民主主義を破壊しようとしているなどと非難しました。はあ まあこうした政権の強権的,でも強権的ともいえる姿勢への批判も、まあ、今回の選挙結果に影響したものとみられます。一方、モディ氏が支持固めのため力を入れたのが、国民の八割を占める多数派のヒンドゥー教徒を重視する政策です。その政策を象徴するのが、まあ、今年一月にインド北部で行われたヒンドゥー寺院の落成式に、モディ首相が参加したことです。 新しくヒンドゥー寺院が作られた土地には実はもともと歴史的なイスラム教のモスクがありました、はいまあ、しかし30年余り前過激なヒンドゥー教徒たちが えここはラーマ神が誕生した聖地だと訴えてモスクを破壊しまあ、それをきっかけとして起きた宗教暴動で2000人近くが死亡したという、うんえー、事件があったんです、はい、まあモディ氏の与党はそのモスクの跡地にヒンドゥー寺院を建てると長年公約してきました、はい、えそして落成式に首相自らが出席しまあ、事実上の国家行事として 寺院の建設を、えー、政権の成果としてですねアピールしたんですん。政治と宗教の関係、インドではどうなってるんですか？はい、えー。インドではですね、政教分離を国政としていますが、まあヒンドゥー教徒の多くはまあこうしたヒンドゥー色の強い政策を支持しています。えー、最も良かったモディモディ政権の仕事は何かと。 いうことを聞いた、まあ、世論調査では、はい、このモスクの跡地へのヒンドゥー寺院の建設を挙げた人が22.8%と最も多くなったんです<ー>、えー、一方でですね少数派のイスラム教徒に対して差別的な政策を取っているんじゃないかといった批判もあるんです。 まあ5年前にはイスラム教徒が人口の多数を占めますカシミール地方こちらの地方の自治権をまあ突如撤廃して、まあ、これに反対する市民の抗議運動を治安部隊を使って力ずくで抑え込みました、うん、こうした政策をめぐってはいたずらに宗教対立を招いているとの批判もありまして、まあ、少数派の権利がないがしろにされていないか今後も注視が必要だと考えます。うん 今回の選挙の結果は日本にとってはどんな意味を持ちますか。はい、えー。日本はですね、インドに多額の円借款を供与して、はい、地下鉄などインフラ整備に、えー、貢献してきました、えー。新幹線方式の高速鉄道の建設も今進められています。うん、また自動車メーカーのスズキの現地の子会社は販売シェアがまあインドでトップで、はい、トップです。まあインドを代表する企業になっているんです。 でまた5年前にはです、ね、外務・防衛閣僚会議2プラス2を立ち上げるなど、うん、まあ対中国を念頭に政治・安全保障面の協力関係も進化させてきました、はい、アメリカとオーストラリアも参加するクワッドの枠,枠組みも定着しています、まあ、こうした関係強化の大きな流れは選挙結果にかかわらず変わらないとみられますうん、うん、そインドの人たちって日本をどんなふうに見ているんでしょうか はいまあ、あのこうした関係強化もあってですね、えーえー、インドの対日感情というのは、えー、極めて良好です日本,の外務日本の外務省が行った世論調査では、うんまあ、インドは日本と友好関係にある日本は信頼できるという回答が、まあ、いずれも95%を超えたんです。 まあただ日印関係をめぐってはインド重視を掲げてきた安倍元総理とモディ首相との首脳同士の良好な関係がまあ協力強化を牽引してきた経緯があります。うん、モディ氏のまあ求心力が低下すればですね日印関係に影響る影響が出る可能性もあるんです。はい。えモディ氏がえ三期目の任期を全うした場合。 まあ 78, 歳78歳になりますので、はい、日印双方に次の世代の協力強化の牽引新しい牽引役がまあ必要だという声も聞かれます、うん、インドはこれから国際社会でも発言力を増していきそうですよねはいインドは来年にも GDP で日本を追い抜く見通しです。うん 今回の選挙結果にかかわらず、まあ、引き続き全方位外交を進めるグローバル・サウスの大国として発言力を維持すると思いますただ西側諸国からはモディ政権の強権化を懸念する声も出ていますえ各国の民主主義の度合いを発表しているスウェーデンの研究所はモディ政権下のインドを、まあ、選挙民主主義の国から、まあ、ロシアなどと同じ、まあ、選挙はあるが 表現の自由などが不十分な選挙権威主義に格下げしました、うん、えインドとの信頼関係を構築し,構築してきた日本にはこれからのインドを権威主義の陣営ではなく民主主義の陣営に引きつけておく役割が求められると思います今日のニュース解説は藤下渡る解説員でしたありがとうございました先月4日に山形県南部に位置する南陽市で この火災では137ヘクタールが焼け現場では自衛隊などから多数のヘリコプターク ヘリコプターも参加して消火活動が行われましたしかし火はなかなか収まらずようやく沈下したのは8日余り経った後のことでした山林火災は一度燃え広がると火を完全に消し止めるには時間も人でもかかるのが特徴ですよねそうですよねなぜ沈下まで8日余りもかかったのか現場で取材した山形放送局サイス・シュ記者に聞きますサイスさんよろしくお願いします はい、よろしくお願いします。佐伯さん、その山林火災、どんなものだったんでしょうかはい、この火災はま先月4日に山形県南部に位置する山合いにある南陽市の秋葉山で発生しました。最初は山から白煙が見えると通報があったんですが、その日は一気に燃え広がって山の広い範囲が煙に包まれました。 地元の消防や消防団などおよそ300人が消火活動に当たったんですがすでに山に燃え広がっていたり足場が悪かったりしたこともあって早い段階で鎮火させることはできませんでした。 さらに県や隣の福島県などの防災ヘリコプター3機も出動して上空から水をまいて消火を試みましたがそれでも火の勢いはなかななかかか収まらなかったんですん多くの人やヘリコプターを導入しても早いうちに消し止めることは難しかったと。 はい南洋消防署の杉原俊彦署長によりますと火災が発生した秋葉さんは3つの山が連なっていて現場へ到着したときにはすでに手がつけられない状態で、えー、消防と消防団の力では消火が困難だったとということです、うん、現場の周辺に住む人たちへの影響ですねどうだったんでしょうか。 はい火災の現場周辺では148世帯410人に避難指示が出されました、はい、このうち最大16世帯26人が公民館の避難を余儀なくされました。 避難した住民からは、まあ、こういう経験をしたのは初めてでまさかこんなに近くで起きるとは思っていなかったといったような反応やうん、うん、家の窓を閉めていても換気口辺りから煙が入ってきたという声も聞かれました、うん、地元の自治体はどう対応したんですかはい南陽市では自衛隊に災害派遣を要請することにしました。はあ その結果、火災が発生して3日目からは自衛隊のヘリコプターが最大11機加わって本格的な上空からの消火活動が行われましたかななり大規模な消火体制でですすよねねはいそうです、ね、自衛隊のヘリコプターは防災ヘリコプターの8倍以上の放水が可能だということで、うん、ま今回は複数の機体を運用して間髪入れずに上空から消火を試みたということです。うん 取材した日のヘリ,ヘリコプターからの、えー、放水は実に140回にも上っていて、はい、初日の10倍近い量の水がまかれました、うん、放水量はこの3日間で合わせて70万リットルにも及んだということです まあでも11機ものヘリコプターを投入するとなると安全確保も大変になりそうですよねはいその通りです陸上自衛隊第20普通過連隊の武田義則連隊長によりますと今回の火災の特徴は市街地に近い山林で発生したということです、はい、そうした中で安全かつ効果的な消火活動を行う上でこれだけの数の航空機を1箇所に集中して運用するのは困難が伴うというふうに話していました まあ、一方でかなりの数のヘリを投入してもすぐに鎮火とはいかなかったわけですかはいそうですねとは言ってもやはり上空からの集中的な放水というのは有効で、うん、心配されていた、えー、住宅への炎症というのは食い止めることができました、はい、ただ火が完全に消し止められるまでには至りませんでした一見火が燃えたように見える場所から再び煙が上がったりして、えー、あ 一旦火が消えたように見える場所から再び煙が上がったりしてくすぶり続けたということです、うんはい、地表に燃え燃え落ちた枝や枯れ草もまだ燃えていましたうん、そういう場所の火は上空からの放水ではなかなか対応しきれないでしょうねはいそういうことですそのため完全な消火に向けては地上での人の手による地道な放水が行われました 具体的には消火用の水をリュックのような形をしたタンクに入れた上で、それを背負って消防や消防団が燃えた山を歩きながら、くすぶる火を一箇所ずつ消して回ったんです。<ー>平らな場所ではなく山肌を歩き回ったわけで、相当な労力がかかったということです。うん 南消防署の杉原署長によりますと、山林火災の地上での消火には、人海戦術が必要になってくるので、どうしても人員や日数がかかってしまうんだそうです。最終的なな被害どれくらいいになったんでしょうかはい 今回の火災で消失した面積は137ヘクタールに上りましたこれは東京道具29個分という大規模な被害で山形県内ではこれまでで最大規模の山林火災となりました過去最悪ということですよねなぜ今回そこまで被害が広がってしまったんでしょうかはい 山林火災に詳しい森林総合研究所のえ玉井浩二研究ディレクターによりますと、気温の上昇によって雪解けの時期が早くなったことが影響していると指摘しています。雪解けが終わった時点から乾燥が始まり、5月の段階では非常に乾燥していて、林野火災が発生し,、ま、してしまったということは考えられるということです。今回の。 今回の火災の発生そのものの原因については判明しているんでしょうか。はい。それが原因は未だに明らかになっていません。警察によりますと原因にはさまざまな可能性があって特定にはまだまだ時間がかかるということです。今までの山形県の山林火災はどういう原因でどのくらい起こっているんですか。はい。山形県内で去年去年までの5年間に発生した山林火災は60件あります。 その原因として最も多いのが焚き火で12件、続いて野焼きが10件となっています。またこれ以外のその他の原因が6件で、これには落雷などが含まれています。これからの季節、山でキャンプをしたりする人も増えてくると思うんですよね。火災につながらないようにするためにはどんな注意が必要だと思いますか、はい、注意すべきポイントは三点あります。 1>, 1つ目は枯葉のある場所では火を使わないということですキャンプ場や河原などで火を使う人もいると思いますが山の近くの場合火の粉が風に飛んで枯葉に燃え移る可能性もありますそして2つ目は火を使う場合はその場を離れないということです火を使う際はその場を絶対に離れず完全に消火してから離れるようにするのが大切です 最後に3つ目は水や消火器などを必ず準備するということです、うん、許可を得て焼き旗などをする際でも万が一に備えた準備を徹底しておく必要があります斎士、うん、さんは今回の取材で何を感じましたかはい私にとっては山林火災の現場での取材というのは今回が初めての経験でした周辺には焦げたような臭いが立ち込めていて山のあちこちから煙が上がる様子を見ていますと 地上かかからの消火がかなりり難ししいいという状況は非常によくわました、うん、普段住宅などの火災現場であれば、えー、テキばきと消火活動を行っている消防や消防団の人たちがこの山林火災ではなかなか積極的に動けないという様子が正直不思議な光景でした。うん また、こういった大規模な山林火災というのはオーストラリアなど海外でよくあることだと自分自身思っていたんですが、まあ、気候変動による温暖化の影響などもあって日本,あ日本でも身近に起きるようになったんだと実感しました、はい、山林火災は燃え広がるのは一瞬なのに消し止めるのは難しい。 そしてどんな山火事も最初は小さな火であるということを私たち一人一人が肝に銘じておか,おかなければならないと強く感じました、はい、N ラジセレクト、今日は山形県で発生した大規模な山林火災の消火作業の現場の実情や山の大火事を防ぐための注意点について山形放送局のサイスシュンタ記者に聞きました続いてはワールドリポートです。 今日は有権者が10億人近くに上り、世界最大の選挙とも言われる総選挙が行われたインドの話題です。えー、現地で1ヶ月取材を続ける国際部の吉本明紀記者に聞きます。吉本さんおはようございます。おはようございます。ます吉本さんは14年前の大学生時代に4ヶ月近くインドに滞在したことがあるということですが。 今世界で最も早く経済成長している国の一つとも言われるインド各地を訪ねてみて変化はは感じまししたでしょうか、はい旧地街の雑多な雰囲気は今もそんなに変化はありませんが郊外の新地外のの新街街並みの変化が印象的でした例えばムンバイの郊外のエリアには高層タワーマンションが立ち並びスッ地内ではえ付きのプールで泳ぐ人たちなど別世界が広がっていました。うん 吉本さん、そうしたインドの成長で強いリーダーシップを発揮してきたとされるモディ首相ですがどんんなな人物なんでしょうか。はい。西部グジャラート州でモディ首相が通っていた学校と当時の同級生を取材することができました文字通り教室で机を並べて少年時代を過ごしたという幼なじみのデシャイさんによりますとモディ首相の家庭は貧しくインドでよく飲まれているミニクティー チイを1日3回駅で売って家計を助けていたということです今も日本円にして1杯20円から30円なので当時はもっと安かったと思われます当時から愛国心や貧風教への信仰心が強く宗教や政治関係の本をよく読んでいたということですがある時占い師がモリル師匠の死体を見て偉大な院者か偉大な指導者になると話したとき 友達とと笑いい出してしししててままったたうストールを披露してくれましたモディ首相がタイを売っていた駅には今もタイの小屋が残されていて案内してくれたレサイさんは当時を懐かしみながら彼は貧しい家庭の人でまさか首相になるとは思っていなかったでも彼は自力でやってみせたと話ししていました、うん、モディ首相はなぜ熱狂的に支持されるんでしょうか。 貧しい家庭から上り詰めたサクス,ストーリーとともに経済での実績も挙げられると思いますかつてインド経済の足かせといえば停電しがちな電力網や道路などのインフラの悪さでしたらその整備を一気に推し進めましたまた複雑だった行政手続きのデジタル化なども進め外国からの投資を積極的に呼び込めるようにしたんです 現地の日本大使館などで働き、モディ首相を最もよく知る日本人と言われることのある豊福健一郎さんは、モディ首相のことを、地方からの叩き上げの経歴や政策の実施能力から、日本の田中角栄元総理大臣にも例えられると話していました、うんまあ、強力なリーダーシップで国を牽引してきたということですけれども、これ、反発はないんでしょうか。 森首相は国民のおよそ8割を占めるインドゥー教徒を重視する姿勢を示しインドゥー上主義的な政策を進めてきたと指摘され反発の声を上げるイスラム教徒もいますあるイスラム教団体の幹部は多様性の中での統一がインドの理念だがそのアイデンティティが危機に直面していると話していました、うん そのモディ首相率いるインドと日本はどう付き合っていけばいいんでしょうかはいインドは世界一の人口を抱え GDP でも日本をまもなく追い抜こうとしています外交面でも海洋進出を強める中国を念頭に日本やアメリカオーストラリアとともに4か国の枠組みクワッドを形成するなど安全保障や経済の面でますます重要な存在となっています インドの外交や内政に詳しい防衛大学校の伊藤徹教授はインドの外交のキーワードとして戦略的自立性という言葉を挙げていましたつまり特定の陣営に依存せず国益重視で判断するということで日本としても経済や外交でインドにとって不可欠な存在になることが大切だと指摘しています。日本がインドをどうう見るかということいこ以上に、 経済成長を続け、大国として存在感を持つインドに、日本がどう見えるのかということを意識して、対等な関係を維持する努力を続けなければならない時代に入っているように思います。はい、えー。国際部の吉本明則記者に聞きました。続いてはビジネス経済。マイビズ、田中貴信キャスターです。 今朝のテーマは人生の終わりを見据えた就活です。ライターで立教大学社会デザイン研究所研究員の星野聡さ,さんは繰り返し話そう人生会議という提案をされています。自分自身あるいは家族が望む人生の終え方を迎えるために必要なことのようです。星野さんおはようございます。おはようございます。今日のテーマは繰り返し話そう人生会議。 ということなんですがまあ、人生会という名前は聞いたことがあるんですけれどもこれ具体的にどういうものなんでしょうかはい正式にはアドバンスケアプランニングって言います acp なんですね、うん、訳すとアドバンス事前のという意味ですよねでケア介護や看護 プラン計画、まあ、そういう意味ですけれどもその多くの人は最後エンディングを迎える時には自分のの一生っってていうのはでききななくなっていきますそのために最後まで自分らしく生きるために家族や友人医療介護者ら周囲の人たちに自分の価値観や考えを共有してもらい万が一の時には本人に代わって治療やケアについて意思決定をしてもらう助けとしてもらおうと。その繰り返し話 合うプロセスを大切にすることというふうに私は思っています実はこれ2018年に国がこれ普及を図っておりまして一般公募から選ばれた愛称が人生会議っていうですね、まあ、ちなみになんですがこの発表した11月30日は語呂合わせでいい見取り見取られの日になっています あなるほどこれ「人生会議」という言葉がつけられているということは、まあ、本人だけではなくて、まあ、周りの人たちも一緒に話し合いましょうというのがポイントなんでしょうかはい、まあ、前回その就就活活活をを意識しししたたら集ままる活動就活をと申し上げましたはい結局誰かにまあ最後は頼らなければいけないとそのまさに誰かを考えるそして行動することこの「人生会議」っていうのはこの集まる活動の一つとして、まあ、私は考えています。はい 人生会議、具体的にはどんなことをすればいいんでしょうか。はい、あの二つのまあ段階があると考えた方がいいなと思っています。 一つはかなり差し迫った段階ですよね、うん、もうあと行く枠もないという段階えー、この時にはもう必然的に医療者を中心にいろんなことを話し合う,っていう必要があると思うんですが、うん、そうではない段階というのがこれやっぱり含まれていると思っています今日はどちらかというとこの後者そこまでは差し迫ってないんだけれどもというところで、うん、まず自分が大切にしていることは何かを考えるっていうところから始めて例えば人生最後家族 のそばにいることが大事なのか仕事とか社会的役割を続けることが大事なのかといったことですよね。 何よりも信頼できる人って誰なんだろうっていうことを考えてその人たちと話をしていくというのが大事だと思っています。うんただ病気や死を前提に考えというのもなかなかつらいことですしそれを誰かと共有するというのはなかなかハードルも高い気がしますけども。そんなに難しく考えないで最初は雑談からでいいと思ってるんですね。何気ない普通の日常会話実際にまあ死を想 してしまうとそれが辛いって方もいらっしゃることは確かですので無理やり何かを決めるというんではなくてなんとなく自分はこういうことを考えてるんだよこういう価値観なんだよということを繰りり返し話すすっっってていうこととがやっぱりポイントになると思っています、うん、誰と話せばいいですか はいこれはまあ配偶者パートナーそれから子供や兄弟といったいわゆる家族親族に限りません親しい友人であったりあるいはどうしてもなかなか最後の場面を見ていただくのは難しいって方はそれこそ NPO の人であるとか、うん、福祉関係者であるとかという人たちも含まれてくるんじゃないかなというふうに思っています。うん そうしますと無理にこう誰かを決める必要はないということですねそうですねある程度自分が大切な人というふうにバクと捉えていけばいいんじゃないでしょうか、うん、どんな話から 入ればいいんでしょうかなかなか難しいんですけれども、うん、私たち日々あのいろんな選択をしてますよね、うんまあ、今日は傘を持っていこうか行く前かとか今日の昼はカレーライスにしようかラーメンにしようかとか、うん、そういった日常のことからあるいは、えー、もっと重いことで言えば子どもの教育方針をどうしようかとか、うんえー、将来家を買おうか買う前かとかいういろんなことをまあ決めていくわけですけれども。うん 何かこう無理やりり決めてていいいくっうう場面ばかでではないと思うんですね、うん、こういう教育方針で行こうと言ったって当然揺らぐことはあるわけですから、うん、何も無理やり決めるんでではないんですあくまでも話している時の気持ち、えー、自分はこういうふうに感じてるんだ思っているんだっていう雑談を繰り返していくということが大事なんじゃないでしょうか。うん 何かこう形式ばって話をするというよりは雑談みたいなところから自分の伝えでも伝えて相手もそこを嗅ぎ取っていくっていうことなんですかねそうですねおっしゃる通りだと思います、うんうん、記録には残さなくてもいいんですか残せるものならば残した方がいいと思っています、うん、まあただ記録というのはあくまでその書いた時点の気持ちでしかないんですね、はい、そして人の気持ちは本当にコロコロ変わっていきますですので繰り返しと先ほど来申し上げている通り 話しし合いいを何回も何回回ももていくかっちり決めるんではなくてその漠然とその周囲の人たちと価値観を共有してもらうということだと思っています。うん なるほど価値観を共有すると今おっしゃいましたそこはかなり鍵になりますかそうですねこここそが鍵だと思っています、うんえー、自分がやっぱり一生児できなくなった時に自分の代わりに判断をしてもらうということが、うん、まあこれ一応最終的な目標ですので、うん、まあそうなると価値観を把握してもらわないとまあ先には進めないじゃないでしょうか、うん、例えばさっきいざという時になると自分のこう思いが変わるって話されました例えば延命を してほしいしたくないっていうのもやっぱり人間は変わっていくものですかはいこれは本当にいろいろな事例を見てまいりましたあのそういう延命治療はいらないとおっしゃっている方がやっぱり大切にしていた孫の結婚が決まったとそれだったら孫の結婚式までは何とか行きたいからそこまでは延命させてほしいみたいなことをおっしゃる方もいるし逆にすごく治療が辛くってもうやっぱりこれ以上の治療はっていう方もいらっしゃいます本当にこれ朝言ってることと夕方言ってることが違うなんてことも。 ザラだというふうに感じています、うん、ああそういう意味では価値観を共有しておくと 例えばその意思表示できなくなったとしてもいやあの人ならこう思うううう思んじゃないいいかかととととこここを分かってあげられるでですねそうですねねそ、まあの人だったらきっとこういうふうに考えるんじゃないかなということを周りの人たちが推測すするることがでできるわけですよね、うん、そうするとある程度、まあ、例えば先ほど記録ということがありましたけれども、うん、記録に書いてあることとは別の決断をしたとしてもある程度自信を持った決断になっていくんじゃないでしょうか。うん そうしますと一人の人の判断よりは複数の人と普段から話しておいた方がいいですか。そうですね。おっしゃる通りですね。あの決してこの人のみというものではないと思っています。大切な人って決して一人じゃないですよね。家族であったり、うん、先ほどだ申しているように友人であったりもしかしたら MPO とかの人かもしれない。あるいは医療者という人たちが入ってくるんじゃないでしょうか。なるほど。最後にこれ星野さんがあのリスナーの皆さんに。 人生会議でぜひ知っておいてほしいということは何ですか。うん、はい、あのもちろん人生会議って魔法の杖なんかじゃありません。現場の医師からもコミュニケーションというのは元々そういう週末期だけではなくて、本来日常の中で丁寧にするべきものだっていうふうにおっしゃっています。うん、でも今の医療現場ってとっても忙しくてあんまり余裕がないんですね。うん、その余裕のなさの裏返しが人生会議っていうまあ一種制度的なもの手段枠組みを 必要としているというふうに言い換えることもできると思っています結局は日常どれだけ自分の大切だと思っている人たちと話をしているのかにやはり尽きるんじゃないかと思っています、うん、つまり人生会議は対話の大切な手段ということです、うん、人生会議という名前がついてますけれども普段の雑談ですか日常会話の中からということですかねそうですね本当に繰り返しやはりそこが大事だというふうに申し上げたいというふうに思います はい、星野さん、今朝どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。まびず今朝はライターで立教大学社会デザイン研究所研究員の星野さとしさんにお話を伺いました。今日は政治資金規正法改正へ今後の課題はと題してお伝えします。えー、政治と金をめぐる問題を受けて政治資金規正法、えー、政治資金規制法はどのように改正されるのか。 再発防止に向けて政治に問われる課題について考えます今日のゲストは日本政治に詳しい中央大学教授の中北浩二さんそしてラジオセンター長で政治が専門の足立義正解説委員にも聞いていきまますすよよろろししししくくおお願願いいます。 まず政治資金規正法の改正案が明日衆議院を通過する見通しですけれども再発防止に向けた政治改革への取り組みとして中北さんはどんななふうににご覧になりますか、はい、あの今回のいわゆるそのパーティー権の派閥の裏金問題ですね、えー、この、まあ、再発防止という点から言えばいわゆる連座制ですね会計責任者だけではなくて議員も責任を負うような。 これが焦点にになるといいううふうに思いますねでもう一つ大きな意味での,その生徒会の問題について言うと、はい、まあこれがやや焦点になりつつもありますけれどもこれは多岐にわたる問題で、まあ、生徒の在り方なんかにも関わってきますんで、まあ、拙速に私は決めるべきことではないので、はい、例えば有識者会議を設置するとかいうふうに、はいえー、そういう仕組みを整えた上で,ですで、ね、慎重にあのしかしやるんであればきちんとやっていくということが必要なんではないか 僕はね、これねあの、自民党内の問題から始まってね、うん、で自民党を巻き込む大きなこう政局につながったっていう見方をしてますね、うん、で3つありましてね、あの1つはあの、そもそもこの事件ね、あの発端となった事件が十分に解明されたのかどうかっていうところに問題が残ると思いますね。うん 2つ目なんですけれども、はい、自民党と公明党が合意を得ないままね、うん、あの与党の合意を得ないまま国会に提出されたっていうのは、これ、異例の事態なんですよね、うん、でそのの異例の事態はかえってね。 国民に国会審議が加速加速あの可視化されたんじゃないかと思いますね。あ<ー>あの与党間の議論というのがよく分かった。はい、またねあの、野党を巻き込んだ形で、自民党がいろんな修正協議をやったじゃないですか。うん、その協議がね、あの国民の目の見える形で行われたんじゃないかなというふうに思います、ねはい、それで3つ目なんですけれども、これがね、結果的に積極的な意味を持っちゃったんじゃないかと思いますね。はい あの岸田総理大臣、最後、公明党とか維新に譲る形でね、大きな妥協をしましたよね、はい、そうすることによって、えー、自民党の執行部からも反発を受けてね、うん、党内基盤がかなり揺らいだんですよね、はいえー、それからあの自民党があ維新と合意したことによって、野党が分断される形になって、はいえー、今後の政局にね、自民党として布石を打ったんじゃないかと、この3点ですね。早速、リスナーからメッセージをいただいていて、改正法の内容がどうしても、 国民感情とかけ離れてるように思えてなりませんというメッセージ改正、はいえー、案ではパーティー券の購入者を公開する基準額を 現在の20万円を超えるから公明党の主張を踏まえて5万円を超えるに引き下げることになりましたここにどんな意味があると中北さんはお考えになりますすかそうですね5万円か10万円かって、まあ、透明性という点ではあそんなに意味がある議論なんですけれども、はい、まあ自民党は10万円を超えると、うん、お公明党は5万円を超えるという形で引き下げるべきだということですけれどもただ私からちょっとやや、まあ、バナナの叩き売りみたいな感じがしてですね例えば10万 5万円じゃなくて5万円にしてもですねパーティーの回数を増やすとかあ,あ,、うん、あるいはパーティー券の参加者を複数人に割るとかですねまああ,ある意味でのこの 抜け穴的なものっていうのを防ぐことはこれ難しいんですよね。ちょっとかえってですね。パーティー券複数やらないといけないから、政治活動ができなくなるとか。うんはい、こういう逆の効果も出てくるということですね。うん、そしてまあ一定数のお金がかかるんであれば、あこれ選挙区で随分違うんですね。広い選挙区と狭い選挙区ずいぶん違っててですね。うんはい、で、まあ、あの野党の一部はあのパーティー自体禁止するってあんまあ,あったんですけれども、うん、ある程度出が必要であればですね、えー、これをどう調達するのかっていう。もの 問題もありますし あとですね、まあ、透明性を高めるという議論これがですね、結構有識者含めて金閣玉上のように言われるんですけれども、うん、透明性が、まあ、必要な部分範囲はあるんですけれども全部透明にすれば私よくなるかというと少し反対なんですね。うんうん、というのもあの結局ですね、まあ、パーティー券買ったりとかですね、政治献金を行ったりっていうのは、まあ、政治参加の一つの方法であって、うんえー、名前が出るとか住所が出るとなるとですねどうしてもこう買い控えっていうかですね起きると、はい、つまり政治参加 かを阻害するということですし、名前出ちゃうとですね、どこの政党をしているかとかですね、えー、誰をしているかっていうのがですね、見えちゃうわけですね。はい、で、投票幕だって透明ではありません。はい、要するに思想慎重の自由っていうのは一定程度確保されなければ、生産化もできなくなりますんで、まあ、透明性は一定必要であることは私も認めますけど、完全に透明にすればですね、物事が良くなるかというと、ここはやっぱりその慎重に考えていかないといけない部分が同時にあるということを、まあこれは強調したいところですね。 はい。Mm, <laughs> あの今回の改正案では野党側が求めていた政党などに対する企業・団体献金の禁止については盛り込まれませんでしたこれはどう考えますか足立さんから聞いていきましょう自民党議員なんかと、ね、話をするとこれだけは受け入れられないっていうのは多かったですね。<laughs> <ー>というのはあのこれを廃止すると自民党の活動がなかなかやりにくくなるってことはもちろんあるんですけれどもあの政治資金の集め方についての ね、うん、あの姿勢とか哲学の違いがやっぱあると思うんですね。えー、自民党にしてみれば企業団体献金についてはこれあの。 企業や団体にも政治活動の自由があって、うん、その献金することもその一環だという考え方なんですよね。はい、で一方で立憲民主党などの野党の側からすると、あの企業団体献金を受けるとその声を聞かなければならないんで、政治が歪められるんじゃないかという意見があるわけですね。うん、ただまあ与党にも野党にもいろんな議員がいましてね、はい、まああの自民党だからこう立憲民主党だからこうっていうことはなかなか言えないんだけれども、あのその姿勢の違い、政治哲学の違いみたいな。 な,いなところはあると思いますね。うん、中北さんはどうですか？そうですね。あのこれやっぱり事実関係をまず踏まえる必要があると思ってるんですね。<う>えー、企業団体献金ですけれども、この総額は1994年が577億円。うん、これが22年にはですね、はい、84億円で7分の近1近くまで減ってるんですね。<ー>でそれに代わってその政治資金で重要になってるのはいわゆる政党交付金。国から与えられるお金ですね。うんはい、これが310億円ですから。はい 企業団体権限の84億円よりはるかに多い額がですね、うんえー、入ってきてると、はい、でこういう公的情勢強制には私一定の意味があると思うんですけれども、はい、あ過度に依存すれば政党ってそもそもその有権者市民社会からですね、えー、こう足場を持ってるもんですけれどもそこは、うん。 依頼で来ると国家に依存してしまう政党国営政党みたいな感じになってくると、うん、まあヨーロッパでも言われてるんですけれどもこれがポピュリズムの温床になってつまりあのその市民の言うことを聞いていないと、うん、政党がです、ねまあ、あその市民の方向いてないんじゃないかというこう,いう批判にもつな、ね、がってくるわけなんで。うんはい まあ企業団体献金を禁止するってことは僕は一個案としてあると思うんですけれどもじゃあそれに代わって政党がこう広く有権者からですねどうやってお金を集めるのか個人献金をどうやって促進するのかとまあそういう仕組みもですね合わせて考えないとただただその禁止すればいいかというとそうではないんじゃないかなというふうに思いますね、うん。 ちょっとここであのリスナーからのメッセージをご紹介したいと思うんですが政治資金規正法ですが岸田総理が政治資金は民主主義には必要不可欠とおっしゃるのであればですね1円から領収書を添えて公開が筋だと考えますと都合の良いお金の使い道は残したいという思惑が丸見えの規正法では意味がないと思いますという声もあって 確かにこう政治資金規正法の趣旨っていうのは、まあ、国民のね監視をしやすいようにっていうところもあるかと思うんですけれども今のご意見なんかについては中北さんはどのよううににお考えになりますかそうですかそでねあの先ほどもちょっとあのお話したように公開性ていうのはあ,ある意味で首の信条 <got> を明らかにしてしまう形になってしまいますので。はあ えー、よくちょっとあのその言われてるのはですねあの納税の場合のは1円からあきちんと書いてるっていいますけれども、はい、これは公表されるわけではないので、うん、今回はこれ公表、うん、一般に公表するものなので、うん、私は相当その性格が違ってるんじゃないかと、うん、つまり報告はするけど公表しないっていうようなものもこれは後でまた話になる部分ですけれどもはい、はい、そういう仕組みを作るってことは一案かもしれませんけど、うん、全て公表すればよくなるかというとやや その別に岸田総理の方を持つわけではありませんけれども、それが適切かというと、やや疑問も残るということだと思なますそこらへんが思想、心情の自由とのバランスをどう通っていくかということになるだから有権者にもね、いろんな立場の人がいてね、名前は出したくないけれども、この政治家を応援したいっていう人は必ずいますよね、名前は出したくないけれども、この政党を応援したいっていう人必ずいますよね、そうすると、じゃあ、そういう人たちの政治活動の自由は、じゃあ、どうやって考えるのかっていう。 違った論点も出てくるんじゃないかと,あ、ね、とあのちょっと食い下がるようなんですけど例えばですね、うん、あの堂々とですねあの名前を出して献金したりすればいいんじゃないかっていう考え方もひょっとするとあるかもしれないんですけどなかなかそこは難しいところですかでも強制はできないんじゃないですかね<ー>有権者に対して名前を出して堂々とやりなさいっていうのはなかなかこれ難しくないですかなるほどね、うん、そこら辺のやっぱバランス難しさですね、うんはい 一方、党から支給される政策活動費については日本維新の会の案を取り入れて1年ごとの支出の上限金額を定めた上で領収書などを10年後に公開するとされています。これはどんな意味があると中北さんはご覧になりますすかそうですねあの具体的なその制度についてはやや不透明なところがあってですね、はあ あの私、政策活動費をどうするかって非常に重要だと思っているんですね、はい、あの今回の,そのパーティー券の記載っていうのは、安倍派が5年間で6億円ぐらいということなので、1年間1億ですけれども、自民党の政策活動費っていうのは、えー、年間で10億円程度ですから、10倍なんですよ、うん、これがもう,こう見えないお金になってしまっているということなんで、うん、何らかのチェックの仕組みが必要なだと。 今回の裏金問題を受けてもですねこういうことで手がつけられたということなんで、はい、まあ何らかの改革をすることは私は前進だと思ってますし、うん、年間の上限額を設けることはまあ一定の意味があるこれがいくつになるかということが私はもうちょっと明確に今後されていくべきだというふうふに思いますけれども、うん、あと10年後であってもあ領収書を公開するということが前提になって これを報告すると、はい、お第三者機関作ってですね、うん、報告するとなると、それは一定のこう,ほう先ほど報告と、はい、あの公表では少し違うという話しましたけれども、うん、一定程度のその前進を見ていることは、うん、あ言えるとおいうことなんだと思いますね。うん、なるほど。うん、あのー、こちらまたメッセージご紹介していきたいと思います。東京都50代の女性から政策活動費の領収書10年後の開示となっても、その時点で調べて何か問題が。 たとしてもそもそも帳簿の保管期限とか罰則の適用の事項とかとそごがあるのではありませんかというメッセージいただきまして今のまあ政策のことについてとか今のお金の使い方のことを知りたいのに10年後に公開っていうのは果たしてありなのかという疑問なのかもしれませんけどこのあたりはどうですかまさに今その帳簿の話だとか、はい、ああこういったところをきちんと国会審議まだまだ 衆議院、参議院と残ってますので<ー>、えー、ここは詰めていただくっていう必要がある、これ、もう本当おっしゃる通りの課題だと思いますし、10年後、公開がいいのかどうか、これ、いろいろげ、うん、ぜひやると思います、うんうん、もし問題があれば、別にこれが最後の改革ではないので、うん、このあたりを変えていくっていうことを、次のステップで勝っていいんじゃないかなと思います、ただ、うん、まずファーストステップとしては、あの何にももう野放しだったところが、一定の制約がかかるっていうところは、はいあの、意味があるんじゃないかなと思いますから、うんうん あ、小さく産んで大きく育てるみたいな話ありますけれども、そういったことっていうのはあってもいいんじゃないかなというふうに思います、ねはいうん。なるほど、こんなメッセージもいただいてます。兵庫県50代の男性から。政治家の支出を減らせば、政治資金パーティーも開かなくていいと思うんですが。そうした方法でやりくりしている政治家はいらっしゃらないんでしょうかという。足立さんはそんな政治家ですか、うん。どうでしょうね。いや、もちろんね、あの。 政治家一人一人の立場でね、うん、あのどのくらいの収入があるかっていうのは一人一人違いますんで、少ない収入の中でやりくりしている人もいると思います。うん、いると思いますけど、いますね。それからあと、組織として強い政党と、 えー、組織としてはなかなかこう弱いんだけども議員,議員で議員が中心となってやってる政党とまたこれも違いますよね。だそこのところも、ね、一触単じで考えにくい問題ではありますね。なるほどただやっぱりみんなあの政治家と話すると政治にはお金かかるっていうふうに言う人が多いですね。やっっぱりかかなるほど。公的助成をやめようっていう話はなかなかならないですかね。 どうですか現状、なかなかこれは有権者のこう理解、難しいでしょうね <laughs>、うんあの、お金かかるっていう話もです、ね、やっぱ人権一人雇ったら、それなりの待遇やらないといけない、うんえー、あるいは有権者にビラを全国配布すると、れ百万かかるっていう話ですので、はいあの、こういうものを削ってしまうとです、ね、結局選挙の時しか政治家見ないという話になりかねないんで、<laughs> やっぱりきちんとした日常活動を政治家や政党にやってもらうためにも、一定程度の必要なお金っていうのはあるということは認めないと。 おいけないんじゃないかなというふうに思います。はい、あの再発防止に向けて改正案では。 議員本人への罰則を強化するいわゆる連座制の導入を柱としていますよねで法案では議員に収支報告書の確認書の作成を義務付けていますこの確認書の作成について実際の効果はどのぐらいあると中北さんお考えですかこれが一番重要だと私は今回の件の再発防止では思っていて、はあまあ、このまあいわゆる連座制的なものとして確認書をかませると いうことですね、うん、で議員が確認書の内容を確かめずに作成したりした場合に一定の罰則を受けるっていうこう仕組みになっていて、まあ、自民党の,あの説明だと確認した場合は共犯が問われるとこういう感じの 立て付けなんだという説明なんですけど、本当にそういうものが機能するのかどうか、うん、これをですね、まあ、参議院なんかでもきちんと確認をして、うん、この確認書っていうもので、いわゆる連座性的効果、つまり、えー、秘書がやったんじゃなくて、議員本人も責任が問われるような形になるのかどうか。 ここを詰めてほしいと今なんか5万円か10万円かみたいなところ言ってますけどこれが本丸だと私は思ってますねる例えばその自分が確認したものじゃないんだっていうふうに議員が言い張った時にこう秘書が偽造したものだとか言い張った時にはこれは抜け道になる可能性がありそううんまあでもそれはその、うん 本当になんかおとりとか寝返りの場合、うん、まあこれはあの選挙の時のあの演座性も一緒ですけど、これだで処罰されない、はい、ということなんで、うん、まあそれをお立証する責任をどちらに負うのかとかですね、<ー>いうことになるんじゃないかなというふうに思いますんで、そういったところを含めて、ですね国会審議で、これはどういう機能を果たすのか、うん、どういうケースのときにちゃんと機能が果たされるのか、うん、この場合どうなるかみたいなところをしっかり確認をそれこそしていただくとなるほどいうことじゃないかなと思います。 ちょっとぐらいになりましたけれども中北さんは今後の政治が向き合うべき課題は何だと思われますかそうですね私はあの金がかからない政治ってこの間ずっと言われていて、うん まあそれは一定の理,あの理由はあるとは思うんですけれども、僕はむしろですねみんなが水に切って、政党とか政治家を応援して育てる社会の方が私は健全だと思ってるんですね、うん、やっぱりお金出して応援するんだったら、絶対選挙行きますし、うん、政治の関心持ちますよ、皆さん。はい、で、あるいはお金かけて、あ政党とか政治家が有権者に訴えれば、やっぱり有権者の関心も高まってくるんで。はい お金っていうのはただただ少なければいいんじゃなくて適切に使われる、それが日本の政党デモクラシーをやっぱり発展させる形で機能しないとただただ使わないただただ縮こまるってだけだと日本政治よくならないんじゃないかと思います、うん、その後やっぱり信頼される政治家っていうのがとても重要だということになりますす、ね、そうですねいずれに切ってでも応援したいっていう政治家がどんだけ出てくるかっていうところが私は重要だと思います。このの点に政党の課題があると思っていますはい ありがとうございました。今日の特集中央大学教授の中北康司さんにお話を伺いました。次はニュースランキングです。NHK ニュースウェブで関心を集めたニュースからご紹介します。一位埼玉県熊谷市で小学生が車に跳ねられ意識不明の渋滞。八十四歳の容疑者を逮捕。 2位、ウェブ特集、助かる命が助からなくなる救急車呼んだら7700円の背景。3位、32年前の飯塚事件で最新認めない決定。ということでしたが尾形さんは今き、はいまあ、昨日に引き続いて政治の動きに触れたいと思うんですね。はい 自民党は日本維新の会の求めに応じて法案を再修正しましてで衆議院の特別委員会に提出したんですそして採決が行われて自民党公明党日本維新の会などの賛成多数で可決されました委員会では個人や企業などのパーティー券の購入額の上限や政治資金パーティー以外の事業による収入のあり方 親族間での政治資金の移動制限などについて検討するとした付帯決議も3党などの賛成多数で可決されました。 他の野党は反対したんでしたでょうか、はいえー、立憲民主党、共産党、国民民主党などは反対しましたで一方でですね、えー、立憲民主党と国民民主党などがあ提出した法案などですねそちらはいずれも否決されました可決された法案はどののようなものですか、はい、少しポイントを絞っ,て絞ってお伝えしたいと思うんですが、はいえー、まずパーティー券の購入者を公開する基準額についてですね、はい 自民党は当初現在の20万円を超えるから10万円を超えるにするとしていましたがまあ、公明党の主張を踏まえてですね法律の施行から1年後に5万円を超えるに引き下げると修正しました、はい、そして党から議員に支給される政策活動費議員が党から支給を受けた場合には 項目ごとの使い道や支出した年月を開示してです、ね、10年後には領収書を公開するとでこれについて自民党は当初ですね50万円を超える支給を受けた議員を対象としていたんですが、はい、日本維新の会の主張を入れる形でですね最終制が行われたわけですそれから、えー、いわゆる連座制について、はい、議員に収支報告書の確認書の作成を義務付けるんだと。 そして、えー、会計責任者が不記載や虚偽記載で処罰された場合議員が確認書を作成していなかったり内容を確かめずに作成していたりすれば、まあ、50万円以下の罰金を科して、えー、公民権を停止するとしていますでこの法案は明日衆議院本会議で可決されて参議院に送られる見通しですこれに対する反応はどうでしょうか。 自民党の浜田国会対策委員長はいろいろあって日程は少し遅れたが衆議院を通過することになりよかった経緯はどうであれ公明党と日本維新の会から賛成を得られるということであれば我々の目的をかなえて法案を作るという命題を達成できたと思うと述べました。 一方で立憲民主党の安住国会対策委員長、えー、政策活動費の10年後の開示は改革の名に値しないこのところの政界再編を見れば母体となる政党が10年後にあるかどうかもわからない国民に情報開示し透明性を高めるために一生懸命やっているのに自民党と日本維新の会で手,に手を握ったことはむしろ情報開示を10年間防ぐことになると述べました。 ここまでニュースランキングでした。政治資金規正法の改正をめぐっては。この後、六時三十二分頃からの特集でも詳しくお伝えします。ニュースアップです。 今は軍が実験を掌握するミャンマー日本は軍事クーデターが起きる以前には多額の政府開発援助 ODA を供与していましたそして先月ミャンマーに対する ODA の問題が国会で取り上げられ課題が浮かび上がりましたえミャンマーについての取材を続けている西垣浩二ニュースデスクに聞きます西垣さんよろしくお願いします、はい、よろしくどうぞ 少し振り返りたいんですけれどもミャンマーではかなり前から ODA の供与が行われてきたんでしょうかあのミャンマーという国はこの軍事政権長く続いてきたんですけれども、はい、2011年民主化体制に移行する民政移管を掲げた政権が生まれたんですね。うん、で日本政府は軍事政権下では支援を控えていたんですけれども、はい、この事情が変わったことで民主化などを支えるためとして ODA の供与を進めていきました。 ミャンマーっていう国は人口5000万余りと市場も大きくてまた賃金の水準も低かったので日本企業もアジア最後のフロンティアと呼んでミャンマーへの進出を加速させました、はい、こうした日本企業側の要望もあって ODA は道路建設などをインフラ整備や人材育成の事業に充てられたんですね。さ、うん、さらに2016年アンサン・サスーチさんの 政権が生まれますと、はい、年間1000億円を超す ODA が供与されてすでに拠出が決まった ODA の総額7000億円余りに上っています。 その ODA のですね何が問題になったんでしょうかあのまた事情が変わったんですよねあ,、はい、あの3年前の2021年、うん、軍がクーデターを起こして再び実験を握りました、はい、でこれを受けて ODA の資金が軍に流れるのは望ましくないとして、うん、日本政府は国単位の新規の ODA 事業については凍結したんですね、はい しかし既存の ODA 事業は進められているんです、うん、でこのうち310億円の円借款が含まれる橋の建設事業については日本の企業が下請けの契約を交わした現地企業が、はい、実はミャンマー軍が保有すする企業だったんですね<ー>先月20日に開かれた参議院の決算委員会でこのことが問題視されたんですね。そ、はい、そもそもこののの軍系の企業は欧米の 経済制裁の対象にもなっていいるそういう企業です、うん、ただ日本政府は日本の企業が契約を破棄すると多額の違約金を求められる恐れがあるとしてこの件には介入できないとしたんですね。うんうん まあ、ODA って私たち国民の税金が当てられている事業ですよねあのだからこそでではないんですよね、うん、あのミャンマーではクーデターから3年余りの間に5000人を超す民間人が軍の空爆や攻撃などの犠牲になっています、はい、そうした武器をロシアなどからミャンマー軍が購入する際に日本から流れたお金が使われていないとは言い切れないと私は思います。うん 国連でミャンマーの人道状況を調査する役割の特別報告者の日本の ODA について人権面に悪影響を及ぼす事業は停止するなどすべきだ。 と述べています、はい、さらにこうした既存の ODA で提供された船が、はい、実際に軍によって使われていたケースも明らかかにななっていますす、うん、どんなケースですかあの日本政府は2017年から19年にかけて、はい、ODA の無償資金協力で水上輸送の能力を上げるために3隻の船をミャンマーに供与したんですね、うん、しかしこのうち2隻が武器輸送などに使われていたことが明らかになりました。はい、ODA について日本政府は 軍事利用は認めないという原則を変えていません。まあそれに抵触するケースだったので外務省もミャンマー側に抗議すると,とともに再発防止を徹底するよう申し入れました。はい、でこうした問題が出てきている以上既存の OD についても一旦凍結すべきだという指摘がこう専門家からも出ているんですね。日本政府の関わりとしては他にもあるんですか。はい。あの上川外務大臣は国会で。 ミャンマーの国単位ではなく国際機関や支援団体に対する食料や医療などの緊急人道支援の分野の ODA には積極的に取り組んでいるとしています、うん、あの昨年度は総額で58兆円余りの支援を行ったということなんですねただ外務省によりますと国際機関を通じての支援の場合軍が介入することも多くて必要な人に届かないそういう恐れがあると言います このため現地で活動する支援団体に拠出する割合を増やししてていいるとしていますうんあのその ODA に関する国会での議論なんですけど他にはどんなものがあるんでしょうか、うんはい、あの地雷による被害に対して日本の ODA、活用すべきだという指摘が出ているんですね。 ミャンマーでの地雷による被害は今どんな状況なんでしょうかあ犠牲者が急増しているんですねあ,<ー>あのユニセフ国連児童基金が4月に報告をまとめています、はい、それによりますとミャンマーで軍と抵抗勢力との間の戦闘が激化するのに伴って 首都ネピドを除くほぼすべての地域に地雷が埋設されたというんですね。うんうん、で、去年1年間に地雷や爆発物の犠牲となった民間人は1,052人確認され、うん、で前の年の犠牲者の数の3倍近くに上ったんですね。うん、そしてその犠牲者の20%以上が子供でした。それについてはこう具体的な証言。 っていうのもあったりするんでしょうか。はい、あの、私は去年1月に取材したタイ北西部のミャンマーとの国境地帯にある町まあ、ここにメータークリニックという医療施設があるんですね。はい、で、地雷や砲撃による被害者を受け入れています。うん、今、現地には N. P. O. 法人。メータークリニック支援の会から、医師の有高七恵さんという医師が派遣されています。地雷による被害の状況について、有高さんに聞きました。 メタククニッもともとミャンマー側で地雷だとか砲撃だとかによって怪我をした患者さんを治療していますけれども特に最近数が増えて4月は戦闘もあって非常に数が多かったところですね年齢的には若い方が多いです村に軍がやってきて先討ちなどがあったとは、まあ、皆さん逃げるわけですけれどその後に1回やった村に戻ってきた時に被害に遭ったあるいは。 普通に仕事に行く畑に行くという時に被害に遭ったそういう方もいらっしゃいますもともと自分が住んでいた村でこういうことにこういう被害にあるとは思わなかったっていうふうにおっしゃってた方がいらっしゃいました、ね、地雷を踏んでしまうとその足を切断しなければいけなくなる方がほとんどでそうするとそうするとクーデターさえなければこんなこの人はこんな目に遭うことはなかったのにということをすごく思いますね 軍が戦闘地域だけではなく村などにも地雷を埋設しているということなんですかそうなんですよねあの裏付ける話があるんですねあのミャンマーの下地戦地の一つ東部のシャン州で地雷を踏んで足を失ったカレンニー民族の民兵組織の30代の男性にオンラインで取材しました、はい、この男性病院に運ばれた際同じように地雷の被害を受けた民間人、うん、多く見かけたと話していましたつまりその有高さんの話とも重なるんですけれど けども軍は住民たちが攻撃を避けて一旦避難するとその間になどに地雷を設置しているんですねこのため、えー、この男性が所属する民兵組織では住民たちに対してすぐには家に戻らないよう呼びかけているということなんです。 この男性は失った足の切断面に包帯を巻いていました。はい、ただ三ヶ月から半年は待たないと義足が届きそうにないとこう話していました。うんなかなかこう深刻な状況のようにも思えるんですが、日本の国会でも。 まあそういう議論がですねこうした状況を受けた議論を行われているんんででしょうか、はい、そうかそなんですよ、ね、あの日本政府はウクライナで地雷除去を担当する職員に日本製の地雷探知機を使った研修を行っているんですね、うんはい、で同じような支援ミャンマーに対しても行ってはどうかという指摘が国会でありました、うん、でこれに対して上川外務大臣は現地のニーズに合わせてどんな取り組みが可能か検討したいと答えたんですね。うん また外務省に取材しますと、現地の NGO などを続いて要請があれば、義手や義足などの支援を検討したいというふうにも話していました。で、私、これに加えてね、現地で治療を行っている医療機関への支援も必要だと思っています。現地で活動する医師の有高さんです。状況は良くなってはいなくて、むしろ悪くなって、避難してくる人はまどんどん増えていんですね。なのであの、ミャンマーのことをどうぞ忘れないで、 関心を持ち続けていただきたいと思いますあのメータークリニックには依然として多くの被害者が搬送されているといいますで寄付は寄せられているそうなんですがとても足りないそうなんですね、はい、日本政府には現地の医療機関を含めて先頭の被害者に対してのさらなる人道支援を検討してほしいと思います、はい、ここまで今日のニュースアップは西垣康二デスクとともにお伝えしました 7時27時分今朝の聞きたいです南太平洋のフランス領ニューカレドニアでは先月暴動による混乱が続きましたがその背景にはフランス系住民の地方参政権を拡大しようという動きに対し独立を目指す先住民などの間で反発が広がったことがあるとされていますさらにこうした先住民の後ろ盾となったのがコーカサスに位置する旧ソビエトの国 アゼルバイジャンだという観測が出ていますアゼルバイジャンは人口1000万ほど今年の12月には国連の COP29 の開催が予定されるなどにわかに国際社会で存在感を示しつつあるといいます慶応義塾大学教授の広瀬陽子さんに伺いますおはようございますおはようございますよろしくお願いしますニューカレドニアで 独立派の後ろ盾となったのはアゼルバイジャンだったのではないかということですがこれはどういう関係があるんでしょうかはいまず事実関係としては最も強力な後ろ盾となっているのは圧倒的に中国であるというふうに言われています。ええ しかし、中国はオセアニア各地で影響力を拡大しておりますけれども地理的にも民族的にも遠いアゼルバイジャンが関与しているという事実がま極めて注目されているということをまずは指摘したいと思います。その上でなんですけれどもフランスのダルマナン内相はアゼルバイジャンが独立を煽っていると主張しておりまして えまあその背景にはまあフランスがまあアゼルバイジャンとアルメニアの係争地であるまあナゴルナカヤバフをめぐってでまあ長年、フランスがアルメニアの方を支援したということがありましてまあそれに対してアゼルバイジャンが反発をしてまあニューカレドリアの反フランスの勢力に加担してきたということがあるというふうに思えます、うんまあ、つまりもともとアゼルバイジャンとアルメニアが対立していてアルメニアをフランスが支援していることに アゼルバイジャンが反発したそれがニューカレドニアにまで及んだということでですすかはいそうなんです、まあ、この根拠となるのが、まあ、昨年10月のことになるんですけれども、まあ、アゼルバイジャンが、まあ、同国でです、ねまあ、新、えー、植民地主,主義人権侵害と正義というテーマの国際会議を開いたんですが、うんまあ、そこで行った、まあ、アリエフ大統領の演説なんですね。 で実はですねアゼルバイジャンは、まあ、2019年に非同盟運動諸国の全会、まあ、一致の決定によって、まあ、その運動の議長国になっているんですけれども、まあ、アリフ大統領はその演説の中でその事実にまあ言及しつつ、まあ、このバンドン会議で周、まあ、恩来、まあ、ネルシなどによって打ち出された反植民地などを理念とする、まあ、平和10原則に最も反してきた国として、まあ、フランスを名指ししているんですね。 でその際にフランスに虐げられてきた事例をさまざま列挙しているんですけれどもその事例の中にはニューカイドニアも含まれておりましたでさらに今年の4月にはニューカイドニア議会とアジルバイジャン国民議会との間での協力覚書も調印されております。えー この覚書は双方の議会間協力とアゼルバイジャンとニューカレドニアの人々の友好関係の強化への道を開くものとして発表されたわけなんですけれどもさらなる緊張を煽りそして反独立派、し親フランス派はこの協定を完全に破棄するように要求しているという状況が生ままれています一方でフランスがアルメニアを支援するというのはなぜなんですか。はい 実はフランス国内にはアルメニア系住民がかなり多くおりましてもともとアルメニアとフランスの関係というのは深かったんですけれども特に最近ではフランスがアルメニアをロシアから引き離したいという思惑もありまして例えば昨年10月にはアルメニアの軍事支援を表明するなどさらに関係を強化してきたというような背景があります。 そしてアゼルバイジャンとアルメニアの間にあるナゴルノカーバフという問題は、まあ、がありまして、まあ、ナゴルノカーバフというのはもともとアゼルバイジャン領だったわけなんですけれども、まあ、そこに、まあ、アルメニア系住民が多くいたということがありまして帰、まあ、属を巡って、まあ、両国はそれ以前からずっと衝突を繰り返してきました。 そういう中でフランスはアメリカやロシアとともに OEC ・いしい民ングループ共同議長国としてその和平プロセスを担ってきたわけなんですけれどもあのアゼルバイジャンとしてはずっとフランスはアルメニア支持だということで反発をしてきたということがあります。 実は私は2000年頃、アゼルバイジャンに1年間留学をしていたんですけれども、うん、その頃もですね、あの在アゼルバイジャンのフランス大使館に生卵がぶつけられたり、こういう行動も盛んに行われていて、うん、あのアゼルバイジャンの反フランス的なムードというのは、かなり前からあるわけなんです。うん 今でこそ、まあ、名古屋のカラバフはアゼルバイジャンが掌握しているんですけれども、まあ、フランスはアゼルバイジャンに対して、まあ、カラバフを弾圧していると、まあ、ずっと批判してきたわけなんですねでそれにもかかわらずフランスだって自国領の、まあ、ニューカレドニアを弾圧しているじゃないかというふうにアゼルバイジャンは主張しているわけですそしてアゼルバイジャンはこうした経緯をもとに、まあ、ニューカレドニアから感謝をされているんだということを国内で懸伝していますはい それからの国際会議などです、ね、アゼルバイジャンが国際社会で存在感を増してきているということなんですけどこれにはどんな背景があるんでしょうか。はい アゼルバイジャンは石油、天然ガスを豊富に所有している国なんですけれども、まあ、それをもとで経済的に成功して、まあ、だんだん存在感を大きくしてきたという経緯がありますが、まあ、ウクライナ戦争が始まってから、まあ、ロシアからのエネルギー輸入をやめた欧州諸国の一部が、まあ、アゼルバイジャンと新規のエネルギー契約を行ったりまたエネルギー価格の高騰、まあ、さらにナゴノカラバフ戦争での勝利などによる実をあの背景に,、まあさらに に存在感を増してきたとということがあります。アゼルバイジャンは長年全方位外交バランス外交を絶妙に展開してまいりまして敵を増やさないように尽力してきました。 まあ、今年の11月に行われる気候、まあ、変動対策コップ29の開催国になったこともまあ実はアゼルバイジャンは自国外交の勝利というふうに検定しているんですけれどもまあそれは実は正しくないんですねどういうことですかはい、えー、コップ29の開催国決定にあたっては、まあ、そもそも旧ソ連当枠の中で、えー、この開催国を決めるというような流れだったんですけれども、まあ、最後まで 国として残ったのが、ブルガギア、アゼルバイジャン、アルメニアでした。昨年、そのナゴルノカ問題が大きく動きまして、アゼルバイジャンとアルメニアの和平が 現実的になってきた中で、うん、アルメニアはアゼルバイジャンとの友好の気持ちとして実は候補から身を引いているんですね、えーで、それを受けまして、まあ、ブルガリアも両国の和平を支援したいということで身を引いてアゼルバイジャンが残って開催、まあ、国になったわけなんですけれどもしかし、アゼルバイジャンは自国の勝利というふうに言い切ってしまってちょっと微妙な気持ちにもなります。 まあ他方でアゼルバイジャンはロシアによるウクライナ侵攻においても独特な立場をとっているトルコと兄弟国でありましてアルメニアがこうロシア離れを起こしている一方で今、ロシアとの関係をどんどん緊密にしています。 特に今、ロシアは中国の一帯一路にこう対抗するような形であのロシアが進めております、まあ、国,あ国際南北輸送回廊という計画があるんですけれども、はい、この計画というのは、えー、ロシアがです、ねまあ、アゼルバイジャン、インドあイラン、インドをまあ経由するような形で,で、まあ、そういう輸送網を作ろうとしているんですね。 でこうしたことにおいても、まあ、ロシアにとってアゼルバイジャンはそして、まあ、さらに際立っているのが、はいまあ、この COP29 の会社に裏付けられるように、まあ、フランス以外の,あの西,西側諸国とも、まあ、関係を良くしているというようなことなんですね。 まあ利害関係で言えば、まあ産油国で天然ガスを豊富に埋蔵しているエネルギー諸国国のアゼルバイザンは、ロシアによるウクライナ侵攻でエネルギーに苦しむ EU 諸国にとっての頼みの綱にもなっています。エネルギー戦略において、えー、世界で存在感を増しているわけです。こうした状況から見てもですね、まアゼルバイジャンは自信を深めていて、まあそれがですね、 このニューカイドニアに対する、まあ、介入の一端の理由ともなっているというふうに思いますはい。あの引き続き伺いますが一方でアゼルバイジャンが火種を抱えているアルメニアとの対立についてはどう考えればいいんでしょうかはいえ、軽装置ナゴミの開幕をめぐる両国の対立というのはま、1924年のマスレンの国境の決定に対応を反してえー、向上的に紛争が起きてまいりましたが、はい まあ、ソ連末期には大きな紛争、そして戦争となりまして、まあ、1994年に停戦が合意されています。まあ、その戦争というのは、まあ、ロシアがアルメニアを勝利あの支援したことによって、まあ、アルメニアが勝利し、 アルメニア系住民がナゴルノカラバフと周辺の干渉地帯を占拠するというような状況が続いてきました、はい、その領土というのはゼルバイジャン領の約20%に相当する領土です。 そしてその後もですね、えー、和平というのはあまりうまくいかず、まあ、2016年に4日間の小規模な戦闘が起こり、まあ、そして2020年に大きな軍事衝突、まあ、これは第二次ナゴルノカラバフ戦争というふうふに言われておりますけれども、まあ、それが起きたわけなんですが、まあ、それでアゼルバイジャンが勝利しまして、まあ、アルメニアが 支配していた干渉地帯とナゴルノ海墓の約4割を奪還しまして、まあ、さらに昨年9月にたった1日で終わったわけなんですけれども、まあ、特別軍事作戦を行うことによってすべてを奪還したというような状況になります。 この紛争の和平についてはフランス、ロシア、アメリカがずっとこ仲介の,あの中心役を担ってきたわけなんですけども、うん、ま常にフランスがアルメニアを支援してきたということで、まあ、今回はこうしたこともニューカレドニアでの不満の顕在化の一端となっているというふうに思います。 でここで1つまあ興味深いのがアルメニアの現状なんですけれども、まあ、先ほどアルメニアのロシア離れということに言及しましたがアルメニアが置かれているのはアゼルバイジャンとはまさに交代相の環境なんですね。アルメニアは長らく親ロシアの国だったわけなんですけれどもアゼルバイジャンとの対立の中で支援が不十分だとしてロシアに不満を持つようになりました。 昨年はロシアが主導する集団安全保障条約機構 CSTO の議長国だったわけなんですがそれにもかかわらずアルメニアで行うときだった合同軍事演習をキャンセルする一方でアルメニアとこともあろうにアルメニア国内で合同軍事演習を行ってフランスとの軍事協力も強化するようになっております。 ロシアが主催で、ですね、今年5月に行われたえモスクワで、えー、行われますユーラシア経済連合のサミットにも、まあ、出席はしたものの、まあ、翌日のロシアの戦勝パレードには参加しないなど、明らかに反ロシア的な姿勢を示しておりまして、<ー> CSTO からの離,離脱もほのめかしている状況です。廣瀬、はい、さん、最後にあの一言を伺いたいんですけれども、アゼルバイジャンのです、ね、国家戦略、この後どういう形で世界に波及していくんでしょうか。 はい。あ、今指摘しましたように、まあ、自国周辺での目立った動きというのは予測しづらいんですけれども、まあ、乳系カイロニアが位置する南太平洋では、現在米中の発見争いが勃発しています。また、その中では、まあ、対中抑止を念頭において、フランスやドイツ、イギスもえ、同地区に関与。 深めてきました、まあ、南太平洋にはまた、あ、シ島で知られるフランス領ポリネシアなどですとかまたそれ以外にもフランス領ギニアや、えー、アルゼンチンなどが多くの,、まあ、あのフランス領がありまして、まあ、そういうところでまたアゼルバイジャンがフランスに仕げられているということで何らかの影響力を行,行使していく可能性を、まあ、キックしております。はい、広瀬さんどうもありがとうございました。 ありがとうございました今朝の聞きたいでした時刻は7時41分になるところです毎朝ここに注目横浜市の科学機械メーカーの社長ら3人が不正輸出の疑いで逮捕起訴されその後無実が明らかになった冤罪事件 国と東京都に賠償を求めた裁判の二審が東京高等裁判所で始まりました担当は清永聡解説員です清永さんおはようございますはいおはようございます横浜市の科学機械メーカー大河原加工機の冤罪事件ですけれどもまずこの裁判は何が争われたんでしょうか、はいえー、もともとは2020年に大河原加工機の社長など3人が機械を不正輸出した疑いで逮捕起訴されましたところが 初公判が始まる前に起訴が取り消されるという異例の措置が取られました、まあ、つまり冤罪と判明したわけです、はい、で今回の裁判はメーカー側が警視庁つまり 東京都それから検察つまり国を相手取って、まあ、違法な捜査の責任を追及し賠償を求めるものですで一審は去年12月逮捕は根拠を欠き検察の起訴も,も不当なものだとして捜査の違法性を認め1億6200万円余りの賠償を命じています で今回はその2審というわけですね、はい、あの判決で違法性は認められたんですがメーカー側は事件について捏造と証言した現役捜査員の法廷の証言が判決で触れられなかったことなどから控訴しましたまた国と東京都も控訴して双方を争い続けて昨日五5日から2審が始まったという経過です。 2審ではどういう審理が行われるんでしょうかはいあのメーカー側は新たな証拠として警視庁の内部メモとする文書などを提出し、まあ、警視庁公安部が証拠を捏造し検察官も追加捜査を行わずに起訴したと主張しています、はい、一方、捜査機関側は違法なことはしていないと主張しています。うん なお担当の検察官一審の法廷に出て間違いがあったと思っていないので謝罪の気持ちはないと述べていますでこの事件では長く身柄が拘束されたことも問題となりましたよねねはいそうです、ね、あの3人のうちです、ね、社長ら2人は1年近く勾留顧問だった男性は交留中に癌が見つかって亡くなりました。 でこの男性、それから家族は入院・治療のため何度も裁判所に保釈を求めたんですが当時の地裁の裁判官は実に7回も退けました、うん、結局、男性は交流の停止という手続きで病院に移されたんですが保釈されないまま亡くなりましたで弁護士などはこんなふうに罪を認めないと身柄の拘束が解かれない現状を人質司法と呼んで強く批判しています。 まあ裁判所もこの人質司法に無関係とは言えないわけで批判は免れません今後の裁判の焦点はどうなりますか、はい、最大のポイントは違法性の有無それから捏造がなかったのかどうかという点ですただ、それにはとどまらず2審ではえん、まあ、罪を繰り返さない仕組みを考えるということにもつなげていってほしいと思いますね毎朝ここに注目清永聡解説委員でした。 続いては、世界の暮らし広く詳しく。ワールドアイ、田中貴信キャスターです。今朝の話題は、世界各地にお住まいの日本人の方に。その地域の身近な話題を伝えていただきます。今回は、カンボジアの倉田浩信さんです。倉田さん、おはようございます。おはようございます。倉田さん、今回はどちらからでしょうか。 今回は日本に一時帰国しておりまして、家族のいる愛知県におります。今、日本にいらっしゃるんですね。今朝はどんな話題でしょうかはい、えー、今日はですね、私も今回の一時帰国で大変だったカンボジアへの渡航しあの航空事情についてお話ししたいと思います。はいえ、どういうところが大変だったんですか はいあの今、一番困っているのがカンボジアと日本の間に直行便のフライトがないということなんですよ。うん、コロナ禍の前2020年の5月までは成田プノンペン間の直行便が毎日1便就航していたんですけど2017年9月にね初めてカンボジアと日本の定期便が就航した時は本当に嬉しくて日本に一時帰国の際は必ず利用してたんですね。それが、うん まあ残念なことにコロナ禍が収束した今になっても実は運休が続いておりまして航空、うん、会社のホームページを見ると今年の10月末まではまだ運休が続くというふうに発表されています。あ、そうですか。と直行便がないということになると、まあどこかを経由して渡航するということですね。そうなんです。うん、どっかの国を経由しないといけないんですよ。うん、経由地はたくさんあってどこを経由していくのが一番 まあ、自分にとって都合がいいのかというのを探すのが大変なんです。はい。まあ、経由するということは乗り換えの時間も余分にかかりますよね。うん、なので、直行便の時は六時間ほどで日本に到着できたのが。経由となると、早くても九時間、長いと二十四時間以上もかかる便もあるんですよ。お<ー>もちろん、まあ、あの航空運賃も今は燃料費が上がっているので。この中以前よりも全体的に高いんですね。はい。なので。 まあコストも便選びの大きな要因となるんですね、まあ、あと私のように仕事で行き来すると時間的に正確でキャンセルや変更の少ない便を選びたいし、まあ、できれば機内の設備例えばまあ食事とかテレビとかが快適な機材の会社も選びたい、まあ、ねもう便選びに要因が多すぎて、うん、まあなのでまあ今回は経由地での待ち時間は長いんですけど 価格がリーズナブルということと快適さを重視してシンガポール経由となりましたシンガポール経由だったんですかなんかシンガポールだと一旦こう日本から遠くに向かう感じがするんですがやっぱり安かったということですね うん、そうなんですよ、シンガポールの飛行場は、ですね、うん、あの空港利用税がかからないということと、うん、あとシンガポール航空は燃料サーチャージが安いということもあって、シンガポール経由の方が安いんです、ね、なるほど、そうだったんですね。えこれ、経由値というのは、どのくらいあるんですか、他にもいろいろあるんですよねはいまず、まあ、ラジオをお聞きの皆様に、皆さんご存知だとは思うんですけど、カンボジアがどこにあるのかご説明したいと思います。はい、え東南アジアジの インドシナ半島と呼ばれている大陸部の方にありまして東にベトナム西にはタイ北にラオスという国に囲まれております、まあ、経由地としての候補はまず隣接している国々、まあ、タイだとバンコク経由とかベトナムですとホーチミンかハノイ経由ということになります、まあ、ちなみにですけどラオスもカンボジアと同じく日本からの直行便がないので、えー、ラオス経由というのは、えー、残念ながら候補にはなりません なるほど。で、タイとベトナム以外、その隣接国以外には、どういう経由地がありますか。はい、今回私が使用した、シンガポールや、あとはマレーシアのクアラルンプール。フィリピンのマニラなどの、東南アジアの国々を経由することも可能です。また、あの、少し離れたところでは、香港とか、台湾の台北ですね。あとは韓国のソウルを経由することも可能です。それで、まあ、今一番便数が多いのは、実は。 中国経由なんですね、うん、中国経由ですと、北京、あとは上海、杭、え、州、っと、と書いて、広州と呼ぶんですけど、広州の各便がですね毎日、就航していて、本数としても本当に中国経由が一番たくさんありますそうなんですね、ただこれ、香港、台湾、韓国の直行便があるのに、日本との直行便がないというのは、なんか不思議な感じもしますけれども、いや、でもそれにしても、 カンボジアと中国との関係がこれ強いということでしょうかそうなんですよ、まあ、最近ニュースなどでも話題になっているのでご存知の方も多いと思いますが中国とカンボジアの関係というのは年々強力になっているように感じます、まあ、昨年10月にはカンボジアの有名な観光地として知られているアンコール遺跡群の近くの街のシエムリアップにですね新しい国際空港が開港しました。まあ、あの以前の飛行場があまりにも アンコール遺跡に近いということで飛行機の離発着の振動で遺跡がさらに壊れてしまうという恐れがあると、まあ、ずっと言われてか,かねてから言われていたので今度はですね市街地から40キロほど東に、まあ、かなり遠いんですけど離れれたたところに建造されました、うんまあ、その飛行場の造成やターミナルビルや、まあ、滑走路の建設などすべ、まあ、てが今回、中国の支援で作られたんですねほうえこれ運営も中国なんですか そうなんですよ。飛行場の運営も全て中国の企業が担っております。まあ、飛行場の周辺にはですね、巨大な街も今造成されておりまして、たくさんの中国からの移民を受け入れるというようなことも、カモジア政府の発表があったばかりですね。まあ、昨年の10月から運用されて、何人かの利用客の方にお話聞いてみたんですけど、今までの空港があまりにも、 町に近くて便利だったので、まあ、40キロ離れてしまったこと、またそこにたどり着く公共交通機関がないということで、非常に利用しづらいという意見が出ているようですあ公共交通機関がないですね、そ,それは問題ですねそうなんですよね、同じように、まあ、今、首都プノンペンでも、まあ、数年前から第二空港の建設が、同じく中国の支援によって進められてます。 プノンペン市街地から今度は南に20キロほどのところに作られていて、来年まあ、開港を予定しています。新空港の名前には、前首相の名前の一部が付けられているようですねで。今この新空港からプノンペンまで地下鉄を走らせるという計画も持ち上がっています。まあ、この地下鉄の整備には、ぜひ日本の技術で支援をしてほしいと、カンボジア政府からの熱いラブコールが上がっておりました。 まあでもまあ今のところ日本側の方の正式な発表は行われていないんですけど、まあ、正直、私も日本人なのでぜひ日本の支援によって整備されたら嬉しいなあと思っておりますうんなるほど、ね、あの中国のことは別にしましてもそのカンボジアが発展することは、まあ、いいことですよね。 本当ですよね、まあ、あの空港が大きくなってたくさんの方がカンボジアを訪れてくれるそういう機会が増えるということはとても嬉しく思います人の移動が、ね、多くなるとその分地域経済も活発になってくると思いますし今後のカンボジアの発展のためにもぜひたくさんの方にカンボジアに来ていただいて現地を知っていただきたいと思いますはい深田さん今朝どううもありがとございましたありがとうございました。 今朝のワールダイは日本に一時帰国中の倉田博信さんにお聞きしました先日放送の著者からの手紙改めてお伝えします週の後半を迎えてちょっとお疲れ、うん、という方もいるかもしれませんけれども、ね、昨日もね あと一人かかから逆転ででしょな <laughs> なんか疲れちゃっって寝つけなかったですそんなの「疲れるメカニズム」そして「疲れることの意味」について書かれた本「疲労とは何かすべてはウイルスが知っていた」の著者で、はい、東京慈恵会医科大学疲労医学講座特任教授の近藤和弘さんに田中隼人キャスターが伺いました。 近藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまず近藤さんが長く疲労を研究テーマとして取り組んできた理由これを教えてくださいはい。と私はヘルペスウイルスというウイルスの専門家だったんですけども<ー>その中でも特にヒトヘルペスウイルス6っていうウイルスが慢性疲労症候群の原因じゃないかという説が昔あったんですねでそれで疲労の研究をするようになったんです <laughs> こう冒頭、お書きになっているように、疲労についての研究は日本が世界で最も進んでいる、これそうなんですね、はい、実はそうなんですけど、これは決して喜ばしいことではなくて、日本人が非常に疲れているという理由によるものなんですね、<ー>世界的には疲労を防ぐという生活習慣がもう定着していますので、日本ほど疲労のことが大きな問題にならないんですよ。 そして近藤さんは冒頭で疲労はさまざまな病気の原因となる医学上の重要問題ですと指摘しています放っておくとどんな病気になってしまうんでしょうかはい疲れは万病のもとというのはあの昔からよく言われていることだと思うんですけどまさにその通りで、まあ、一番ひどいのは過労死って言われているものですよねでその代表的なものとしてまずうつ病による自殺ってのがありますあととと梗塞とか脳一とか脳血 はい、そういう重い病気もありますし、まあ、疲れている時は風邪をひきやすいというそういう一般的な病気のもとにもなります近藤さんは疲労を客観的に測定するのは難しいとする一方で唾液中のウイルスで疲労を測定できたとしていますこれどういうことでしょうか、はい、ヘルペスウイルスっていうのはいくつか種類があるんですけどみんな大体総じて体の中に普段は潜んでるんですけど 人が疲れると外に出てくるとい性質があるんですよね、うん、一番有名なのは疲れると唇にヘルペスという出来物ができるというのがあるんですけど、まあ、そういう性質を利用しているんですねで我々が使っているのは先ほどお話したヒトヘルペスウイルス6というウイルスが唾液の中に出てくるという現象を利用します疲れると体に出てくる症状を逆算していくそこを利用したわけですねそうですねはい では疲労を回復させるにはどうすればいいかこの3本の中で軽い運動をすると回復する疲労しないと疲労が回復しないと論じていますこれ難しいんですがどういうことでしょう、はい、実はですね疲労ってある意味すごく単純なシステムで起こっているんですね EIF2α っていうタンパク質を作る酵素があるんですよ、うん、でここにリンですねリンがくっつくとその働きが止まる で、これが実は疲労なんですね。で、リンを剥がしてあげると疲労が回復するという。実はすごく単純なシステムなんですね。で、ただ、この剥がすためのその働きをする酵素を出すためには、少し疲れないと。この酵素が出てこないっていう、なんか変な関係があるんですね。で、そのために軽い運動でちょっと疲れてあげると、重い疲労が回復するという。そういう仕組みになってます。うん。 でそして近藤さん疲労回復に効く食品も本の中でいくつか挙げられていますどんな食品が効果が高いと言えますかはいこの時に疲労を回復するっていうのがあるんですけど実は疲労そのものと疲労感 あの疲労疲れたと感じるってことは少しギャップがあるんですね、うん、で疲労感の方疲れた感じを回復させるものっていうのはこの世の中にたくさんあるんですけど疲労そのもののもを回復させるっていいいうはは実なななかなか難しい話でであまりいい食品がないんですねただ一つ決定的に分かっていることはビタミン B が不足してしまうと疲労が回復しないっていうことは確かなのでビタミン B をしっかり取るっていうのはとっても大切です。 ではビタミン B1 を多く含む食品ってどんなものがあるんですかはいこれ実は米ぬかが一番多いんですね<ー>だから玄米を食べるとかあと小麦ですね、うんはい、それから特に豚肉ですねこういうものに多く含まれていますそして近藤さんこうした疲労を生理的疲労としていて著書ではこの後疲労の分類としてもう一つある病的疲労について解説しています。 この病的疲労の代表的な疾患には慢性疲労症候群、うつ病、新型コロナウイルス後遺症がありこれらは測定が不能で回復が簡単ではないと細かく解説されてますねはい。そうなんですさっきお話しした唾液の中のウイルスを測るという方法ではこれは引っかかってこないんですね、うん、病的疲労というのは実は脳が炎症を起こしていて すごく強い疲労感が出るっていう一種の疲労という症状の病気なんですねだから普通に運動して疲れたとかそういう生理的疲労と呼んでいるものとはかなり性質が異なります脳の炎症が起きているそうですだからうつ病が起きたりとかするということですねそれはウイルス感染が由来になってそうなるんですかそれがこの脳の炎症は脳の中には ウイルスはいないんですよ。さまざまな原因があるんですけど、脳にウイルスがいて、こう病的疲労になるんではなくて。違うシステムなんですけど、脳が炎症するっていうところが。実は今までよく分かってなかったことなんですね。けど、そのきっかけとして感染が何らか働いているかもしれないです、ね。はい。そういうことを引き起こすウイルスっていうのは、すごく少ないんですけど。例えば新型コロナなんかは。後遺症として脳の炎症が残ってしまうという性質があります。 そして本の中では巻末で疲労をもたらすウイルスを除去することも疲労をなくそうとすることも特策ではなくむしろ危険だと指摘されています疲労は今お話にあったように深刻な病状をもたらすこともありますけれども取り除くのは危険これはなぜでしょうか、はい、はい、疲労っていうのは痛みと同じで 体の危険を我々に知らせてくれるアラームなんですね痛みのない人っていうのはそれこそ怪我がしたことも分かんないとかすごく危険だっていうのは想像つくと思いますけど疲労を感じない疲労がない人っていうのは要するに体が無理していてもうまさに。 体の組織が死にそうだとかいうのも自分で分からなくなってしまうので、まあ、非常に危険な状態なんですねだから疲労というものがないっていうのは考えられないということになりますでこのヒトヘルペスウイルス6は略して HHV6 とも言うんですが疲労を引き起こしているこの HHV6 というのがない状態っていうのは怖いと言ってるのは私の仮説ではあるんですけどこれが人類に文明を もたらしたウイルスだって考えているので、これをなくすと、例えば世の中に天変地異が起こって、でまた新たに文明を起こさなきゃいけないって言った時に困るんじゃないかとか、まあそういう S.F. 的な考え方をしていますうん、うん。文明をもたらしたのはどうしてかって、ちょっと簡単に説明してもらってもいいですか。はい。 実はこの HHV6 の中にシスワンっていう名前をつけたうつ病の原因のタンパク質があるんですけどこれがあると人はすすごく不安を感じるんですねでそのために我々の祖先のホモ・サピエンスは集団で生活するようになってで常に自然界をの脅威をこう認識するようになったでそのために文明が発達して科学が発達して っていうことじゃないかっていうふうに考えているので、これがなもしなかったら。もうちょっとこうのんびりした人になってしまって、今みたいに科学が発達しなかったんじゃないかというふうに想像しています。だから、やっぱり疲労というものの、その重要さみたいなものをやっぱ認識していただいて。うまく疲労をコントロールしてほしいなと思ってます。うん、疲労とは何かの著者、近藤和弘さんでした。近藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 六月六日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー 6月6日でございます、はい、え平令和6年の6月6日<お>朝6時なんとそうなん並んでいる6並びのですね<ー>朝を迎えております、はい、だから何かということはないんですけどただやっぱりあの6が6つあ3つ並ぶとですね我々おじさん世帯はみんな「おーおめん」っていうのが「ダミアン」っていうね分かんないよねはい あの昔ホラー映画でオーメンっていうのがあってそれであの主人公というか出てくるキャラクターがオーメンっていうね、うん、あのキャラクターで,、はい、で6が6つなあの3つ並ぶっていう666っていうのがこれがあのヨーロッパじゃ悪魔の数字と言われたりしてですね<ー>あの非常に不吉なんだよっていうのが<ー>あの日本中に広まったのがその映画であったとそうなんですねはい、はい、そうなんですよ、はい、だから6が6つ並ぶっていうのはまあこれ欧米だとなかなかないよねという いう話なんですがだからほら日本のホテルでさあの昔ながらのホテルとか旅館とかだとあの末尾が4のねはいとか42とかっていうのがないじゃないないですね,そうですね飛ばしてるじゃないのと一緒でうん、うん、向こうだと6階の66号室っていうのは基本的にはありえないみたいなねなだからでこの数字が並ぶっていうのは、うんまあ、そうは言ってもゾロ目ってねあのそれはそれで。 えー、あのなかなか出るもんじゃないっすっそうです、ねはいえー、特にあのサイコロ振ってなんていうとゾロ目が出てって言うとねあのピンゾロお1のゾロ目が出ると、えー 道元の総取りみたいなことになってえらいこっちゃっていうですね <laughs> 話にもなるんですがあのやっぱりなんかこう珍しいもんでですねこれ記念のものをいろいろ出すっていうのが昔は結構あったんですよで私覚えてるのはあの平成昭和から平成になるぐらいが私のちょうど小学校中学校ぐらいの時代だったんであの記念切符をいっぱい出してたんですよあの時期どこの鉄道会社もですね555の記念切符とか666の記念切符とか777の記念切符 キープとか出していて<ー>いや最近はやっぱりねこうスイカパスもあるいはこうスマホでピッっていう時代だからもうないのかねとでそれだけじゃなくて最近だともうスマホだスマホじゃないわあのクレジットカードもピッの時代だから、はい、ないのかななんて思っていてそんな話をしてたんでしょうあんまりあの見ないですねなってだまあなくなっちゃったのかねなんてで一応調べてみたら実はあるってあるんですか結構ザクザク出てきて<ー>このあの 関東一円でもですね、まあな、JR さんはそんなにないのかなやっぱ私鉄各社はここでもう、ねえー、記念切符を出そうと相<ー>鉄だったりとか京<ー>成、新京成というあたりはですね6を並べた新京成線なんていうのは6がつく駅もあったりするっていうねむつみっていう駅があ,りますあそうですだからね、それに絡めたような切符を出したりとか。 やっぱあのー、それなりにこの6並びっていうのも日本じゃビジネスチャンスになるんだなと。 やっぱり、ね、こういうところは民間のパワーってのはすごいっすよ。ええー、ログが並んで。ねあの、私なんかはですね、え昨日のあの、甲子園球場の試合なんかを思い出して、ログだもんじゃねえっていう風に、<laughs> うまいこと言ってる場合じゃないんだよ、本当に。打てないんで。でもね、やっぱあの、こういうところで、えー、あの、元タイガースー、バファローズにもいらっしゃった、そして、えー、あれですね、ファイターズにもいた、あの、糸井義夫さんがね、 あのツイートしてましたけれども何をやってもうまくいかないときってどの世界でも必ずある僕たちにできるのは信じて応援するそして希望に満ちた明日を迎えるというふうに「BELIEVE」というハッシュタグとともに書いていると。 いうあたりががさすだなとこの間ねあの鳥谷隆さんの特番の時に伊藤嘉男さんに、あのー、最初はサプライズで出てもらったんですよ、うん、全然鳥谷さんが気づかなくて、うん、こっちからヒントいっぱい出したら「<laughs> よしって言い出した <laughs> ようやく気づいたという本当に根っからの明るいキャラの伊藤嘉男さんやっぱそこら辺はね、えー、こういうムードメーカーが今タイガースのベンチにいるのかと。 言うともうこんなもんね「ログが並んだこの日はログなもんじゃねって言って笑い飛ばすぐらいのことをしないとややっっててらられれんぞとやってられないよでもね、はい、順位は下がらないんですよ。 交流戦マジックでございましてあおー、うん、みんなで負けりゃ怖くないんですね今日もショーアップナイターはあー東京ドーム巨人対ロッテの試合をとそうなんですよパ・リーグの, <laughs>、ね、あのチームは頑張るとかえって順位が下がらないということもありますんで <laughs> その辺も希望を見いだしながらですねえ、えー、今日もやっていきたいと思います。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事アップそうオープニングむつみの話をしたんですがむつみは、えー、東部アーバンパークライン。 えー、野田線でしししたたね大変失礼いたしましたそうなんでこれが頭にこびりついたかっていうとあの花も実もある666の記念切符っていうのを今日渡良瀬渓谷鉄道ってところが発売するらしいんですよ。<ー>でこれ渡良瀬渓谷鉄道って相生っていう駅からつながって伊勢崎線に行って、うん、でそこからですねあの乗り換えれば、えー アーバンパークラインに乗れるということで、はいはい、なんか、あの、普段は連絡乗車券は発売してないんだけど、今日だけやるんだっていうの、ね、<ー>ええ出てたんで、それで大変失礼いたしました。<laughs> 本当、皆さんやっぱよくご存知でいらっしゃいますねえ。ありがとうございます。えそう、あの、これ、発売する、 会社とそうじゃない会社があるってそういえばちょっと思い出したのが、うん、令和に変わる時にあのあ<ー>西暦表記に変える変えないっていうのが問題になったんですよ。ははい、はい、そうであれ直前までがあの平成があって、うんはい、平成31年で表記していたところが、うんえー、5月1日から、えー、令和元年の、えー 5月1日になるっていうところでですねあのこれで切符を差し替えるのどうするって言ってじゃあこれを機に西暦表記に変えようかっていう,ようなところが出てで西暦表記に変えているところはこれ並びの数字にならないですよね24の66になるから,かならな、ね、だからあの記念切符を作ろうにもできないっていうです、ね、は<ー>そうそういこの先だと33年3月3日までないんだろうなきっとな。 えー、西暦表記の会社は、確かにそういう意味ではこの、この言語表記の方がビジネスチャンスがいっぱい転がっているのかっていうですね。<laughs> えーえー、いろんな世相がわかるぞっていう話なんですが、えー、ただ間違いは間違いでございました。失礼しましまたさて、えー、このあと6時半過ぎから、えー、コメンテーターの方々ご登場です。今朝は学学戦略学者奥山雅史さんです、えー、まずはあハマス イスラエル情勢、全、えー、面訂正に基づく合意に対して真剣かつ前向きに取り組む考えと、まあ、中東情勢をお伺いします。そしてニュース7時またぎはあ中国とアメリカの関係等々というところ、えー、中国の習近平国家主席はメキシコの次期大統領に対して祝電を出しました。で、一方アメリカのバイデン大統領はメキシコとの国境を管理する新たな大統領令を発表しました。えー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは日本国内の話。まずは政治資金規制法 改正について衆議院の特別委員会で可決となりました、えー、今後本会議で可決されて再任送付という流れになりますが、まあ、このあたり共同通信の編集員久江さん、えー、久江幸彦さんと、えー、電話をつないで、まあ、今後の政局であったりとか、えー、解散等々というところも聞いていきますでさらには今日の新聞各紙一面トップですけれども出生率、えー、2023年は1.20であった過去最低を更新したというニュースも取り上げますそして基、えー 朝鮮半島情勢アメリカと韓国が訓練を行ったというニュースそして天安門事件から35年というところも取り上げてまいりますメール X こちらですメールアドレスはコージーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーク 1242.comX のハッシュタグは「ハッシュタグコージー1242」「コージー1242」です さあ、この時間最新の株と為替の情報をがいため、ガイタメ .com 総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さんよろしくお願いします。はい、外為ドッ .com 総研の神田です。おはようございます。おはようございます、はい。現地5日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて96ドル4セント高い、38,807ドル33セントで取引を終えました。うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は、 三百三十点八六ポイント上がって、一万七千百八十七点九ゼロでした。うん、再び最高値を更新です。はい、円相場は約一円二十銭、円安ドル高の一ドル百五十六円十銭付近で取引されています。うん アメリカの5月 ISM 非製造業景況指数が9カ月ぶりの水準に上昇したことで、はいえー、156円50銭付近まで円安ドル高に触れる場面もありましたまあ今月に入り円相場は値、ね、動きが非常に荒くなっています、はい、まあアメリカ景気が減速し始めたのではないかとの見方が出ているため<ー>、えー、この経済指標の結果に一気に 自由しやすくなっているようです。うん、本当このコーナーでね。伺っても毎日1円余り、ねえー、前後してますもんね。はいまあ、そして明日、はい、7日にはね。アメリカ5月雇用統計。 はい、えの来週はアメリカの日本、アメリカと日本の金融政策発表が続きます。<laughs> はい。円相場はあしばらく値、ね、動きの荒い時間帯が続きそうです。なるほど。わかりました。はい、金田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 えー、ここが気になるのコーナーでススタジオ長官各市が入ってきました今日は、えー、子供に関することが一面トップ各市というところであります、えー、まずですね、えー、朝日新聞一面トップは、えー、児童手当を拡充支援金徴収改正子ども子育て法成立という方を一面トップに上げております、えー、まあ少子化対策を盛り込んだものだよというところでまあ、児童手当の拡充については 12月から支給されるとということになっておりますで一方で財源の一つ支援金という名前これ医療保険料と合わせて徴収すると、まあ、最初は保険料が上がるって話をが出てたんですけれどもいやこれを保険に使ったら法律がガタガタになるだろうと保険名目だとお金集められないよって言ったらお金集めるのをやめるのかと思ったらそうじゃなくて名前を変えたというところで徴収するのは、えー、支援金だそうでございますが結局あの保険料が上がることには変わりはない。 というところでございますえー、そしてまあ,あそのねえー。こうした。あ 法律であるとか政策がなぜ出てくるのかというところの元になるのが出生率で、えー、各市他の各市はです、ね、これが一面トップであります、えー、読売新聞、出生率最低1.20、えー、昨年8年連続減東京1下回るという昨日、厚生労働省が発表した2023年の日本人の人口動態統計とでこれで1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率と。 こういうものが出てきて過去最低の1 2例だったということであります毎日新聞もこれが一面トップ出生率1 2例過去最低産経出生率1 2例過去最,最低更新 え最小72万人東京は1割、えー、日本経済新聞も出生率1.20で最低昨年、東京は1割で東京新聞は、まあ、東京の新聞ですので東京の数字をメインに持ってきていますその東京が1割れたという出生率東京0.9923年全国1.20過去最,最低更新ということでありますで一方で人口84万人自然減過去最大と。 亡くなった方の数の方法が多いというところです。 えーまあ、このあたり、後ほどまた、ね、取り上げてまいりますそして、まあ、気になるニュースですけれども、まあ、各市田中の方で取り上げているのがです、ね、あの一方でそのうん賃金についての話中小企業の、ね、賃金の賃上げが3.62%だったという話これはあの日本商工会議所が調査したという数字でそれと並んで出ているのが、えー、昨日、厚生労働省があ合わせて発表した、えー、毎月勤労統計調査の 速報によると1人当たりの平均賃金を示します現金給与総額は上がったんだけれども、まあ、それに物価の変動を考慮した実質賃金は0.7%減となりまして25か月連続マイナスであったということであります、まあ、賃上げ、賃上げ言ってますけれどもやっぱり物価の伸びにこれが負けているという状況が2年余り続いているというところなんですが、まあ、中小企業の賃上げ日商が調査すると3.62%。えー 大企業中心の春闘は5%というような、ね、景気のいい数字が出てましたけれども、やっぱり、えー、中小企業はあそこまでは至らないというところであります。でこれは労働分配率で見ても中小はあ少ない利益の中から結構賃金に割いているんだけれどもそれがなかなか、えー、うまくいっていないということが。まあ 法人企業統計などから、あ、分かってきているんですが、えー、一方で大企業は、労働分配率が5割を切って4割も切ったというような数字があります。だから、えー、大企業にはまだまだ余力があるし、で、これを中小企業にしっかりと支払わなきゃいけないよね、ということで、えー、厚生労働省が、あ、ごめんなさい、えー、厚生取引委員会が昨日発表していたんですけれども、また調査やるよと。 えー、中小企業にちゃんと支払ったかどうか。えー、前回11万社調査して、そして、えー、大企業10社余り、えー、大発とかですね、えー、に対して、えー、社名も公表して、えー、やったというのがありますので、まあその辺がどうなっていくのかというところであります。高垣金なるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は地政学戦略学者奥山正志さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。 さあまず伺っていくのはイスラエルとハマスを巡るこの中東の情勢あの全面停戦に基づく合意に真剣かつ前向きに取り組む考えだとハマス側がそういったアプローチをしてきているところが私はですね、はい、やはりあのイスラエル側がこの問題の核心って何かというとですね、はい、イスラエル側が全く政治が機能してないという。 ところにあると思っております。<ー>というのはですね。はい、これは皆さん覚えてますかね？去年の。まあ、そのハマスの攻撃が起こる、はい。あの時点の時にですねえ、うん。<laughs> それまで毎週末。 デモが行われてたのを覚えてますかねイスラエル国内で、はい、でやっぱりの今の,そのネタニヤフ政権、これもう今期、6期目ですね、<laughs> はい、15年間もうやってるんですけど、連立連立をずっと続けてる政党なんですね、あれリクードというあの宗教右派というか、ええ、まあやや保守寄りということになるんですが、その政権がです、ねはい、ずっとその極右側になる 向こうでいうとです、ね、うん、宗教シオニズム、ユダヤの力とかって、そういうあの宗教系の保守系団体があるんですけど、うん、そこと連立を組まないと、うん、政権運営ができない状況になっているとで、特にまずいというか、その非常に批判を受けてるのが、今の副首相にあたる法務、ね、大臣、ヤリフ・レビンさんという方がいらっしゃるんですけど。ほうほう この方がまあ無理やりその法律解釈いろいろやったり、裁判の制度をですね変えちゃうみたいなことをやって、国民の中からまあ大批判が出てると、そういう状況の中で、実はネタニヤフさん、いろいろ汚職事件とかありまして、全然この政権運営、彼らにかばってもらわないと、政権運営できないという状況になってる中で、ですねじゃあもう、その右派の言いなりというか、極右側の言いなりで、 運営じゃあ、極側って何してる人たちかというと、ハマツを殲滅すべしという人たちじゃないですか、はい、戦争をもどんどん進めていかなきゃいけないという人たちなので、えー、今のネタニヤフ政権、ハンドルはネタニヤフさんあの、握ってるんですけど、はい、行き先を指定できない運転手みたいな、うん、<laughs> ラリーのドライバーみたいな感じになっちゃってるっていう感じですかね。ナビゲータータは別に言う、はい、という状況ですんなで国民のの大半この連立政政権権に反対してるる状況なんんですけけどネタニさ続ために 無理やりなるほど、はい、まあ自分の延命のためにとということですよね、うもうこれ、今、評価として、ユダヤ人の歴史の中で、リーダーとして過去最悪なんじゃないかと言われてる状況、うん、そうしてくると、僕はなかなかこれでハマス側が求めてきたとしても、停戦、はい、っていうのは、逆にイスラエル側の事情でうまくまとまらないのかなというふうに、うん、ちょっと悲観的に見ざるを得ないなというのが、僕の印象ですね、うん、なるほどな。はい えまずはこの中東情勢からお話しいただきましたお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方 スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています また株と為替の最新情報もお送りします日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信していますぜひフォローして番組に参加してください お送りしております。OK コーチアップ、えー。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者奥山正志さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、ニュース C またぎ前半戦こちらのニュースです。中国の習近平国家主席メキシコ次期大統領に祝電。 中国の国営通信社、新華社によりますと中国の習近平国家主席は4日、メキシコ大統領選で勝利し初の女性大統領となるシェインバウム前メキシコ市長に祝電を送りましたまた、シェインバウム氏との戦略的な意思疎通を強化し両国関係が新たな段階に到達できるよう導きたいと表明しました。 包括的戦略パートナーシップを結ぶメキシコとの関係を非常に重視しているとも強調したそうです、はいあのー、やっぱりアメリカの,、ねはい、あのすぐ裏側というか隣にある国と仲良くしていこう、まあ、大体そういう大国というのはその相手のライバルのまあ嫌がることというわけではないんですけど、まあ、もちろんこれは普通に外交的にということなんですけどやはりアメリカのすぐ隣の国。 えー、メキシコとかカナダとか非常に関係を強化しようというインセンティブが強く持っているというのは大国同士のの、ね、付き合い方として、まあ、当然だとういうことだと思います、はいえー、この中でですねやっぱり最近僕が注目しなきゃいけないなと思っているのはです、ねはい、アメリカの中で、まあ、次期大統領選を見据えてですねはい 中国政策どうしていこうかという話が非常に今盛り上がっております。<うん S 1> はい、これあのアメリカの中でですね。<はい S 1> おそらく次トランプ政権が誕生するのであれば、政権入りするだろうと言われる。確実だと言われる人たちがですね。次々に今。 あの戦略構想みたいなものをいろんな論文とかで出してるんですね、はい、こういうなんかこう、戦略をこうなんかみんなで発表するみたいなことをやってるんですけど、かなり過激なものが 最近出てきてるということが言えると思います。うん、一つがですね、あのまあいの中国に対してはその対中アメリカの中での対中政策ってだいたい三、四段階とか三段階、まあ三波四波分かれてると言われているんですよ。はい、でその中では一番最近出てきた過激なのが、うん、えー、北京をまあどちらかというと潰せというか、うん、あの冷戦で今もう常にアメリカと中国は冷戦になってる。うん、だったら、えー、こう中国に勝たなければいけ。ない ないと ビクトリーっていう言葉をですね、はい、使うような人たちが結構出てきたんです。これあの前のトランプ政権で代表的な人がですね前のトランプ政権でももう政権入りしてたんですけど、マットポッティンジャーという方がいらっしゃいます。で今のえっと下院議員でですねもう引退されるんですけどその方えっとマイクギャラガーというこのこの方ももともと海兵隊とかでやってバリバリやってたですね共和党の方なんですけどこの方々がですねビクトリー論文と呼ばれる <laughs> 論文を書きまして、中国とこう今のバイデン政権のようにデタントと言って、ちょっとその今関係をやっぱり強化しなきゃいけない、中国とやっぱり譲らなきゃいけないというか、お互い協力しなきゃいけないって言ってる、これ、外交的にはまあ当然なんですけど、そういう姿勢を厳しく批判するという論文を、ですねフォーリンアフェアーズという結構有名なですね外交紙に書いてきたんですよ。それがですねやっぱどうしししてててもその結構あの議論を巻き起こしてましてえでやっぱり中 あのアメリカがその中国と戦って勝たなきゃいけない、めちゃめちゃ過激じゃないですか、うん、これ、冷戦時代、やっぱ同じような議論があって、はいで、それに対して勝たなきゃいけないっていう議論をやると、<ー>ちょっとそれやめてくれみたいな形で,です、ね、議論が起こるんですね、こういう議論が起こるのが、はい、僕はねあの、やっぱ横で見てて、羨ましいなと、ええ、やっぱ思う部分があるわけですよ。 冷戦時代ってこういうふうに議論を戦わせるということをまあ積極的にやることによってですねアメリカ、今すごく過激なその中国を潰せというかまあ勝利しなきゃいけないということを言ってるんですけどそれに対してこういろんな議論が横で行われていやそれじゃまずいみたいなところが出てくるこの議論の掛け合いが面白いなというわけじゃないんですけど日本もそういうところの議論にね入れたらいいなと。 思いますよねただ、アメリカってやっぱりこういう過激な議論をすることによって、その反対の過激な議論もこう出して、ちょうどその中間にこう政策を押し込んなんかこう落とし込んでいくっていう、うそういう議論ができるのは非常に羨ましいなという部分は日本、どうしてもね過激な議論をこう抑え気味にしてしまうところはあるみんなで自己規制しちゃうみたいなそれよりは、こういうふうに自由にできるのは大事かなと思ってます。はい 今朝のコメンテーターは、地政学戦略学者、奥山正史さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、奥山さん X も様々つぶやいてらっしゃいますが、はい、この間、あのー、ある画像をね、えリポストされていて、なんでしょう。あのー、なんか、ボディーガードみたいな人が、マックの、 苦労 <laughs> をいっぱい持ってやってきたっていう、ね、トランプさんの、あれはお昼ご飯なんですかねた <laughs> 多分そうだと思うんですけど、トランプ大統領って、ものすごい食事が、まあ、偏ってるという話、マックでですね、えっと、食べる量、それ、ちょっとっ僕、見て、えー、びっくりしたんですけど、あのビッグマックあるじゃないですか、大きいやつ。はい あれを2つ食べるだけじゃなくてフィレオフィッシュって魚のやつあれも2つ食べるさらにラージのでっかいやつですねのチョコレートのマックシェイクっていうんですかねあれも食べるお飲みいただく合計2 5 0 0カロリー大人のええ 一日分を超えてますよね。<ー>それを一食で食べてるという。すごい。僕は2つ食べたことあるんですけど、ビッグマン君。うん、ちょっと、いやまあ大変ですよね、あれ。結構きついと思います。はい。それを4つもすごす、ね、食べて4つもというか、はい。それプラスで、どういう胃袋してんのかなっていうのは、ちょっと前から。<laughs> やっぱそのぐらいのこう体力みたいなものがないとない, <laughs> いうことなんですかね。ちょっとすごいなと思いました、<ー>成功する人ってやっぱり違うなと思いましたさあ、そのアメリカのお話、大統領選も近いというところですけれども、はい、そのもしトランプさんが政権を担ったときに。 外交政策を担うだろうという人たちが次々論文を発表していると、さっき名前が出たポッティンジャー氏などは、台湾に対しての当たり方も、今の守るか守らないかの曖昧政策はもうやめるべきだということも、これ、持論としてずっとおっしゃってまずっとですね、今度、新刊が出るんですけど、まさに台湾を守らなきゃいけないということをずっと言っておりまして、それをやっぱアメリカがやっぱり積極的に守りに行く。 なので、やっぱりあ中国側のその意図としてやっぱりたあの台湾を侵攻に行くのを必ず防がなきゃいけないということを言っておりますよね。でそのためにはやっぱ全般的にこの冷戦として今の中国に対して。 勝たなきゃ、はい、いやっぱりかつもちろんその勢いもちろんまあ僕もその勢い的なところは評価しますけど、はい、果たしてそれをできるだけの力がアメリカに残ってるのかっていうところは。 えやっぱりちょっとこう気になる部分ではありますよね。まあそのために日本ももちろん頑張ってくれと、はい、いうことだとは思うんですけど、えー、あの非常にそこまでやる気があってできるのかなというところが正直あの不安なところではあります。うん、はい。まあ今は中東があってさらにウクライナもあってというところで、はい、このまあ三正面にできるのかといそうなんですよね。はい。これは地政学でいうところの三大戦略地域って僕はよく言ってるんですけど、はい、まあその二つの地域にアメリカがやっぱ足を引っ張られる中で、うん うん、その中国に対するこの東アジア正面で、正対できるのかというか、真正面からこ,うことを与え,与えられるのかというところは、すね、我々気になるところではありますよね、まあ、日本がそれに対して、非常にコミットしていかなきゃいけない部分も出てくるわけですけど、はい、さあ、そして一方で、じゃあ、バイデンさんはどうかというところ、こちらのニュースです、はい、アメリカ、バイデン大統領、国境管理を強化する新たな大統領令を発表。 アメリカのバイデン大統領は4日メキシコとの国境に押し寄せる記録的な人数の移民の抑制を目的とした包括的な大統領令を出しました新たな大統領令では不法に越境した移民について亡命申請を処理することなく迅速に排除できるようになります不法越境者が1日あたりの制限人数に達し国境管理当局が対応しきれなくなった場合に適用されるとホワイトハウスは声明で説明しています ということで、まあ、国境管理をする管理を、バイデン政権に入ってから、はい、え合計して、ですね、まあ、いわゆる不法移民という形で入ってくる人の数が、すで、うん、にこうもう3年ぐらい経ちますけど、ええ、1000万人超えたという、噂があります。<ー>いや1000万人って1000万 相当なな数じゃないですか台湾とかの半分ぐらいの人口とかっていうふうに考えると隣のカナダが2300万とか400万とかって言われてるんで<ー>そうするとそれぐらいカナダにの半分ぐらいの人口がアメリカに入ってきてるっていうことを考えるとまあ相当な数だよねというのは、ええ、皆さんもお分かりいただけると思うんですけど、ええ、これやっぱり次の11月に、ね、行われる大統領選のものすごく大きな争点になってるのはこれは間違いないと思います。今アメリカ アメリカの大統領選の,この争点、つい先日です、ね、トランプ大統領有罪判決、出ましたね、量、はい、刑に関してはこれ、7月11日に発表されるということなんですけど、うんえー、これに関して、まあ、意外にその支持者の,、えー、そのトランプ大統領に対する岩盤支持層、やっぱありますので、うん、彼らはあまりそのインパクトを受けなかったということは言えると思うんですけど、現在、トランプ大統領、あのかなりこの移民問題、 これにおいて相当リードしている、まああの、トランプ大統領自身、前大統領言ってるのはこれむちゃくちゃなんですけどあの、とにかく意味排除しろと言ってるのは、非常に大き,大きいアピールになってるんじゃないかと、今、アメリカですね、ほぼ7州ぐらい、50州あるうちの7州、これちょっと今言いますと、はい、ネバダ、アリゾナ、ノースカロライナ、ジョージア州。でうんうん、さらに 一番大事なのはこのペンシルベニア、ミシガ、ミスコンシンっていうこの3つが州があるんですけど<ー>ここの最大の,その争点の部分のになっている州の中で、やっぱり大きな争点になってるのは今、3つあると言われてます。1>, 1つ目が経済ですね、先ほどカナダのインフレの話もありましたけど、そういう経済状況をどうするか、生活にやっぱり直結します。で2つ目がやっぱり 安全をに直結すするこの移民問題ですよねでトランプ大統領は、かなり排除していくということを、移民を排除していくということを無理やり言ってますので、と、はい、いうことですね、なので、経済、移民、そして3つ目が女性の中絶問題、<ー>はい、これですね、ただ、やはりインパクトとして強いのはやっぱり経済で、その次はやっぱり移民ときてますので、この移民を今回、先ほどのニュースで言うと、バイデン大統領、これ、前大、大統領選における、まあ、自分がケアしたよと。 この移民問題も、も私もしっかり真剣にやってますっていうところだと思うんですけど、はい、やっぱりあの宣伝的には、ですねやっぱトランプ大統領がこの移民を絶対に排除する、え何だったらもう100万人規模であの移住させてやるぞっていうと、あ<ー>もうあの、送り返すと、送り返すというと、やっぱりインパクト強いということになりますね、トランプ大統領、有利だと思います6月27日にありますので、そこでどうなるか。 ですね、はいおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山雅史さん取り上げるニュースはこちらです 政治資金規正法改正へ新たな修正案を衆院特別委員会が可決自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受けた法改正を議論する衆議院政治改革特別委員会は昨日自民、えー、改正案の新たなあ修正案について、えー、自民公明日本維新の会の3党の賛成多数で可決しました今日の衆議院本会議で可決され通過する見通しです さあ今朝この時間は共同通信社編集員の久江正彦さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。久江さん、よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。あのー、一日、流会してみたいな話もあった、この政治資金規正法の改正案ですけれども、可決、うん、と、まあ、なりましたけれども、えー、この一連の流れってどうご覧になりましたまずこれ、要するに対局的に見るとね。はい もともとこれ、自民党が引き起こした問題、とりわけまあ安倍派中心ですよね、えー、ですからまあ自民党、岸田さん以下、まあ、口には出さないけれども、自分たちの問題じゃないっていう意識はどっかにあるわけですよね、えー、でやっぱりその企業団体献金の禁止、政策活動機の廃止、はい、政治資金パーティーやめろと、これは自民党のある意味、存立基盤になってるわけですよね、共産党、公明党などはまあ強い支持者がいるけれども、自民党の場合は結局、こういうところからお金集めて、それで施設一種のお金を、まあ そういうまあビジネスモデルみたいになってるわけですね。うんはい、ということで、やっぱりそ,のそれに対して立憲民主党も似たようなことをやってるんだけども、非常にハードルを高くして、飛べないようなハードルを出してきて、うん、全部やめろと、はい、まあ水と油で食い違ったわけですよ、初めから。で、えー、えー、そこで公明党はお笑いでクリーンだということで、まあ、ある意味、引っ張り合いみたいなことになってですね。はい 最終的にはもう中身もぐちゃぐちゃで、党流党略でわれわれこそに、えー、部があるんだ、われわれこそがクリーンなんだ、われわれが指導したんだって、その争いやっちゃってるわけですから、んなんか国民的には何が何だかよく分からなくなったんだ本質的な政治と金の問題、これをどうするんだ、はい、どうしたら透明化するんだって、その原点というのがちょっと微妙に政治にお金かけちゃいけないんだっていう話にちょっとずれちゃいましたよね。うん確かにそうでですよねここれれれ審議でもも、まあ、昨日総理答弁立ってましたけど からっていうのを繰り返していて、なんか、何にも結局煮詰まらなかったのかね、これはというようにも見えますが。 総裁選とか政局も睨らんで、ですね、はい、本,本腰を入れて、協、ま、議、あ、体を作って、ですね野党でどうしたらこのお金の問題解決できるんだって接点を見いすというよりも、はい、時間的な制約もある、そして総裁選が9月に迫っているということで、やっぱり岸田さんにしてみたら、その自分のお再選とか、ですね政局的な思惑っていうのも絡んじゃうんで、うん、まあ結局、検討、検討っていうのがまあ8カ所もあるみたいな、そういう話になっちゃったわけですよね。 でもうあの、各報道を見るとこの国会での解散はないんだみたいなことは昨日、おとといと報じられてますけれどもこれ解散しないとなってどう,どうしていくんですか、岸田さん。 本当ね、これ岸田さん、何やるか分からないから解散するかもしれないって言ってる人いっぱいいたんですけど、私、一貫してね、はい、基本的には事故で関数割れしたら割、はい、割れるようなそういう情勢調査だったら、やらないってすぐ言ってるんですよ、うん、なんでかって言ったら、自分に有利にならなきゃやるわけないですよね、<ー>アンジージャンプでロープが何に飛ぶしていませんよね、はい、それと同じでやっぱり岸田さんは何やるか分からない人だってさ、さ事故で関数割れして、自分が再選するために、有利になるためにやるわけですから、うん、そうならないのが明らかに分かっているときに解散するわけないので、<laughs> かといってやり,やりませんから、自分のカードがなくなっちゃうんでそれ決して言わないんですが、はい、現実的には無理だっていうことですよねなるほど、そうすると、その総裁選の再選、もし、まあ、岸田さん、再選はしたいんですよねですからね、簡単に言いますと、ねお、解散なき再選という方に軸足をもう移してるんですよ。そ、はあ、そのためにはこれ国会がね、うんはい、衆議院を通っておそらく まあ6月の18日に委員会、19日の日に本会議で通る見通しなんですね、で20日の日に内閣不信任が出て、21日に最後の記者会見と、そのあと夏休みというか、ですね国会も閉まっちゃうわけですよね、そうすると、もう出して死を待つのみ、いつやめるかという対人推挙になっていくわけですね。ですから、私はね、岸田さんは何かをやらないと、一昨年の3年前の菅さんと同じように、ですねずるずるいって、8月の終わりぐらいにやめる、やめないということで、そういう流れになっちゃうんで、 まあもしできるとすればね、うん、まあ岸田さんの周りではやっぱり人事やって、幹事長に石破さんなんて言ってる人もいるんだけども、目新しいことをやらない限り、これから公定仕組みとしてはほぼないですよね、はい、今後の予定としては、来週が G7 のサミットと、それからウクライナの平和会議もありますよね、はい、外交でなんか手打つとかってのはあるんですか まあね外交つってそって、テレビに映ってですね、えー、こう宣伝されるんで、数ポイント上がるかもしれませんけども、はい、まあ外交っていうのは、あんまりねこの、この支持率を大きく上げたりね、ね特許が増えたり、あんまりそれ効果、実はあんまりないんですね、去年の広島サミット、あるいはウクライナ、ゼレンスキーと会うと、ここちょっと話が違うんですが、えー、まあこうやってサミットとかってのは、ある意味、こうお決まりの定例行事ですよね。はいいいこれだけけででととううわけにかかかない、えー、な,かなか厳しいですよねあそうすねそると一体何が というとう打つ手は限られますか 限られるんですけれども、やはり私、注目しているのは、これ、6月の20日の内閣審議は粛々と指摘されるんだけれども、21日のおそらく夕方、はい、6時ぐらいから総理があの国会終わりましたという閉幕の記者会見をするんですね、はい、その後に今後のことをしゃべる、その中で、先ほど申し上げた人事に踏み込めるのかどうなのか、踏み込むというのは人事をやりますというのかどうか、もうやらないとなると、ですね、はい、まあ国会が閉まって外交もやるので、少しずつですね戻るは戻るとは可能性もあるんだけれども、大きく反、えー 好転することは多分ないんですね。やっぱり大注目というのは、やっぱりその岸田さんは。 イエスもノーも言ってませんけれども、はい、人事をやるのかどうか、とりわけ幹事長に石破さんのような人を入れるのかどうか、うん、そこがもう最後のポイントかなと思ってるんですねあ人事をやりきれるかどうなのかまだわかりませんね、やるとあ<ー>あの反発もありますからね、麻生さんは反対ですしねなるほど、えー、麻生さんは岸田さんをこうずっとし、ね、支えてたように思えるんですが、もうもはやそこはどうなんですか。 うん、ただ、麻生さんはね、岸田さんの続投、茂木さん、上川さんって3枚カードがあって、です差、ね、額の解消なんかでやっぱり、岸田さんと距離ができたで、茂木さん、上川さんってあるんだけども、はい、まあ上川さんってカードはやっぱり、もう一回こう出てくると思うんですね、あ<ー>ただ、茂木さんも出る気満々なんですけど、何せね、イギリスが1%、2%ですから、よほど支持を上げていかないと、なかなかこの茂木さんでいいっていうような求心力が高まるかどうか、今のところ微妙ですよねなるほど。消極的な選択肢として岸田さん 続投みたいいな風にななにるかかもしれないですかねそうただ大事なのは、総裁選の後にお遅くとも1年以内、早ければ今年秋、ああ参議院選挙も来年夏にある選挙の顔を選ぶわけですから、ああ要するにもう不人気な人は次の総裁選では、基本再選できないんですよなるほど、そうすると、最近、小石川なんつってね、えー、石破さんだとか、河野さんだとか、まあ、小泉さんは50までないと言ってますけれども、その辺のなんか名前が取り沙汰されますが、どうですか。 だからその中で一番常にトップの石破さんを取り込んでしまえばいいんじゃないかという人が岸田さんの周りには多いんですなるほどそうすると、高市さんだ、茂木さんだ、いっぱい出ても、ですね 1>,、はい、1回目で誰も過半数取らない、しかも石破さんはこっち側に引き込んでいる、そうなると乱立して決選投票で、岸田さんがなれるんじゃないかって、うまあこれは非常にこう手前味噌というか、楽観的な見方ですけども、そういうような絵を描いている人が複数いるのは間違いないんですよね。確かにダイバルはみ みんな閣内に取り込んでますもんね岸田さんはそう,そういうことですねなるほど分かりました、はい、佐藤さんどうも朝日からありがとうございましたありがとうございました、えー、共同通信編集委員の久山雅彦さんに伺いました さあそして、えー、もう一つ用意していたニュースはあ少子化についての話でありましてこれがあ今日東京の朝刊、えー、最終版各紙朝日を除いて一面トップ2023年の出生率1.20で過去最低更新というニュースです増岡山さんはいあの少子化問題というのはですね、はい、我々やっぱりこう社会の中でこれ大事だよねという認識はなんとなくあるんですけど我々やっぱり考えなきゃいけないのは、はい、これ日本にとっての国家あ 安全保障問題なんだという認識は持った方がいいかなっていうそれぐらい危機感ある。 話なのかなと僕は個人的に思ってます。えというのはですね、いこやはりその国力、え国の強さみたいなものを基盤としてで、やっぱ外国にまあ侵略されないと言ったらちょっと大げさですけど、はい、まあそういうものの規定するものって何かっていうと子どもの数というか、まあこれ将来我々がどうなっていくか、日本というものを存続できるかどうかがかかってると思うんですよね。そこにあの少子化問題の本当実は根本があって、我々なんか社会的に子供が少なく なくなったら経済がっていう話ではなくて、はい、もう国の存続国滅びるかどうかっていうところに直結してると僕は見てます。はい。 これね、はい、あのよく北欧に学べみたいなことが言われたりしますけれども、はいはい、その北欧の人口問題の専門家の、はい、インタビューなどを見ると、はい、いや子供を持つことに対してのこう若者のハードルがものすごく高くなってるんじゃないかともうこれまあ経済問題とか言われますけど僕自身はいろんなその少子化本も僕なりにちょっといろいろ見たんですけど、はいえー、やっぱりその文化というか、伝説とかまあ習慣うそういうところの要素がやっぱこの少子化問題、非常に大きい。 いいなというふうに見ておりますね。やっぱりまずそもそも今の日本の男性、はい、結婚ができてない人が多い。結婚すると結構子供ね、はい、あの産んでくれる方が結構いらっしゃるみたいなんですけど、まず結婚できてないというところが問題の核心なのかなというふうに思ってます。はい、そこをどうするのかっていうのはまさに慣習文化の問題。そうなんですよね。それをなんとか変えていかないとというふうだと思ってます。以上おはようニュースネットワークでした。 さあそしてここで番組からのお知らせです。イ、はい、ーダーコージの傾向ジアップは来週6月10日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。コージーアップ激論ダブルコメンテーターウィーク。 毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治・経済から外交・安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げます初日6月10日月曜日のコメンテーターは評論家宮崎哲也と経済アナリスト馬淵真理子日日火曜日政治ジャーナリスト田崎史郎とジャーナリスト須田慎一郎日日水曜日経済学者飯田康之と日本経済新聞コメンテーター秋田博之 13日木曜日テレビ東京解説委員山川達夫と外交評論家三宅邦彦最終日14日金曜日ジャーナリスト峰村健治とエコノミスト片岡剛志 さらに連日、政党幹部が生出演。12日水曜、国民民主党、玉木雄一郎代表。13日木曜、立憲民主党、泉健太代表。14日金曜、日本維新の会、馬場伸幸代表の出演も決定。注目される政局の行方を伺っていきます。プレゼントは、JA 調整から長生きトマト4キロ1箱を毎日5人の方にプレゼントです。<ん>黒木瞳さんの朝ナビには、ゲストに徳森歌謡サテデーでもおなじみ、フリーアナウンサーの徳光和夫さんが登場。競馬の話 で熱く盛りり上がります日本の政治経済から外交・安全保障のニュースさらに大谷翔平選手の情報まで日本と世界の今が分かる「FM93AM1242 日本放送」飯田浩司の OK 工事アップ「激論ダブルコメンテーターウィーク」来週6月10日月曜日朝6時からぜひ生放送でお聞きください,ださいでは「ニュースプラスワ1取り上げるのはこちらです。 アメリカ軍の戦略爆撃機朝鮮半島で訓練精密誘導弾を7年ぶりに投下韓国国防省によりますとアメリカの戦略爆撃機 B1B は5日 米韓両空軍の戦闘機とともに朝鮮半島上空に展開し J, J ダム、えー、精密誘導爆弾を韓国内の砂爆場に投下する訓練を実施しました B1B が朝鮮半島でこうした精密誘導弾の投下訓練を行ったのは2017年以来7年ぶりだということです はい、そうですね、この7年ぶり、これ、もう前回やったのが、はい、トランプ政権の時ですけどね、はいでまあ、あのとは、まあ、かなり緊張を最初にしていて、結果的にトランプ大統領がキム・ジョンウンと会うという流れになっていたという時の、やっぱりこう一つの脅し的なもの。 とととしてこう使われたということですよね、うんうん、でその時に今回、まああのまあ、北朝鮮の情勢がわれわれ、どうしても、ね、このミサイル、あのまあ、人工衛星、今、撃たれてるという状況とかも含めて、ですね、はい、非常にこれ、やっぱり僕も安全保障関係者とやっぱ話をみんなしてると、ですね、うん、あの非常にこうまずいなあと思ってるのは、我々なんか北朝鮮、まあ、またやってるよっていう感覚、<ー>国民的に慣れちゃって、 彼らが開発してることに関して、なんか非常にちょっと鈍感になってるわけではないんですけど、なんかどうしてもどっかで、まあ、うどうせうちらには打ってこないだろうっていう、う危機感がちょっと抜けてるのかなっていうのが、非常に気になります。というのはです、ね、でわれわれ、まあ、皆さん覚えてますかね、98年なんてだいぶ昔ですけど、はい、最初に北朝鮮が。 こう、えー、撃ってきた時人工衛星をこうね、はい、あのまああのミサイル実験をしたということがあ日本をこうと、えー、飛び越えたという時があったんですけど、ねはい、あの時僕もたまたま夏休みでカナダ留学中から帰ってきたんですけど、<ー>日本の中はもうわーっと沸騰してですね、えー、福島瑞穂さんも含めてですね、はい、国会が全会一致で、えー、北朝鮮を非難する、えーまあ、あの情報衛星をやっぱ日本も開発するんだみたいなのの決議をこう,うーガーッと出したというのを覚えてる。はい、であの頃ももちろん緊張感を もう一回戻せというわけではないんですけど我々北朝鮮のやっぱミサイル開発とか発射に慣れてるのが。はい 部分があるよねっていうこの緊張感って、やっわれわれどうしてもですね慣れちゃいけないものだなっていうのは本当に僕は逆にそこに危機感を感じています、はい、うんいや、そうなんですよね、はい、あの98年もそうでしたし、はい、この2017年の時なんかも北朝鮮もやたらとミサイルこう実験をいろいろやってきたと、はい、弾道ミサイルを撃ってきたと。 な何とかしなきゃだめだろうって言ってあの、ミサイル防衛システム、はい、イージス・アシシアをやろうっていうのが急遽決まったはずなのに、その後、はい、それがまた引っ込めちゃうとか、そうですね、これ、秋田にね、荒谷、はい、っていうところにこ、はい、作る、作らないって話で、まあ、それが流れてしまってっていう状況じゃないですか、うん、そうしてくるとですね、我々やっぱり、あのかなり。 あの実務の方の人たちは非常にこれ緊張感を持って当たってるんですけど、ね、国民自身がこうちょっとこれ北朝鮮ミサイル、まあ、メディアも含めてだと思うんですけど、慣れちゃってる部分がある、これ、実は僕は非常に危険なことなのかなというふうに思いますうこれ、もし日本じゃなければの話なんですけど、はい、例えばこれ、われわれがね、 日本が、ね、例えばイスラエルだったとしましょうよ、おうおうそうすると、すでにおそらく、まあ、日本、まあ、かっこイスラエルということになったらです、ね、はい、イランであるところの北朝鮮ですか、おそらく相当数のミサイルをすでに打ち込んだりとか、空爆してるっていうのが、まあ、中東の常識にわれわれ入っちゃいけ,もちろんいけないですけど、おうおうそれぐらい普通の国、まあ、あのイスラエルが普通の国かどうかはさておき、大体それ、危機感を持った国っていうのは、それぐらいのことを結構過激にやる。 っていうのが、あ<ー>まあ世界のある意味常識なのかなと僕は思ってる部分があるんですよね、まあ。ある意味行動に対しては同じだけの行動をやり返すことをしないと、はい っっててスカレートすするよねねいう状況です、ねうん、そういうことにわれわれ、なんかまあ、まあ、大丈夫だろうと思っちゃってる、はい、部分があってで、それは僕は本当によくないことなのかなと、はい、実務者の方はね、今、非常に地道に、この間のシャングリラダイアログっていうその、はい、シンガポールで行った会議でも、非常に実務,、うん、実務の方はいろいろやっておりますね、中国に対して厳しくいくっていうのはやってるんですけど、はい、それに対してですね、まあ、ここ国民というか、メディアも含めて、 はいまいち乗り切れてないというか、あ<ー>まあ大丈夫だろうと思っている状況が、僕は一番危険な状況、実は近づいてるんじゃないかなと考えております日米間で、ね、シャングリラ会合のところで、はい、国防省会合をやって、はいまあ、演習するんだということが決まりました、はい、こういうのも一つあの、それをやることっていうのをデモンストレートしていく、外に見せていくっていうことが、やはり非常に大事なことだと思ってます。はいう 今朝のコメンテーターは地政学戦略学者奥山正史さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします<ー>続いてこの時間はここだけニューススけば。天安門事件から35年香港で国家安全条例違反疑いなどで4人逮捕中国・北京で民主化を求める学生らの運動が武力で鎮圧され多数の死傷者が出た天安門事件から35年となった4日 香港ではかつて追悼集会が開かれた公園の周辺で当局による厳重な警備体制が敷かれ国家安全条例違反の疑いなどで4人が逮捕されました1989年の6月4日ということで8964と、えー、これをあの9の字が確か、あのー、中国では「10」というふうに読んでお酒っていう字と確か読みが一緒なのでそれで 酒を飲んで、そうで,すね、で、8964っていう風に指で書いたらそれだけで捕まったという捕まりましたね。 日本人もこれ、香港の方で一人、一時拘束されたということみたいもありましたね、僕も2019年、香港に取材に行った民主に、デモが大変だったのをよく覚えてますが、たった3、4年でもこうなってしまうと、私、これでちょっとやっぱり指摘しなきゃいけないなと思ってるのは、ですね現在、日本が続々と中国から逃れてきている。 自由を求めている人たちってやっぱりいるわけですよね、習近平体制にやっぱり気に入らないというわけではないんですけど、はいえー、自由がないと、そういう人たちが実は今、日本に集っておりまして、ですね人権弁護士とか、普通に労働者、もちろん IT 関係の人とかもいるんですけど、えー、そういう人たちが集まってるっていうレポートをちょっとこの間。 聞いたりとかしたんですよ。はい、そうすると実に驚くべき状況がです、ね、日本の国内に起こってるんだなということをちょっと知りましたんで、んちょっとこれ共有したいんですけど。はい、えこれえっとイギリスのねえっとあるメディアがですね、ポッドキャストといってまあその現地のまあ、中国のできる人が日本にわざわざ取材に来てるんですよ。はい、でその人たちがあまあ、いろんな人から紹介されてで驚いたのは特に早稲田大学の周辺とか<お>もしくは銀座のあたりでですね、はいえー、え中国人 人たが、えーまあ、夜な夜な集まってというわけではないですけど、週末になると、うん、もういろんなところで会合,会合がえあって、<ー>講演会とかワークショップとか、はい、そういうものを会議,じ、えー、会議場みたいなの借りて。 えー、いろんなところで、えー、そのい,いかにわれわれは自由をもう一度中国に取り戻さなければいけないのかみたいな、うん、歴史講義から始まり、ですね<ー>人権状況どうだこうだっていうワークショップをすごくやってるということで、その取材に来られた方、そのえー、イギリスのメディアの方は、ですね本当にそこに本当に入って、はい、インタビューを聞くということをやってるそうです、えー、でそこで皆さん、口々に言ってたのは、はい、今はちょうどこれ、100年前。 年前新朝末期と同じだと<ー>あの時日本に逃れてきた人たちがいっぱいいるだろうと、はい、で中国で革命を起こしたと<ー>我々もそういう人間なんだと。 <laughs> いうことですねなるほど日本の国内にこのいわゆるその自由な中国の中国人たちの聖域があるというふうな状況になっているそうです。はあこれね、歴史の教科書なんかを見ると、はい、確かに新朝末期に連邦、はいえー、運動とかで、はいまあ、改革をしようとして、はい、結局う、そこに敗れた政太合に敗れた人たちが日本に次々にやって ありました、全く同じ状況だと、今の当の中国人たち、日本に集ってる人たちも思ってるそうです、<ー>でそういうことを喋ってると、まあ、人権弁護士とかね、そういう方もいっぱいいらっしゃるんですけど、はい、もう一つ面白いのが、ですね、えー、その自由が日本にあるっていうことは、どういうことになってるかというと、ですね、はいうん、え現在、45歳の中国人ロック歌手が。 いらっしゃるですね。李 G さんっていう人ですかね。はい、あの志と書いて C。で李は普通の李白の李ですね。はい。でその方がですね、これ4月の末にですね、大阪を皮切りに、はい。名古屋、福岡、仙台、東京ってこれ五大都市ツアーって言うんですかね。日本国内で。国内でツアーをやっていて、え、しかも数千人規模の会場は毎回満員で、満員御礼チケット完売。え、で彼はですね、南京にいらっしゃる活動されている。 もともとのロック歌手らしいんですけど<ー>、えー、あのかなりです、ね、80%の以上の観客の方が航空券をわざわざ購入して中国から日本に来てる。はい 中国から来てるんですかてるとえじゃあ、お客さんもほとんど中国の方ってことですかっていうことになりますね、であの<ー>その45歳のロック歌手の方っていうのは、その歌ってる内容が、ですね、はい、いわゆる小市民の悲哀みたいなものを歌ってると、はい、経済発展してる今の中国に合わないみたいなことで、ですね中国当局から目をつけられて、中国国内でもコンサート開けない状況だった。 っていうんですよね。ええ、別にその体制批判をしてるとかでもなくないですないです全然もうあの姿勢の一市民の気持ちを歌って切ないもうブルースですねいわゆる日本昔で言うとそうですよね。俺の生活苦しいんだと苦しい中でもやってるぜという酒飲んで明日も働くんだとそういうことらしいんです。あの僕もちょっと聞いてみたんですけどこれしゃがれた声でですねかなりブルースな感じの YouTube で見れるんですけどねちょっと聞いてみるとなんだエアロスミスっぽいや声は はいそんな感じですけど、もうちょっとバラードの曲で有名なのがあったりとかするんですけど、そういう方がですねあのやっていて、みんなその中国国内で聴けないんですけど、日本では聴けるじゃないですか、で、いろいろ規制をかいくぐってチケットを買って、わざわざそう中国から通って、日本で自由なコンサートを聴いて、会場全員涙するらしいんですね。なやっぱそういう感情に訴える曲を聴いて、みんなもう会場がほぼ毎回、みんな泣くので。 えー、葬式のような状態にな,なってるっていう話も報道もありでもそ、それで来て、でこのリージーさんはじゃあ、もう、はい、中国国内じゃ何の活動もできないとできないので、日本でやると、日本でもすごく受けるということらしいですね、まあ、もちろん中国人向けなんですけど。はい いやね、それが分からないんですけど、まあ、こういうものもあって、ですね非常に僕はその逆にそう、はい、先ほどのそういうワークショップとか講演会もあるんですけど、必ず中国国内から、はいえー、公安関係者とか来てます。 それこそね、なんか報道で、ね、あるのは、日本の国内にも発出所めいたものが公安のものになるんじゃないかとか、はいね、NPO 法人がそれを指摘したりとかしてますよね。はい、ありますね。日本の外事警察とかですね、公安、はい、関係者にはぜひ頑張って、そういう人たちを摘発していただきたいなっていうのがあります、ね、でもこれはね、かつて、あの孫文も日本にいて、はいはい でここでね確かあの集まりというか、活動を起こしたという、はい、だそれこそその後の中華民国の基礎みたいなものは、ここから生まれたって、<う>日本から東京からっていう話がま,たま,たまさに、100年前と同じ状況だとお<ー>まあそれが成功するかどうか分からないんですけど、そういう活動が日本で行われてるという実態は、皆さんにも知っていただきたいなと。 うん、ようですね。だむしろそういう人たちをうまくこう取り込むであるとか、はい、側面から支援するであるとかができると、はい、いいかもしれないですね。<ー>はい。えー、こうだけニューススクープアップでありました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩之の OK コージーアップ。 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。えそしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで夕刊。毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK5、OK、時アップ。 忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ、AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。 今日東京ディズニーシーで新しいエリアファンタジースプリングスが開業します遊園地テーマパークといえばエンタメ評論家兼映画パーソナリティことぶきつかささんですことぶきさんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますことぶきさんの思い出の遊園地といえばやはり静岡県富士宮市が誇ります朝霧高原餅屋遊園地ですかねいや懐かしいですね餅屋 いやね。あのね、うん、僕の富士宮ですけれども、地元が。持ち屋もありました。やっぱりあのね、広大なね、このね、高原<っ>みたいなのがあって。はい。 なんかそこで遊んだ記憶もありますけれどもね。ええ、でもね、それプラスね、ええ、あのね、花鳥山脈っていうね。花鳥山脈花鳥山脈って、<え>花と鳥の,鳥の花と鳥か。花鳥山脈っていう、多分小田急系だと思いますけども、ええ、要は遊園地みたいなのがあったりとか、ええ、あとあのー、もうちょっとね、行けばあのー、富士急ハイランドでしょそうか、ちょっと。山梨行けばね。そうそう、だから富士宮って山梨の隣だから、ええはい あと、小田急ファミリーランドっていうのもあって。はい。かなりだからね、遊園地系は多かったんですよね。そうなんですね。近くね、ま。そんな中でもおそらく一番愛着があるのが持ち屋遊園地だと指しております。2万5000坪の広大な敷地にアスレチック遊具、うん、ドックランなどをですね、備える持ち屋遊園地。小田吹さんも入園料500円払ってよく行かれましたかいや、僕の記憶が確かならば、 入園料なかったんじゃなかったかなそれって、不正入園というわけじゃないですよ、ね。し <laughs> う,違う,違うあの、ご時世的にですよ。ええ、いくら40年前の話でも、はい、ちょっと感化できませんよ、そういう話は。そうですか、それ違いますかいや。なんかだからね、ええ、無料で遊べるなんかエリアもあったんですよ。な、ここは自由にどうぞ、みたいな。ええ、僕のイメージはそっちですけどね。<ー>さあ、そして持ち合い遊園地とともに日本を代表する遊園地、テーマパークといえば、 東京ディズニーランドディズニーシーです。で、今、ディズニーランドディズニーシーを1日楽しめるワンデーパスポート、大人1人で7900円から1900円なんだそうですから、まあ、持ち屋遊園地とはだいぶかかるコストが違いましてね、まあ、日によっては21倍以上って、これさすがに同じ遊園地でも差がありすぎですね。<laughs> いや、だけど、これは持ち屋さんは持ち屋さんで素晴らしいですけど、 ちょっとあのー、建造物にかけるお金が違い,い,いそうでしですかそうですか。いや、そりゃディズニーランドや、えー、ディズニーシー。はい。規模が違いますから。そうですか。あんま比べちゃいけないと思うんですよね、そこ、ね、はね。そうですね。で、その東京ディズニーシーの方に今日、新しいエリア、ファンタジースプリングスが開業しますで。このファンタジースプリングスはですね、ピーターパンのネバーランドと映画、アナと雪の女王で描く された世界観のフローズンキングダム、そしてラプンツェルの森とディズニー映画を題材にした3つのエリアと東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルこの4つで構成されたテーマポートなんだそうです。でこのあたりはですね映画がいろいろ絡んでいるからことぶきさんも行ってみたいんじゃないですか？いやこれは確かに、ええ、やっぱ映画に絡んでいるってことでやっぱ一度はやっぱ行っておきたい、ね、そうでしょうね,ねそこはね、えー、はいことぶき どうせ行くんだったらファンタジースプリングスホテルに宿泊したい、まあ、こういうふうにお考えかと思います。えこちらの予約可能な日程はですね すでに全タイプの客室が完売してしまってますね。ね、えー、完売、えー、はい。で、一応ですね、宿泊日の4ヶ月前の午前11時から予約できますから、もしことぶきさんが10月6日に泊まりたいということでしたら、今日の午前11時に電話すればいいかもしれません。電話つながるかどうかわかんないですけどね。 <laughs> いや、繋がるかどうかも分かんないです <laughs> 分かんないですけどね。ええ、たまたま今日で10月6日に泊まりたいっていう気持ちはないですよ。ないですか10月6日って別に特別な日でも何でもないんで。<laughs> そうですか、ええ、いや、でもなかなか繋がらないでしょ、今。うね、まだ、ブームで。はい。 で、こちらの東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテル、デラックスタイプとラグジュアリータイプの2つのタイプの部屋がありますが、こと飛きさん、それぞれいくらぐらいかはお分かりですかねいや、これはやっぱかなりするでしょうね。えー、もうデラックスタイプなんて言ったらもう10万超えるんですかね。<ー>どうだろうデラックスタイプが1泊6万6千円から。からです。から。からね。はい。はい ラグジュアリータイプ、どうでしょうもう、ぶっちゃけですよ。はい。デラックスタイプとラグジュアリータイプ、どっちが高いかもわかんないです、僕も。<laughs> え、ま、あのー、ラグジュアリータイプの方が高いです。高い、やっぱり。高い。えー、ラグジュアリーだけ、ラグジュアリー。はい、高い。でも、デラックスだから、デラックスの方が広いみたいなイメージあるじゃないですか。それ、マツコさんから来てますいや、マツコデラックスの方がボリューム、えー、ボリュームはあるけれども。ええー。 はい、なんで今ディズニーとマツコちゃんかかってくるんでけ <laughs> <て>まあラグジュアリータイプだともう一つでやっぱ20万、30万。<ー><あ>いいとこ行きました。はい、ラグジュアリータイプ一泊なんと34万1000円から。はっ、い。か、まあ、でしょ、これも。<laughs> いやいや、これね、ほんと怪しいんですよ。<laughs> いや思い出になるでしょうね。ただ、客室料金にはアトラクション利用券、ショーの鑑賞券も含まれているってことですね。うん、まあ記念にはなるけど、 正直ちょっと一泊34万円から、からってのが怪しいね。怪しい。だから。いやいや、だから。怪しいというのはごめんなさい。悪い意味じゃなくて、もうちょっとあの、お値段張っちゃう可能性があるんですかきっとそうですよね。経験はいいけど、ちょっと手が出ないな。で、この料金でも予約できる4ヶ月先まで全部埋まってるというのは、 最近東京に近い御殿場周辺の店舗では繁忙期に5時間待ちもあるという爽やかハンバーグ並みの人気ですねまた爽やかかいや誰誰<え>この爽やかハンバーグを押してるのは<や>何回も言ってますけど、ええ、静岡にしかないハンバーグ屋さんだからはいんですよ <laughs> いや逆でむしろ逆で東京の人にも興味を思ね興味を持ってもらおうってことはないですかね だからね、東京の人たちも興味ある人、今、現段階多いけど、なんかあの、爽やかなハンバーグチケットとかくれたりすること、正直永遠にありませんから、言い続けてる。なんで断言できるんですかいないよ、そんな、ないんだから、東京ダメですかでも今ね、あの、5時間待ちとか言うじゃないですか。はい。これ実は、ちょっとアプリがあって、何時間待ちか分かるみたいなことあるらしいですね、爽やかなハンバーグ。あの、行列状況とか分かるとか言う。か アプリがあるって僕聞いたけどな。さて、そんな中、今朝、ことぶきさんが紹介してくださる映画何でしょうえー、今朝紹介する作品は、日本の映画、アンのことという作品です。六本木真珠歌ってた人のことですかねそれ、アンルイスねああそうか。あのー、ふざけた映画じゃないんです。あ、違うんですね。 かなり案のことは重い作品なんですけれども、古くはですね、SR 埼玉のラッパーだとかね、まあ、AI 崩壊もそうですね、あとビジランテ太陽などの、まあ、入江優監督脚本の作品なんですね。この作品って、ある少女の人生を綴った2020年6月の新聞記事の着想を得て取り上げた人間ドラマなんですよね。<ー>物語ね、簡単に説明すると、 まあ、売春や麻薬の常習犯である、まあ、21歳のアンが、まあ、主人公なんですね。で、彼女は、まあ、ホステスの母親と、この足の悪い祖母、まあ、3人で暮らしてたんです。でね、子供の頃から、まあ、酔っ払った母親に、例えば、こう、殴られたりだとか、虐げられてきた彼女は、小学校4年生から不登校となって、12歳の時に母親の紹介で、 初めて自分の体を売ってしまったんですよね。<ー>でね、こう人情味ふれる刑事、たたらとこう出会うんです。それをきっかけに、アンはね、この構成の道を歩み出すんですよ。はい。まあ刑事のたたらですね。あとね、彼の友人であるジャーナリストのキリノ、この二人の男性の助けを借りて、アンはね、徐々にこう構成していく、まあ新たな仕事、住まいを探し始めるんです。しかし突然のこのコロナ禍によって、 まあ三人はこうすれ違っていくんですよね。その後どうなるかというまあお話なんですけれども、まあ主人公のアンを河合由美さんが演じてます。そして刑事たたらを佐藤二郎さん、ジャーナリストを桐野を稲垣五郎さんが演じております。まずね、これ一番最初に言っておきたいんですけれども、かなり重い作品であることは間違いない。はい、だから、全員におすすめですとは言いづらい部分もある。でも、 今この映画をやっぱり僕は劇場で見てほしいなっていうことを思ったのが前提です。でね、まあ、川井ゆうさんですけれども。 不適切にも程があるというね、あのドラマでかなり有名になりましたけれども、はい、僕は不適切にも程があるが、現段階での河合由美さんの代表作であるならば、映画においてはこの案のことが代表作になるんじゃないかと。うん、どれぐらい彼と熱演してるし、僕自分の X、旧ツイッターでもつぶやきましたけども、 今回のアンのことで、河合ゆ美みさんが映画賞を取ってもいい、手が取った方がいい。こ<い>れぐらいな、僕は演技だったと思います。でね、まあこの作品なんですけれども、アンがね、構成していくっていう段階で、この集団セラピーみたいなものを受けるんですよ。<い>でそこで最初アンはね、ちょっとやだよそんなの、行きたくないよみたいなスタンスだったんですけれども、たたらに言われて、 じゃあ、行くよってことで。で、まあ、集団セラピー。そこに告白するんですよね。自分はこんな悪いことをしてきただとか。で、そうすると、この、たたらがね、よく話したと言って、あんの、こう、頭を撫でるんですよ。いや、このシーンだけで僕は目頭が熱くなったし、あ,<ー>あと、誰か子供がね、構成しようって言った時に、やっぱ手を差し伸べる大人っていうのが絶対に必要だなっていうふうに、僕自身は、まあ、思ったんですよね。でね、この、 アンとタタランとキリノ。まあ、由美ゆみさんと佐藤二郎さんと稲垣五郎さん。この三人のシーンがよく出てくるんですよ。はい。この三人の掛け合いシーンがものすごくね、愛おしく見えるんですよ。でもね、この作品の中でね、それぞれアンもタタラもキリノも裏側ではいろいろなものを背負ってるんですよね。 それぞれの葛藤があるんですよ。でこのあたりとかものすごくね、あの、この三人の関係性っていうのは見続けていくと最終的に、えー、観客に思うところがあるはず。そして、一番怖いのっていうのは社会における、まあ、透明化だと思いました。はい。で、どういうことかというと、自分自身見えない存在ってことですよねで。自分の存在意義みたいなものってみんな探してると思うんですよ。僕思ったのが、 ここ最近やっぱりコロナパンデミックが劇中に出てくる作品って非常に増えてるんですよ。それはやっぱりね、1、2年前、2、3年前に制作を始めてるから、やっぱりコロナって影響してくるじゃないですか。そんな中は僕、案のことに関しては、このコロナをものすごく丁寧に、そして奥深く描いてると思ったんです。はい。この作品でも徐々にコロナが最近なんか流行ってきてっていう描写があるんですけれども、なるほどと。コロナっていうのはもちろん、 体調が悪くなったりすることは当然ある。僕もコロナに罹患しました。ただ、人から居場所を奪うんだなってことを気づいたんですよ。はあ、いや、本当にこの作品の中で、アンはね、まあ、あの仕事をこう見つけて、これから頑張ってこうっていう時に、要は職場に来てくれるな。一旦、首だと。で、コロナがもし収まったらもう一回復活してくれ。ただ、アンは今構成しようとしてるわけじゃないですか。だから職場に行けないっていうことは、 自分の居場所を失うってことなんですよね。っていうこととかもすごくね、僕は今回このコロナの職場だとか学校だとかの影響みたいなものを非常にね、つぶさに僕は描いてるなっていうふうに思いました。いや僕ね、本当にこの作品ね、やっぱこう、佐藤二郎さん、稲垣五郎さん、河井由美さん、この三人の演技、本当に素晴らしいと思ったし、もう本当に映画賞を撮っても間違いないと僕は思います。あんのこと。 ぜひ劇場で体験してみてください。さん映画先ほども言いました、重い作品です。ただ僕はこれみんなに見てほしい。9.5でお願いします。 今朝、ことぶきさんが紹介してくれました映画、アンのことの劇場鑑賞券、3組6人にプレゼントします。メールでご応募ください。宛先は、テラ映画アットマーク j o q r n e t 映画、アンのことは、明日6月7日金曜日公開です。ことぶきさん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースピックアップ、ことぶきシネマのコーナーでした。ニュースピックアップ。 今朝はデイリー新潮編集部佐藤大輔デスクに今日発売の「週刊新潮からお話を聞きます。 佐藤さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日発売の週刊新潮のトップ記事はこちらです。タヌキとキツネのバカし合い、小池百合子バーサス蓮舫、都知事選五つの争点という記事です。えタヌキとキツネのバカし合いというのは、まあ一応確認ですが、タヌキが小池百合子都知事、キツネが蓮舫議員ということですね。あああののそうですね。え,ええあの確認され 議員は都知事選出馬を表明しましまた,、えー、ただ、まだ小池都知事はですね、参戦出馬を表明していません。うん、世間的には小池都知事が都知事選挙に出馬するのは確実といった、まあ、これまでの話になっているような感じがしますが、 とりあえず小池都知事が出馬する、これは佐藤さん、間違いないですかねそうですね<っ>あの、確かに小池都知事はまだ出馬表明をしていないんですが、はい、今後、立候補するのは、まあ、規定路線だというふうに考えられています。はい、であの今回の都知事選は、6月20日がまあ告示日で、7月7日が投開票日になってますので、はい、ま,あまだあ時間的な余裕もありますし、え<っ>今後、事実上、小池さんと蓮舫さんのまあ一騎打ちになるだろうと。 いう,ふうにまあ見られているわけですねはい、まあ、今のところなんか三十何人立候補予定みたいなことも言われてますよねものすごく人数は多いようですが一騎打ちと、うん、で蓮舫議員は小池都政リセットその先頭に立つと意気込んでいますが小池都知事有利という声も聞こえてきています佐藤さん現時点実際のところどういう戦いになりそうですか、まあ、あの週刊新潮の方でも政界関係者それから都政関係者にまあ取材を,を進めて いるんですけれども、はい、やはりですね、小池さんが有利との声が多い、これはも事実ですね、すで、はい、に小池都知事サイドには、ですね自民党、公明党、国民民主党の各党とですね、それから小池さんが特別顧問ですかね、務めている都民ファーストの会がつくと、これは見られています、ね、はい、その一方で、蓮舫議員には立憲民主党と共産党が応援に回るようなんですけれども、 普段であれば、その立憲民主党を支援している連合の吉野智子会長はですね、はい、まあ、連邦さんが共産党の支援を受けることを、まあ、問題視していまして、まあ、連合からの支援が望めないのではないかと。で、まあ,あ、吉野さんはむしろ、小池都知事とはですね、<え>関係がいいというようなことまで発言してまして、はい、まあ、組織力的にも、やはり小池さん有利と。 いう見方は否めないところだと思いますね、はあ。ということは蓮舫議員が小池都知事有利の下馬評を崩せるまでには届かないって感じなんですかね。まあ現状でそこはもうああ全くまだ断言はできません、ねはい、小池さんがまあ必ずしも評判がいいというわけでもないわけですね。はあ、まあ今後その選挙戦の中で、まあ、蓮舫さんが都民に対して小池さんはもういいんじゃないかというようなああそういうまあ機運を盛り上げていくことに成功すれば<え>無党派層を刈り取る余地はまだまだあると。はあ で、あのー、これ実際そのデイリー新調でですね、<っ>政治ジャーナリストの青山和弘さんが取材されて結構面白いこと書かれてまして、<っ>この蓮舫さんが出馬を決断する前にですね、小池さんと蓮舫さんがあ都知事選で戦った場合を想定した情勢調査っていうのが行われているようなんですね。はい、その結果、小池さん40、蓮舫さんは30、えー、つまり蓮舫さんは小池さんに 10ポイント差をつけられていたと<ー>ただその蓮舫さんご自身はその結果を聞いて<っ>まだ出馬表明もしていない私がその現職の知事に10ポイント差まで迫っているとはーはーこれは予想よりもいいということをおっしゃったようで,<っ>で結 結果的にその出馬表明に至ったそうなんですね。はい。確かにその,の、無党派層がですね、蓮舫さん支持に回れば。蓮舫さんが小池都知事を、まあ、逆転する可能性というのは、これはもう全然ゼロではありません。はい。ただ、その場合でも。 まあ投票率がまあかなり高くなければ、それこそ,その投票率が65%以上まで上げることがまあ絶対条件だというようなことを言う方もいらっしゃるす、ねすかまあ、これ、前回の投票率が55%だったと思うので、そうすると、ここもあと10ポイントですよね。そうですね投票率が高くなって、無党派層が連邦議員に投票したくなるような動き、うん、まあ波というか、ムーブメント、これが起きると。 蓮舫議員の逆転もあるということなんですかね。そうですね、えーあの。それは十分可能性としては考えられると思うんですが、ただそのあたりの蓮舫さんサイドの動きについては、これはやはり小池都知事サイドもですね、こう当然見越している感じがありますね。はあはあ 先ほどのお話にもありましたけれども、まあ、小池都知事がですね、えー、ご自身の参戦出馬表明をですね、えー、なかなかしない、遅らせていると。はい、これはまあ無党派層を意識した動きではないかと。まあ、小池都知事としてはですね、出馬表明は可能な限り遅らせて、ええ ま、選挙戦が実際に始まっても、あの、都政に専念するというふうに話をしてですね、極力街頭演説にも立たず、はい、まあ、鉄刀鉄尾、こう、選挙がもう嫌がらないようにする、まあ、そういう戦術を展開するのではないかというふうに、ま、言われているんですね。れも、えー、立憲民主党の、おぉ、議員さんからもですね、ええー、まあ、小池さんがあ、蓮舫さんの直後に、ええー、出馬表明を行わなかったら、これは正解だよと。蓮舫さんは肩すかしをくらった格好だよね、と。 やはり小池さんの方が一枚上手なんじゃないかっていうような声が、まあ、選挙戦で選挙を盛り上げさせないという戦術。 これがこうそうすることもあるってことなんですね。そうなんですね。これご教訓の方いらっしゃるか、あれですけども、まあ、かつてその、無党派層に寝ててほしいというふうにおっしゃった方も、はい、<laughs> いらっしゃいましたけども、えー、あの、まあ、立場によってはその方が自分を利すっていう考え方もあるわけですね。はい。とはいえ、まあ、あの、立憲民主党のですね、都連幹事長の手塚義夫さんは、まあ,あ、蓮舫さんのですね、本当に右腕と言われている方なんですけれども、彼などはその今週末に出る情勢調査では、 まあ、数字が逆転しているかもしれない<ー>まあ、かなりその強気な姿勢を崩していません。はい、まあ、まだ告示されていない都知事選なんですけれども、当事者の間ではすでに熱い戦いの火蓋が切って落とされている。 いうようよな感じですね、はい、都知事選がですね、小池都知事と蓮舫議員の一騎打ちになる、まあ、これは理解はできるんですけれども、やはりこの2人というと、ですね小池都知事には学歴詐称疑惑、うん、そして蓮舫、えー、議員には二重国籍問題、これが必ずついて回ってきます、まあ、いわば、常に傷を持つ2人にとって、その傷がですね、選挙戦で自分の首を絞めることになったりはしないんでしょうか。 まあそこも一つのポイントになると思うんですけれども、まあお二人が抱える問題のうちですね、今回の都知事選において、まあ痛手となりそうなのは、まあ蓮舫さんの二重国籍問題よりも小池さんの学歴詐称問題とまあ見る向きがやっぱり多いようですね、はい。というのも、あの蓮舫さんの二重国籍問題は、まあ8年前に指摘された問題で、まあその後その台湾籍を正式に離脱して、まあ一応の決着を見ているというふう,う,ふうにまあ受け取られていると思うんですけれども、まあ一方の 小池さんのカイロ大学のですね、学歴詐称に関する疑惑については、この4月にも月刊文芸春秋さんですかね、新しい告発が行われたばかり、こういう生々しさがあるわけです。はい。その告発者である小池さんの元側近で、えー、まあ東京都の特別顧問を務めた小島敏郎さんはですね、今回の都知事選で小池さんが選挙候補の経歴にカイロ大学卒業というふうに記したら、刑事告訴すると。 そういった話がですね、ボディーブローのように聞いてくるのではないかと思って ということは、小池都知事、今回、ですね経歴にカイロ大学卒業、これは書かないことになるんですか、ね、いやあの、そうしてしまうとです、ね、ええ、もう自ら学歴詐称を認めて引っ込めたというふうに移ってしまうのであ、ええまあ、おそらく選挙候補には、あ今までと変わらず、です、ねえー、カイロ大卒というふうに、まあ、記すんではないかと、まあ、その上で、ですねあのこれまでと同じように、いや、もうそれはもうカイロ大学が認めていることですからと。 いうことで、まあ、終わらせたいというのがまあ本音だと思いますね。はい。ということは、結果的に小池都知事の学歴詐称問題は、選挙戦に影響を与えるほどの話にまではいかないって感じですかね。あ難しいところなんですけど、やはり、まあ、小池さんにとってそこまで深手にはならないのではないかというような見方をする方が、やっぱ多いですね。はい。都知事選挙ですから、そういったスキャンダル的な話よりも、政策論争でね、ぜひとも盛り上がっていただいて。ええー、そうですよね。えー で、まあ、あのー、一部ではですね、まあ、離婚してお子さんがいらっしゃらない、その小池都知事に対して、双子を育てた経験のある蓮舫議員が、まあ、今後その子育て支援策を争点にして、えー、まあ、都知事選の選挙戦でもアピールしていくのではないかというような声があるんですけれども、はい。 まあただですね、その子育てについては、まあ、必ずしも蓮舫議員を有利にしないというような面もありまして、<お>これもあえて争点として持ち出さないのではないかというような見方も上がっているんです、ね、あ,あれ、えー、蓮舫議員としては、格好のプラス材料としてアピールしたいところではないんですか、えー、そうなんですけれども、<え>まあ蓮舫議員がですね、双子の子さんをまあ育て上げたというようなことだけ見ればですね、<え>まあこれは有利に働く材料と言えるんですけれども、はい、ただこの党の蓮舫議員に ですね一時この家庭崩壊寸前まで行ってしまったという、まあ、そういう経緯があるんですね。というなんですかはい、はい、でこれ2020年に、えー、蓮舫議員はですね27年間連れ添った、えー、まあ夫でそのジャーナリストの村田信行さんと離婚しているんですね。はあ,あお子さんとの関係は良かったんではなかったんでしたっけはい確かににそののの蓮舫ささんんとと村田さんとの間に生まれた双子への 愛情はです、ね、これも別格だったというふに言われていまして、もうとりわけその長男に関してはです、ね、彼は学生時代に芸能活動をしていたんですけれども、はい、蓮舫議員自らあテレビ局の関係者によろしくお願いしますと。 売り込みに行くほども出来合いしていたようなんですねあ、まあ、国会議員本人が売り込みっていうのはちょっとやりすぎのような気もしますね、まあ、そうですね<ー>、まあ、ただその親子関係に関わる話としてですね、まあ、その後にあの衝撃的な記事が発表されるんですねはい、まあ、それがあ今から2年前2022年のことでしたでその当時、えー、蓮舫さんの長男がこれも突如として、えー、YouTube でですね<え>、まあ、今日で 母親のことを気にして生きるのはやめたいと思います」と。 これ決別宣言をしてしてまったんですね<え>で実際そのまま蓮舫さんの席から抜けてで、まあ、元国会議員で実業家のですね糸山栄太郎さんの養子になると養子縁組結んでしまったんですねええ蓮舫議員の長男が自民党に入党届を出したっていうのはこれちょっと耳にしたことありますけど戸籍を捨てて養子縁組を結んでいたこれは知ってる人少ないんじゃないんですかあ そうですかあの、まあ、結構これはですねああのー、そうでしたかのあの当時これ女性セブンが報じたんですけれども、ええ、蓮舫さんの息子が養子縁組した っていうような報道が出た時に、本当にもう我々衝撃が走りまして。しかも、あの、ここに登場する糸山さんというとですね、投資産4000億円とも言われるほどのもう超資産家でですね、しかもまあ自民党の国会議員を務めた、非常に大物だったんですね。つまりその野党第一党の代表を経験したことのある蓮舫さんのまあ長男がですね、自民党のまあ元大物議員の家に養子に入った。い。 これも当時の女性セブンにですね、<え>まあやがて悲しき家族大崩壊って、まあこういう見出しが踊ったんですけれども、あまあこういった見出しが踊るのも、まあ頷けるほど、やっぱりこう衝撃的なニュースでしたね。 それで今もそういった親子関係続いてるんですか、まあ、その点についてですね、改めて、あの、蓮舫さんの事務所に訪ねたところ、まあ、お答えは、まあ、差し控えさせていただきますというような回答が寄せられたんですが、はい、ただ、あの、先ほども登場したですね、手塚義夫都連幹事長によりますと、まあ、2年前にですね、蓮舫さんの長男が、まあ、糸山さんの席に入ったのは、まあ、事実だと。はい、ただ、今は糸山席から抜けて、蓮舫議員の子供に戻っているようなんですね。 実際、現在は2人のお子さんと蓮舫さんは同居されているようで、<え>親子関係が悪いということもないというような話でしたねあ現時点でそういう状況なんですね、はい、またその蓮舫議員はです、ね、今も別れた元夫とも連絡を取り合っているという話でして、まあ、別れた元夫は現在、岩手県の釜石で市会議員をやっているんですけれども、はい、彼の選挙の際にはです、ね、蓮舫議員が応援に入るというようなこともあったと。 まあこういったことから考えますと、まあ蓮舫議員は、まあ一度バラバラになった家族関係をですね、修復した上で、今回の都知事選に挑もうとしているようにまあ見えるわけですね。ただまあ、あの、かなり綺麗な話になりすぎている気もしまして、えー、まあこれももしかするとその馬鹿し合いの一つなのかもしれないんですけれども。あまあ蓮舫さんの話ですから、狐の方が選挙戦に備えて仮面家族を演じている可能性もあるということですかね。 いやあの私はそこまで言ってませんけどもいやま。待ってください。<う>そんな、ええ、はしご外さないでくださいよ。寺島さんはそういうふうにお感じになったんでしょうけども、ええ、まあただ、本当にそうだったらですね、取材を続けてる我々も、まあ、狐につままれたというようなことになるでしょうね。お上手、はいえー。都知事選の投開票は7月7日、七夕ですね。狸や狐の化かし合いに騙されないよう、まあ、有権者はですね、しっかり選びたいものです。今、えー、今朝紹介していただいたただ記事興味のある方ぜひ日発売に の週刊新潮をお読みになってくださいデイリー新聴編集部デスク佐藤大輔デスクでした佐藤さんありがとうございましたありがとうございましたこの時間は雑誌週刊文春電子版デスク村井源さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます 村井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。村井さんがデスクを務める電子版、週刊文春の記事を一日早く読めるんですよね。はい、えー。雑誌の発売の前日には全ての記事を読むことができますので、ぜひ電子版の方でいち早く読んでいただければと思っております。はい。さあ、それでは記事ご紹介いただきます。まずはこちら。<music> 徹底調査、蓮舫の本性、立憲議員が告発。 責任転嫁名人協調性ゼロ。今月20日告示、来月7日投開票が行われる東京都知事選挙。小池都政をリセットすると電撃的に出馬表明をした立憲民主党蓮舫参議院議員です。そんな蓮舫氏に関する記事ですね。 はい。今回はですね、まあ、電撃出馬ということで出てきたですね、蓮舫さんについていろいろと取材をしてみたという記事になっております。はい。で、まあ、あのね。 小池さんは都知事選の参戦を目論んでいるわけでして、<え>まあ、あの、回路大卒を自称している女帝というわけですけれども、はい、ま、それに対して先々布告を突きつけた蓮舫さんは、まあ、ブーメランの女王とね、あの、週刊文集は名付けてますけれども、はい、これまでね、そのご自身の言動がブーメランのように自分に批判として帰ってくるということが結構あった方なので、はい、ま、そういったね、蓮舫さんが、じゃあ本当に東京のリーダーにふさわしいのかということを、まあ、今回本当に大チームでですね、取材をして徹底検証 そもそも蓮舫氏、どういう人物なんでしょう、はい、蓮舫さんの,あの来歴を振り返ると、まず1967年にですね、えー、お父様が台湾の方で、えー、このの方方はバナナの貿易商をされていた方です、はい、でお母さんは日本人で、ミス資生堂の非常に美人な方なんですけれども、まあその間に生まれたのが蓮舫さんだったと。 で、ま、あ蓮舫さんといえばね、あの、ま、研究の強さですけれども、まあ、これは本当にもう幼い頃からそうだったようで、<え>過去のインタビューではですね、人に頼らない自分で決める、自分で意見を持つというのは、もうこれは家境の教えに育てられたんだということを語っていますね。はい、で、その後はですね、幼稚園からずっと青山学院に通いまして、大学2年生だった1987年にですね、クラリオンガールに選ばれて、はい、ここから芸能界に入っていくわけですね。えー で、初めての写真集ではですね、例えば手ぶらのセミヌードみたいな感じで結構過激なですね、<ー>写真をあの撮影とかもしています。はい。で、正解に入ったのは2004年でして、当時の民主党から参院選に出馬して初当選。 で、その5年後にはですね、2009年に民主党政権が誕生するわけですが、その事業仕分けでね、まあ大きな注目を集めたと。で、まあこれ未だにね、ご本人としては不本意かもしれませんけれどもね、あの、2位じゃダメなんでしょうかっていうね、はいえー、まあこういった名言も残して、まあ行政刷新担当大臣なども務めたという、まあそういう方ですよね。はい。まあ当時はメディアもですね、数多く取り上げて、活発な議員だななんていう印象あったんですが、最近の蓮舫氏はどうなんでしょうか はい、あの、かつての蓮舫さんといえばですね、まあ選挙にはほんと滅法強いと。はい、でもほんとトツ一位でね、あの、当選していたことが多かったんですけれども、まあ2022年7月の直近の参院選はですね、まあ蓮舫さん4期目の当選を果たしたんですけれども、はい、実は得票数は非常に伸び悩んでいたと。 であの67万票ね獲得したんですけれども、<え>これは定数6のうちのなんと4位だったそうなんですね。<ー>で過去は2010年と2016年の参院選では、ですねなんと100万票以上を獲得して、余裕のトップ当選だっただけに、ですね、はい、まあこの落ち込みぶりっていうのは際立っている、そんな感じになっているんですよね。はい、まあそういったそのご自身の選挙を巡る状況があるからか、まあその最近の蓮舫さんは、ですねまあ本性をかいま見せることもありまして、例えばですね、これ、最 最近なんですけれども、立憲民主党のです、ね、衆参の両院議員が集まった、まあ、あの参院選をです、ね、統括する会合があったんですけれども、まあ、そこで蓮舫さんはです、ね、なんとあの私は選挙区に全然入らなくて応援に回っていたんだと、うん、で今回、党は私のために何をしてくれたんだと、何もしてくれなかったんですよねというふうに、まあ、こう恨み節を語ってるわけですね。はあはあ まあというのも、まあ定数6のうちの4位だったという、まあことは、つまり自分は応援に回っていて何もされてもらえなかったんだと。そういうことをですね、まあ言ってるわけなんですが。 まあ、蓮舫さんでもですね、立憲民主党の中ではもう本当に大物議員ですよね。うん、もう代表まで務めた看板議員なので、これ普通に考えれば全国に応援に駆り出されるのは当然のことなんですよ。あうん、まあ、こういった言動をですね、まあ、していることからも、この立憲民主党の幹部はですね、まあ、都合が悪くなると全部周りのせいにするんだと。あ<ー>まあ、責任転嫁の名人ですよね、と。 でやっぱり、まあ、タレント時代に染みついたのか自分から周囲に気を使ったりとかあとは妥協したりする協調性はゼロなんですと、まあ、こういう厳しい声も党内からは出てるんですね。はあまあ、記事では蓮舫氏の家族の複雑な関係ですとか蓮舫氏本人に直撃したインタビューなど内容盛りだくさんです。ぜひお読みになっててくだささい。さあ続い続はこちら。 小池百合子の公約ドクターヘリで都民の血税2.7億円無駄遣い蓮舫氏に続いて今度は現職の東京都知事選の小池百合子氏に関する村井さん記事ですね。 はい、はいまあ、今回の、ね、都知事選は当然、あの小池さんと、まあ、蓮舫さんの戦いになるだろうというのが、まあ、大方の見、ねまあ、方になってますんで、はいまあ、そういうことで、ねまあ、この蓮舫さんをやるんだったら、じゃあ、小池さんもやらなきゃということであ、はいあの、小池さんの記事を載せたわけですけれども、小池合子東京都知事のです、ねまあ、肝煎り政策の一つとしてスタートしたのが、このドクターヘリ事業なんですね。はい、でところがです、ね、このドクターヘリの,あの運行事業者が国からです、ね、組織ぐるみの違法行為を指摘されていたり、あとは重 重大インンシデントをたくさん起こしているとで都民の命を守るべく導入された事業が、ね、今や負の遺産と化しているんだというのが今回の記事の内容なんですね,、はい、ねまず、このドクターヘリの事業というのはどういうものなんでしょうか。<laughs> はいあのまあ、ドクターヘリっていうのは、ねあの、ドラマとかでもよく出てきますけれども、はい、あのお医者さんとか、まあ、看護師さんを乗せて、傷、まあ、病者のところにまあ向かうヘリコプターですね、はい、で2022年の3月にです、ね、東京都のドクターヘリが就航したんですけれども、まあ、そこに就航式にです、ね、小池知事は出てましてあの、誰もがどんな時にでも症状に応じた適切な医療を迅速に受けられるための、まあ、ドクターヘリの運用をです、ね、開始しますよと、はいまあ、これによって都民の医療支援を拡充させていきたいと。 まあこういうことをです、ね、高らかに掲げていたんですけれども、<っ>まあそこから2年が経ってです、ねあの、都内の医療関係者に話を聞くと、まあ、このままでは救える命も救えなくなってしまうのではないかというぐらいです、ね、危機的な状況に陥っていることが分かったわけなんですね。 はいあの今回、ですね取材班が取材を進めていくと、ですね東京都のドクターヘリはですね、はい、異常なキャンセル率の高さということと、はい、あとは安全意識の欠如という2つの大きな問題を抱えていることが分かったんですね。はい、でこれはもう表に出ているデータなんですけれども、えー、都道府県ごとにドクターヘリというのはあります。でこの運行データをですね見ていくと、ですね例えば2023年。 このドクターヘリの運行実績というデータを見るとです、ね、東京都の場合、ドクターヘリは、ね、1360回あの発射しているんですけれども、はい、そのうち患者を実際に運んだケースというのは306回なんだと<う>で、患者を運ぼずにこう戻ってきたキャンセル回数がなんと1054回。 これつまりですねそのキャンセルされた計算をすると、ですね<っ>77%、つまりおよそ8割が飛んだにもかかわらず、キャンセルされたということになってるんですね、であのその前年の数字も見てみると、もう同じく78%ということで、またかなり高いキャンセル率になっているんだと。はい じゃあこれ他の他県はですねどうなっているのかというのを調べるとあの例えば、隣埼玉県の場合は10.7%千葉県は27.9%全国平均を調べるとですね東京都を除いた数字ですが18なんですねこれ東京都のキャンセル率がいかに異常に高いかとというここがかかりますよね、はい、しかしこれどうして東京都のドクターヘリはそんなにキャンセル率っていうのが高いんでしょう。 はいあのドクターヘリの運行事業というのは、ですね実は補助金事業でして、<っ>これ、財源はですね国と都からの税金が半分ずつ入っているわけなんですね、はい、でこの東京都のドクターヘリの運行事業を任されているあの法人が、平田学園というところなんですけれども、<っ>まあここに支払われる金額は、ですね患者を運んだ回数ではなく、飛んだ時間によって算出されるんだと、はい、つまりですね飛べば飛ぶほど金額が高くなる仕組みになっているそうなんですね。 である東京都議によると、この東京都に異常に高いキャンセル率の一因は、ですね<え>飛べば飛ぶほど儲かる仕組みにあるのではないかと語ってまして、つまり、まあ、運ぼうと運ばないと、飛べば儲かるんで、はい、あの必要がないケースでも飛ばしているというような可能性もあるということなんですね、まあ、記事では、ドクターヘリ事業を任されている平田学園の安全意識の欠如についてなども詳しく書かれています。さあ続いてはこちら ミスターチルドレンコンサートで裏金4億円を作っていた今年結成35年を迎えたミスターチルドレンミスチルです CD の累計セールス6000万枚以上と日本で最も売れた国民的バンドといえますそんなミスチルですがこれ裏金というのはどういうことなんでしょう はい、あのミスチルのです、ね、事務所があるわけですけれども、まあ、そこの代表をしていた方が、ミスチルのコンサートツアーを使って、裏金4億円余りを作っていたということがあの分かったという記事なんですね。はい、でこれ、何のツアーで作られたかというと、累計で60万人を動員したです、ね、2018年と2019年に行ったコンサートツアーなんですね。はい で、これチケット代を上げている裏で、ですね、この,あの元代表らは、ですね、あの二重帳簿というものを作って、ですね<え>あの、4億円ものお金を裏金として、まあ、別のところにプールしていたということが、<ー>まあ東京地検特捜部のですね、まあ、調べでも、もうこの代表の方、語っているということなんですね。はい。 でこの舞台となっているのがミスチルの所属事務所であるエンジンという会社とあとはこの関係会社でミスチルのコンサート制作を行うクラッチというこの2つの会社なんですね。ね でエンジンの代表取締役が谷口さんという方なんですが、まあ、この方が今回のまあ首謀者と言っていい方なんですね、はいでまあ、ミッシュルのメンバーもう50代になってきていて、はい、まあこのまま、ね、やってもまあ60になって70になってというわけで、まあ、高齢になっていくわけです、はい、で、まあ、ミッシュルの今後にです、ね、この不安を抱いた谷口さんがあの自分の部下を誘って裏金を作ろうと計画したようです、はい、でこの2人がですね三幸、えー、アドバンスという名前の新しい会社を設立してで先ほど述べた ですね。2018年と2019年のツアーを利用してですね。その会社に4億円もの裏金をこう入れていたと。あ<ー>まあ、そういったことが明らかになったわけですね。すねはい記事では裏金作りの3つの手法について詳しく出ています。興味のある方、ぜひお読みになってください。今朝のこの時間は週刊文、春電子版デスク、村井源さんにお話を聞きました。村井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです東京都知事選挙の告示まであと2週間6月20日告示ですね7月7日投開票です小池百合子知事に都内の自治体の首長首長有志が参戦出,出馬これを要請したことが波紋を広げています名を連ねた首長首長は 個人の自由意志で要請したとしますが小池氏側からの支援の打診があったとする指摘もありまして見解が割れていると言いますまあ、ただ先に出馬表明した立憲民主党連邦参議院議員を横目に見ながら小池氏が参戦出馬に向けて地ならしをしていることは間違いなさそうだと言いますえ沈黙を守る小池氏ですが藤井さんいかがでしょうね,これね小池氏側からの支援の打診があったと 指摘もあるこんな指摘気のないところに煙が立たずですから<ー>ちょっと支援してよ私まだちょっと、えー、言うのちょっとタイミング測ってるからさ、はい、とりあえず言ってよって言いよったんでしょうね。ということになりますね。 <え>すごいですね。タヌキだ。<laughs> いいですね。タヌキですね。マメタヌキ。サグリアンか、えー、ですね。ねすねいいですね、えーうん。何も良くないんです。何にも, <laughs> も,も良くない。豊洲の女頑張ってますね。すすね豊洲の女頑張ってますね。 えー、決勝だけではですかね。切れない。そう私はね。はいで、その小池都知事はですね。昨日、都議会本会議で行われた一般質問に臨みましたが、新小池会派の議員と反小池会派の議員への対応に違いが現れる場面があったといいます。立憲民主党などの議員が知事の見解をと小池氏。本人の見解を正しても小池氏は答えず、質問内容に応じてそれぞれ。 の担当局の局長が対応する場面が一部で見られました。 で2016年の最初の都知事選出馬の時に小池氏が掲げた7つのゼロ公約に関する質問や再燃した学歴詐称疑惑など小池氏本人に関連する質問が出ても都の幹部が答弁を担いました <laughs> 一方で自民公明都民ファーストの会の議員との質疑では小池氏が答弁し各局長は一部の質問内容について答弁をしたといいます 小池氏の対応に疑問の声が上がったと言われているんですが、うん、藤井さん、これはどうでしょうね、7つのゼロ公約に対する質問が、はい、なんで担当部局答えとんねんとはーはー政治家としての約束でしょ、えー、担当部局関係ないやんやとかっていうことですよね、党、はいえーね、の幹部が答弁を担ったと。でまあ、都民ももう、こういう都議会での議論のが何があるかとか、<ー>興味ないんでしょうな。は 都民の皆ささん持ってくだいそういうのに興味を持って誰に投票するかを考えてくださいね。ちょっと小池さんしかいないんじゃないとか言わんといてくださいちゃんと考えてどういうオーバー班なのかおっさんやったらうおっさんなのかお姉さんやったらうお姉さんなのかどうお兄さんなのかねちゃんと考えて投票してくださいもう。 一票の積み重ねですからね。そうですよ、ね。重いんですよこの一票で,、ね、です。小池がやることの共犯者なんだから。はああそうだ。ま、一票投じるってことは。そうそうそう。小池さんがもし何かこう高経営都民の利益を損するようなことがあったら、はい、その投票した人の共犯者ですよ。あなたたちも責任があるんですよ。自分で選んだわけだから。そうですよ。はい。 で都議会は最終の12日本会議が開かれ小池氏は最終日の12日にも都知事選への参戦出馬について、えー、態度を表明するとみられていると、えー、ですから12日あたりに態度表明かと。 まあどうううもこういうこいとですね、うんうん、でも都知事選30、およそ30人くらいが立候補するというふうに今のところ言われてましてね、今特に目立ってるのは、特に目立っているのは、やはり、うんえー、蓮舫さんと小池都知事というこの2人ですものね、うん、うねうどうなっていくのか、大変ですな、東京都民も。 ええ何とかじのなんとかがなんとかみたいなわかりませんけどえええこれのこんなか選ぶのみたいなええ喜んでる人もいると思いますけどねええこの人は出るああ応援しよういなそれは応援しちゃったらいいですよまだねあの出るってもう言ってる発表表明してる人もいればまだ言ってない人もおそらくうんそうですね多いんですからそうそこであこの人は 自分がこうなってもらいたいな東京都にはっていう、うん、まあその思いが、まあ、口から出て、ね、人をやっぱり入れるんでしょうがね人気投票じゃないんですけどねそうですね選挙はもう確かに、えー、人気投票とは違いますからね、えー、ため息ですね <laughs>。ため息ですと <laughs>、はい、化,化粧だけでは隠しきれないし <laughs> そういう私は豊洲の女。はい ええ、また聞きたくなりましたね。ねまた歌いたくなりましたね。ええ、時刻8時12分です。今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップこちら。読売新聞出生率1.20東京0.99に衝撃少子化の。 加速に歯止めがかかりません2023年の合計特殊出生率過去最低の1.20まで落ち込みました全都道府県で前の年よりも低下し反転の気絶死が見えてきません一を切って過去最悪の0.99となった東京都には衝撃が広がり焦燥感を募らせていると出ています首都には各地から若者が集まり出産の中心世代である20歳から39 9歳の女性の14%が暮らしています一方2020年の国勢調査を見ますと都道府県別の女性の未婚率は東京が最も 高かったんですねえ。日本では結婚と出産の結びつきが強く、婚姻数の増加が出生数に直結すると言われますえ、東京の合計特殊出生率の上昇は全体の底上げにもつながります。えとは、去年から独自のマッチングアプリの開発に乗り出すなど、結婚を後押しする取り組みを始めました。 就職などで出生率が低い東京に全国から若者が集まる、まあ、そうなると次の世代を担う子どもたちが生まれにくくなり少子化と人口減少がますます加速すると東京は若者を飲み込むブラックホールとも言われていますがまあこのブラックホール化をどうすればいいのかってところですね,ですねだから東京都の方はですね、はい、もう東京地方の発展をもっと強力にいってほしいですね。はい 僕あの、えー、東京局集中緩和をやるべきだっていうのは国土強靭化の一点。 一目一番字の最重要施策なんですよ。はい。それが国土を強靭化する上で、国家を強靭化する上で極めて重要である、ええ、で、そのためには地方の高速道路や新幹線、あるいは防災投資というものが極めて効果的。まあ、都市内の LRT 投資とかも含めて、はい。地方の投資が大事だって僕、言ってるんですよね。ええ。言うとね、これね、びっくりしたんですけどね。いや、ちょっと、言い方考えてくださいって言われる。言い方考えてください。東京のね、 議員さんが反対するからね。うん、ちょっと反対、ちょっと配慮してください。<ー><慮>はい。まあ、東京に投資するなっちゅうのはちょっと言われると困るんですよね、<ー>とって。で、東京局集中緩和って言うとなんか、東京いじめるみたいになるからね、そうじゃないんですよね、っていうやつ多いんですよ。これね、<ー>めちゃくちゃ言われたん、言われたんですよ。そうですか。うん、これ、<ー>そうじゃなくてね、<ー>いやいやもう東京人が多すぎるから、 ちょっともう、日本には素晴らしいところがいっぱいあるんだからいっぱい来るのやめてください。はい。もう皆さん地方に行ってくださいぐらいね。ええ。言ってくれたらね、ええ、もうそういう声がなくなって地方と進むと思うんですよね。はい。だから要するに、これあのー、 がめるって言葉わかりますけどね。東京がめすぎとるわけですよ。もう麻雀で展望全部、満前、万お前全部持っとるやんけ、みたいな。もう全部箱やで言って、もう箱。かぶっちゃったりして。もう、あの、とうもんもしゃあも全部もう、箱なって、ペーだけもうなんか全部ガーなって、はい。けとるみたいなが東京なんですよね。だからね。 すごいね、僕、それ、東京急集中緩和言うときにね、配慮させられるんですよ。そうですか。うん。だから、知事の方がね、皆さん出てってください。もう、人が多すぎます。ぐらい。言ってくれたらいいんですか、か、過密対策なんだから。はい。まあ、それが引いては、日本国のための、そう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 。もっと広い視野そうです、そうです、そうです。それで、みんなが、その、東京がコンパクトシティ化してね。はい。それで、通勤時間も短くなるし、混雑も短くなるし。 うん、いうことばっかりですよ。はい。地方も豊かになるし。えー、東京出身のお議員の方もそれで嫌ないかっていうふうに言ってもらいたいですね。そうですね、うん。絶対言わんと思いますけど。えー、絶対言わないですか。<laughs> でもね、そういう気持ちを持ってもらいたい。へね、えー。が、え、め、ー、ないでもらいたい。ああ、そうか、がめるなそう。すなく地方の投資を邪魔しないでもらいたい,、うんはい。続いてはこちら。自民修正案特別委員会可決、今日衆議院通過。 自民党の派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法の改正をめぐり自民党が提出した改正案が昨日衆議院の政治改革特別委員会で自民公明日本維新の会の賛成多数で可決されました立憲民主党共産党国民民主党の各党などは反対しました 自民党の案は今日の衆衆議議議院院本会でで可決され衆議院を通通過すする見通しです自民党案のポイント大きく3つあります政治資金パーティー券購入者の公開基準額を現行の20万円を超えるから5万円を超えるに引き下げる市と公開が必要な政策活動費について10年後に領収書などを公開する政治資金収支報告書の記載について国会議員本人がチェックしたことを示す 確認書の作成を義務付ける、まあ、こういう内容です。うん、改めて、藤井さん、今回の自民党の修正案、これはどういうふうにお感じでしょうか、うん、まず案の中身でいうとね、はいえと、僕が一番やってほしいと思っていた外国人のパーティー券の購入を禁止するという条項が入らなかったのは極めて残念ですね。はいえー、これであの国国政政治治家が売国政治をやる リスクというか実態が今存在してるわけですが、それが残存されることになりましたよね。それが非常にまあ残念ですよね。ただ、あの、5万円以下になったっていうのは自民党内の反発が非常に強いでしょうけれど、僕は5万円以下にしたらええないかと言ってたんで、全然それで問題ないと思います。これなんでね、5万円以下にするの自民党の人すごい嫌がってるかっていうと、企業が、えっと、寄付したいわけですよ、政治家に。 で、こいつ政治家させたら俺得できるな、っていうやつがおるわけですよ。だから、あの、政治家の権限を金で買いたいわけです、企業は。あの、企業っての営利目的で動いてますから、あの、政治家を動かせる権利が欲しいんですよ。だから、あの、パパが発行する肩たたき権みたいなもんでね、息子にこう、 あ息子が発行するか。父の日に。父の日に、こう、息子が発行する肩たき券みたいなもんでね。えーはい、それと一緒で、お金、献金、配っときたいんですよ。うん、ある程度配っといたら政治家が肩たきしてくれるわけですよ。はい、僕のために。えー、僕のためにっていうか、会社のためにね。えーえー 買いたいんですけど、えっ、ー、と、それが5万円以下やったら5万円しか買わねえんやないか。もう20万円、予算買いたいねんと。こ、はい。買いたいのは別に政治家のこと愛してるからじゃなくて、えー、政治家をコントロールしたいんです、はい、国民のためじゃなくて、俺のために働いてくれと。えー、大企業はみんな思ってるわけですよ。えー、で、そんなんがあるから、5万円になったら誰が嫌がってるかって言ったら、企業が嫌なんでかって言ったら、金渡してることはバレたくないんですよ。 金渡してることバレたら、株主とかが困るわけですよ。はい、すなのがこれ金払うてんで,うで,、ね、でもそれもあるし、えー、はい。他の政治家が、なよお、お、お前、俺には5万やけど、あいつに20万か、おい、とか、い、はい。こうなるんですよ。いい、えー。あと俺にももっと出すよ、おい、って。えー、なるんですね。だ、えー、からもう企業は、もうそれやったらもうお金払わへんってう、うん、まあ別になんか20万払ったところで、あいつはもう俺のために働かへんしな。はあ。 別にまあ一応まあ払っといたらええだけで、まあ、別に払うんでもやんないやつぐらいなんで、すよ。えーえー、でそれで財界も嫌がってるし、それで政治家はいや、ちょっとお金くださいよ、もっとお金欲しいんだよな、っ言うてるわけで、ああ、そうだろう、なんか言うてる。十、はいね、万円、いや五万円じゃ絶対だめだよ、お前。で、ずっと偉い怒ってるっちゅう話、うんはい、茂木さんも偉い怒ってるっちゅ、えー、う話、ん、ですから。はい うんでもそれでもねもう5万でいいんですよ、はい、だって、えー、企業ももう供給されたくないんだったらもう寄付すんなよ、えー、お前とあとはだから外国人のそのパーティー券のね購入禁止、うん、これが入ればねそうなんですよいいんですけどねそれだけでいいのにもううね、はい、ニュースピックアップでした。 ダバテーダバラテ,ーテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ,テラ文化放送おはようテラちゃん時刻8時21分です。今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです。それではワールドニュースピックアップいきましょう。まずこちら日経新聞。 インド総選挙、モディ氏与党、議席大幅減。インド総選挙は5日、全議席が確定しました。モディ氏を率いるインド人民党が大幅に議席を減らし、単独過半数に届きませんでした。 経済成長に取り残された低所得者層や宗教的少数者の不満が予想外の結果をもたらしています。与党インド人民党の獲得議席240議席でした。前回2019年の303議席から大幅減です。単独過半数を逃すのはモディ氏の首相就任後初めてです。インドは人口増加を背景に足元で高い成長率を記録していまして、IMF 国際通貨 中華基金の予測では名目 GDP で来年日本を上回る見込みです一方一人当たりの所得水準は低くモディッショの政策が成長の恩恵が届かない低所得者層から反発を受けた可能性があります経済成長を続けるインドで取り残された低所得者層からの不満が相次いだと見られるということなんですかね藤井、うん、さんこういう動きなんですねインドはもともとね、はい、あのー 低所得者層だらけだったわけですよ、インドは。はい、ところが経済成長して、今都市部とかものすごい成長して、ええ、あの、先進国並みの所得の人とかいっぱいいるわけですよ。日本人なんかも全然金持ちのインド人とかいっぱいおるわけですけど、ええ、そうなると人間中のは不満になるんですよね。ええ、格差が開くということが。はい、自分の貧困レベルは何も変わってないんだけど、ええ、格差が開いてるっちゅうのが腹立つんですよ。 これからインドはこの格差問題をどう乗り越えていくかという課題に入りましたねもうすでにこうやって議席数でもね、影響が出てきてます、ね、妙に妙に見たら変だけど、成長してもうたもんやから、はい、そういうあのあ新しい危機を。 抱え込むことにインドはなったということですね、はい、で特に若者の失業も問題で国際労働機関によると若年失業率22年の時点で12.4%都市では17.2% 10年前の1.8倍です今年は世界各地で大型選挙相次ぎます所得格差の拡大長引くインフレこちらを受けて所得者の有権者の不満が政党与党に政権の与党に 向かいいやすすくなっていますモディ氏の強いリーダーシップで経済成長を実現してきたインドでも若者らの不満を放置しますと政権基盤に影響が出かねない現実を示したということも言えていますね、はい、続いてはこちらブルームバーグ「アメリカ移民急増で国境対策の大統領令」。 アメリカバイデン大統領はメキシコから不法に越境してくる移民の亡命申請を制限する内容の大統領令を発表しました。 夏の時期の移民流入急増を阻止するため単独で行動するしか選択肢がなかったと述べています政権としてこの問題に最も踏み込んだ措置ですメキシコからの1日あたりの越境者数が2000 2500人を上回った時点で亡命申請を停止この数が少なくとも1週間にわたり1500人を下回った場合にのみ制限を解除するという仕組みにしますアメリカ当局者 4月に遭遇した不法移民の越境者すでに1日あたりおよそ4,300人と記録されています。移民急増で国境対策の大統領令がに署名したということですね。えー、まあ、つい先日メキシコ女性の大統領がね、うん、誕生してああそ,う、ね、そうです。うん、でより福祉にこの手厚くするっていうんで、うんえー、通貨が下落なんてこともありましたけれども、うん、バイデン大統領がこの メキシコからの不法越境者、亡命申請制限。これはもうトランプの,、はい、あの中心政策で、そうですむしろ対立点だったわけで、はいえー、移民に対してトランプに比べれば比較的、えー、っと緩い規制しかかけていなかった、バイデンですら他に選択肢がなかったと。だから移民っていうのは あの、無尽蔵に受け入れられないんですよね、はいうん。これは本当慎重に考えないといけない問題で、えー、リベラルな人は人類みんな、まああれは人類みんな兄弟は、はい、リベラルじゃないけど、あれ言ってる人は、はい、<laughs> あの、こう、えー、何十かね、えー、あの、みんな分け隔てなく平等だとかって言ってますけども、そうじゃないんですよ。えー、そうですね、うん。国家、ネーションっていうものを大事にしないと。はい アメリカ合衆国ですからね国民がまず第一ですもんねうんうん、うん。何もかも飲み込むことはできないんですよね。これはだから、しっかりとわれわれも覚えておかなきゃいけないことですだから外国人を受け入れるには、その国のキャパシティというのがあって、はいえー、そのキャパシティを超えるだけの外国人を導入してしまうと、アイデンティティの崩壊、ネーションの崩壊、はいえー、社会の崩壊というのが起きてしまうわけですよね。えー で秩序も悪くなるし、はい、あらゆるものが壊れていってしまう。で、日本っていうのは、一つのアイデンティティを強烈に形成してるわけですけど、はいうん、もう岸田内閣は何にも考えると財界が労働力くれよっていう声があるから、その声のなすがままに移民を超絶に拡大する対策を岸田内閣は取ってますけど、はい、これ日本国家の解体を意味しますよね。 仮と考えてやらないと。そうです。だって、受け入れたら、もうね、え、なかなか。で、ね、そうです。ぜ、あの、戻ってくださいとは言えませんものね、うん。財界の奴らはね。はい、その移民のことを、これ、労働者だと思ったんですよ。 これ、朝浅ままでも言いましたけど、彼ら、労働者じゃなくて、人間なんですよ。はい、言語も喋るし、文化も持っとるし、宗教も持っとるんですよね、えー、怒ったり、泣いたり、犯罪を犯したりとかしたり、ええーまあ、いいことすることもあるでしょうけども、えー、だから人間を受け入れるっていうことなんですよね、移民、はいね、っていうのは。だからそんなもん、隣の子、かわいそうやからやって、すぐ自分の子供にはできないじゃないですか。はい か相当な覚悟を持って家で養子を雇わなあかんわけ、雇うってか養子を持たなあかんわけですけど、仕事持つときっていうのは、えーはい、それと同じ、養子を持つぐらいの覚悟で移民を引き受けないといけないですそうなんですね、はい。続いてはこちら、CNN、アメリカ CEO の給与、従業員の196倍に。 アメリカ企業を幅広く代表するおよそ500の企業が採用されている株価指数 S&P500 構成企業の CEO 最高経営責任者の報酬2023年に従業員の給与196倍になったことが分かりました。 2022年の185倍から格差が拡大していると出ています CEO の報酬は株価と密接に結びついていて従業員の給与よりも著しく早いペースで増加しています実際多くの労働者は生活費の上昇に追いつくのに苦労しています従業員の給与も増加しましたがそのペースははるかに遅いとで報告書によると S&P500、うん、の企業の従業員の給与中 中央値前の年と比べ5.2%増加の8万1467ドルでした従業員の年間給与の増加分がおよそ4300ドルに対し CEO は150万ドル増加したことになります従業員の給与に比べて CEO の報酬がとんでもなく上がり格差が広がっています、うんうん、こういう格差なんですね、うん、そうですね、えー、こ,ここまでの格差の違いというのはもう、えー、え格って 階級の違いに等しくなってきますよね。はい。うん。えー、国家の分断をもたらすことになるわけですよね。えー、で,で、昔ね日本はあの真逆だったんですよこれの賃、はい、反対でね。えー、あの社員の。 お給料の平均の数倍ぐらいだったんですよね、はい、社長って。数倍、はい。二倍もいかなかったとかいう会社もありますよね。<ー>だから、社長でも年収3000万ぐらいとか。ええー。で、普通の社員さんの同じ年齢の人で1000万ぐらいで。はい、えー。二倍とか三倍ぐらいと。ええー。それで、同族式があって、仲間。 っていうお兄ちゃんっていうかね、はい、ま家族っていうのがあったんですけど、えー、200万円稼いでるそうですね。集め <laughs> たらもう何じゃこいつどんな人なんだって感じですもんねほい、うん、でもう、うん、ヨットで遊んだりなんかちょろっと来てなんかペルペラって喋って、って2時間ぐらい会議出てほ<ー> <laughs>、はいそれで,それでこれで今日1日で150万回いあいつがはいわしらどんだけ工場で働いとるのもとんねんみたいな。えー まあそこで、いろいろね、溝が生まれるんですね。国民統合がなくなるんですよね。だから今、アメリカっていうのは今、すごい分断してるんですよね。はい。で、あの、政治学なんかでよく言われますけども、今もう内乱状態、セベルウォー、内乱状態に近づいてるなんていうことをね、トランプとバイデンは言ってて、まあバイデンは、こう、大金持ち系のリベラルな人で、トランプ、まあ自身はトランプとは持ってるから大金持ちないですけども、でももう庶民の のための男ですねっていうイメージをイメージしてシュレックのなんかあのシュレックみたいにな取ると。い。うあの分断っていうのはこれ実はこの所得の格差が背景にあるんですよね。ということなんですね。はい。ワールドニュースピックアップでした。時刻8時32分です。マーケット指標チェックです。 6月6日午前8時32分現在、為替は1ドル156円8000あたりで推移しています。昨日の日経平均株価続落、前の日に比べ347円29000安、38,490円17銭で取引を終えました。5日のダウ平均株価続伸し、終値前の日に比べ96ドル4銭と高い38,807ドル33銭と でした。以上マーケット指標チェックでした。時刻8時36分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。 アメリカ NVIDIA の時価総額が5日3兆ドル日本円でおよそ468兆円を突破アップルを抜いてマイクロソフトに続く世界2位となりました3兆ドルの大台に乗るのは史上3社目生成 AI の開発や処理に使う半導体の需要拡大への期待から株価は、えー、上場来、えー、高値を更新し続けています NVIDIA の自己総自己総額、2023年5月に半導体企業として初の1兆ドルを突破しますと、24年2月には1年足らずで2兆ドルを超え、驚異的なスピードで拡大、3兆ドルの大台乗せは、Apple と Microsoft に続く市場3社目となります。NVIDIA の勢いってすごいですね、すねねこの彼らはね、えー、GPU、CPU じゃなくてね、GPU, GPU はい、これを 作ってて、えー、これあの、僕はちょっと、ね、よく分かんないですけど、えー、画像処理の CPU、はいまあ、頭脳なんですよね。えーえー、で、これは別にねあの、AI のために作ってたんじゃなくて、画像処理のためにずっと作ってたんですけど、画像処理するときに、並列計算をするらしいんですね。<う>で、こなんか同時にいろんな計算をするのが画像処理で必要らしいですよ。はい、それが AI にちょうど使えたらしいんですよ。えー、で、その GPU 技術、えー、GPU なんて別にもう。 いらんわ、CPU 作っとこうみたいな世界は CPU だと思ってたんですけど、こう、頭で考えるっていう。ところが、この GPU の技術を、この、こいつらだけがめちゃ得意だったんですよ。で、まあまあ、まあ、そういう、そのマーケットでは、この NVIDIA やっとこう、やっといても大変ちゃうか、ぐらい、みいな思ってたら、それが AI にめちゃくちゃ使えるようになって、もう、めちゃくちゃ人気になってるんですよ。これで、もう今、全然品薄で。はい。 GPU のだから一人当たりの購入枚数何枚までみたいなな一社当たりの制限かけなあかんぐらいのか今一人勝ち状態っていうねそうそうだからほかに技術が全く全く追従されてないらしいです,です、ね、これもたまたまですよね石油掘りやってたみたいなもんです、ね、そ,うそ,うなんそういうことってあるんですね、うん、やっぱりねうん、うん、世の中何が起きるかわかりませんはい時刻8時39分です 今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです日本の総理大臣は連日国会で攻められていますが海外の首相のパワフルなニュースが入ってきました75歳のフィジーの首相砲丸投げで銅メダル国際大会、うん、えフィジーのランブカ首相75歳が5日フィジーの首都スバで開催されているオセアニア陸上競技選手権大会で砲丸投げの75歳から79歳の部で3位に入手 ランブカ氏は1974年イギリス連邦に属する国などが参加する、えー、コモンウェルス・ゲームズでフィジー代表としてハンマー投げ砲丸投げ円盤投げ十種競技に出場またプロップとしてラグビーフィジー代表にも選出された経験を持つ人物です、えー、一国の指導者がスポーツ大会に参加することは今に始まったことではないんですが国際大会でメダルを獲得するのは 珍しいと。 パワフルなですよも年齢階層別だったらありえるんですね、そうしたら日本のリーダーも砲丸投げに挑戦すればいい成績を残すのではないかなって意見もあるのが。というのも岸田総理、去年行われた第5回ワールドベースボールクラシックの日本対韓国戦の始球式に臨んだ際、そのフォームが砲丸投げみたいと話題になったということですね。 ないですかこれ、うん、僕ね、あのーえー、英語で言うと、はい、ある人物に対する思いの総体をアティテュード、態度って言うんですけど、はい、僕は岸田文雄という人物に対するアティテュードマイアティテュードトゥアルデ・フミヨ・岸ね、はいまあ、この方眼なで、ねえー、ポーズがめちゃくちゃ影響を与えてますよ。<laughs> こいつこんなやつなんや思いましたもんもう岸田文夫言ったらこういうやつなんや思って相当見くびりましたねそうなんですねはい。さっぱりわかりませんでした藤井さんありがとうございましたはい。おはよう寺ちゃんまた明日です今日もいい一日になりますように 今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです藤井さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします梅雨が若干今年は遅れるなんていうふうにねははは、えー、言われてますけども、うん、若干ではありますけどもねでもその前になんかゲリラ豪雨みたいなものがです、ねえー、各所降りましてそうです先週はすごい雨降ってましたねずっとね かなり寒かったですしねでそうです寒い時もありましてね、うん、やっぱり雨が降るとひんやりしますもんね,ね、はいはい、さて岸田総理大臣です今国会での衆議院解散総選挙を見送ることが分かりましたこれは日経新聞ですね次期衆議院選挙9月の自民党総裁選後の秋以降となる公算が大きくなったといいます自民党の派閥の政治資金問題で内閣支持率は低迷していて 信頼回復に向けた政治改革やデフレ完全脱却のための経済政策を優先します6月23日までの今国会の会期は延長しないで政治資金規正法改正案の成立を目指します立憲民主党などが内閣不信任決議案を提出する場合も与党の反対多数で否決する方針です 岸田総理、今国会での解散は見送るという、こういう情報なんですが、藤井さん、これはどうご覧になっんですか、ちょっと笑ってしまうんが、やっぱこいつ、ほんまに解散する気あったんやっていうのが、逆にはっきり分かりますよね、まあ、するってみんな言ってたんで、するつもりやったんでしょうけども、だって今、解散したら、ゲアする可能性だって十分あったわけですよね。 リスクを犯してまで、はい、総裁を続けたかってんな、こいつとは<ー>いうのがこれではっきりわかりましたよね、はい、もうだから、ミーズム、利己主義の塊の男だと<ー>いうことがまあわかりますよね。 岸田総理大臣の,あの党の総裁任期は9月いっぱいですで総理には総裁選の前の衆議院選挙で勝ってでその勢いで総裁選での再選の流れを作るシナリオがあったとで2025年来年10月の衆議院選挙の衆議院の任期満了まで1年半近くあります岸田総理は総裁選で再選されればその後改めて解散の時期を探ることになります 総理が今国会中の解散を見送ったのは、 政治資金規正法の改正案をめぐる混乱この影響が大きいとされています自民党内では総理がトップダウンで公明党や日本維新の会と合意したことへの不満が収まらないと言います茂木幹事長ら自民党の執行部突然の妥協に譲りすぎだと反発総理が頼る麻生副総裁の怒りも買ったと言われます麻生派議員らが関わった実務者協議をないがしろに する結果に移ったからだとえー、特に唯一派閥を残して55人の勢力を維持する麻生派総理にとって総裁再選に向けて、えー、この票を読みやすい勢力でもありますで麻生氏が総理から距離を置くようになりますと再選戦略もおぼつかなくなるとも言われますえー、党内の対立の構図が総理に味方することはあるとえー、小泉元総理大臣がですね仕掛けた郵政民営化をめぐる 対立はその典型です、えー、今回、総理は党執行部を押し切って決めましたが低支持率も相まって世論の追い風は期待できそうにない、まあ、このように日経新聞には出ていますね。 自民党内、いろいろあるようですが、うん、この動き含めて、いかがですか、いやこれ、も僕だけじゃなくて、多くの方が感じてらっしゃるでしょうけど、はいまあ、いわゆる末期的状態にあるんやな、はい、こう自民党はって思いますよね、これも全部総裁、リーダーであるところの総裁、岸田さんの。 責任なんでしょうけども、はい、もうなんかぐちゃぐちゃにしおったんでしょうね、だからまず派閥もぶっ潰してしまうし、で政治資金規正法の話もこれ、5万円だったり、自民党だったら持たないと、えーうん、これ、麻生さんがめちゃくちゃ言ってて、はい、今、めちゃくちゃ怒ってるっていう、そうです、それ5万でね、飲んじゃいましたから。5万やったら、俺らもうお金始められるんやけど、どうすんだ、ね、お前。 はい、なっっててしまってるわけですよね、はいうん、だから、うん、岸田さんは何とか党内をまとめながら、えー、対策したいんですけどもどうしても世論にもこびておかないと総裁続けられないから、はいえー、とにかく延命のことしか考えてないのでリーダーの責任も日本国家のリーダーの責任もないし、はいえー、自民党のリーダーの責任もないっていうのが。 はっきり分かりかましたよい。嘘がっかりついてますよね、で、まあ、これちょっと昨日のツイッターでも書いたんですよね、はい、ちょっともう僕、笑ってしまったんですけど、あのー、いや、もう見送るらしいですね、総選挙って、これ産経新聞に聞かれたら、え今は先送りできない一課題に専念しております、その結果を出すこと以外は何も考えておりませんとかって言ったらしいんですけど、はいそつきお前、解散するのもとったやないか、<laughs> お前。<laughs> お前、さっきまで解散する思ったやないか、お前。<laughs> 先送りできない課題に専念するって、お前、解散して総理続けることに専念しとったやないか、お前。<laughs> お前、昨日、お前、25ヶ月実質賃金下がっとるの、出とる、出とるなろ、お前、それ、うん、課題先送りできへんぞ、お前、すぐ消費税減税しろよ、お前。 そうですよ、ね。何してんのお前。<laughs> ね<え>これも維新の案とま公明党の案丸飲みしてもともと政治資金規正法どうやったら <laughs>、えー、政治が綺麗になるかって専念し,、えー、しとこうなかなあかんと何も考えて丸飲みしとるだけやないかお前何も考えて分かっとるやないかお前そうですな、ねね、お前で。<え>僕はちょっと回答した、ね、いやいやいそうなんですっ、ね、<laughs> おっしゃる通りですよねこれもうめちゃってもう、えー、もう大笑いしてしまいましたこれ新幹線の中でもこれ。えー もうお<え>総理ですがあまりにむごいので言わせていただきます、うそつけ、だったら消費税減税 <laughs> 電気料金、補助金延長やって25か月下落している実質賃金、今すぐ上げろ、はい、でこれは、まあ、ツイッターに僕、ここですものね、大事なところはね。こんなうそつきますよね、<ー>この人ね。あ<ー>それはそうさん、分かります僕、この間ね、自民党議員で、僕、初めて思った自民党議員、何んよく知らなかったんですけど、今、党内どうなんですかって聞いたら。 いや、もう、ひどいですよ、もう、言って。<laughs> そうな、なっちゃって。だから、僕、初めておった人やから、そんな友達でもないのに。もう、自分の、組織のリーダーの会社の社長の悪口で、うわあ、言ってましたよ。<laughs> ああ、そう。めちゃくちゃですよ、もう。 見とこっちゃってますよもうあそうです。ぐらい仲良いね議員がそう言うんだとて分かるんですけど初代目の議員が僕に言うってことはもう憤ん溜まっちゃってますからもう誰でも言いたくなっちゃってるっていうねそういうことなんですねこれもめちゃくちゃですよ文夫ちゃん大丈夫かな日本はという大丈夫じゃないでしょうねこんなのがリーダーこれ海外だってどういう目で見るかねまあそうですよねいやもうこんなグタグタなの日本っていうねそ本当に悔しいそうですねはい 時刻6時13分です。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、藤井聡さんです。ニュースピックアップ、こちら。読売新聞、出生率最低1.20。厚労省は去年の日本人の人口動態統計を発表しました。 1>, 1人の女性が生涯に産む子どもの推計人数を示します合計特殊出生率1947年以降過去最低の1.20となり8年連続で低下しました人口の一極集中が進む東京都では0.99と1を割り込んでいます 第二次ベビーブーム1971年から74年世代の出産などで15年に1.45まで持ち直しましたが16年以降は8年連続で低下しています。 都道府県別の合計特殊出生率で最も低いのが東京都の0.99、次いで北海道1.06、宮城県1.07、秋田県1.10、そして京都が1.11の順でした。一方、最も高いのは沖縄県1.60で、次いで宮崎県、長崎県ともに1.49でした。人口減少に歯止めがかからない状況なんですが、藤井さん、これは どうご覧になってますか?。これも深刻な問題ですよね。はい、本来2点。 0.7、うん、とか、こ、ね、れないとあかんところが1.2になってるわけですから、はいでうん、これはもう、はだから岸田さんは少子化対策、異次元であるんですよとかって言ってるんでしょうけど、<え>まあ後でまた取り上げられるかと思いますけど、はい、まあ彼の言っている内容もすごく的外れですよね、はいうん、これ、まあ、デフレ脱却をするのが一番効果的でしょうね。いろんな、はい あ出生率を上げる取り組みっていうのは、まあ、あるんですけれども、えー、おもすぐできることって、限られるわけですよ、はい、例えば、女性の価値観の多様化をなんとかするとか、<ー>もうできないじゃないですか、えーはい、女性に働くなっちゅうわけにもいかんし、<ー>子供作りたくないって、お金持ちでも言ってる人は、 いるだろうから、もう難しいとは思うんですけども、えーはい、せめて給料を上げてあげるぐらいしかできないわけで、えー、で子育て世帯というよりも、おこれはあのー、結婚する人を増やさないといけないわけですよね。はいえー、だって結婚する数が激減してるわけですから、そこをなんとかせなあかんのに、その えーまあ、それがちゃんと分かってない以前から、ね、藤井さんはその経済的な問題で、うんえー、まず結婚を、ねえー、が、まあ、減っちゃってると、うん、でその婚姻件数というのも今回も出てきまして、うん、前の年より3万213組減って47万4717組、うん、戦後初めて50万組を割り込んでいると一方離婚の件数前の年に比べ4709組増えて18万3 8八百 8組だったと言いますまた高齢化の影響で死亡数も過去最多となり人口減少が止まらない状況です、うん、林官房長官は2023年時点での合計特殊出生率が1.20となり過去最低を更新したことについて少子化の進行は危機的だ対策は待ったなしの瀬戸際にあると述べ、うん、少子化対策の強化に取り組む方針を強調したということなんですね。これまた後ほどお話 を伺います続いてこちら、朝日新聞、改正子ども・子育て法成立、岸田政権の少子化対策を盛り込んだ改正子ども・子育て支援法などが昨日参議院本会議で与党の賛成多数により可決・成立しました。 児童手当の拡充分は12月から支給されます財源の一つ支援金については医療保険料と合わせて徴収し2028年度に総額1兆円を集めるといいます改正子ども子育て法が成立しました藤井さんこちらはどうご覧になりますかね、国民から1兆円吸い上げるっていう話じゃないですかこれであの子育て の世代にこう、あげるんですよね。えー、ってことは、未婚の人にはお金いかないってことですよね、はい、だから未婚、子育て中っていうか、子育て直結婚した人に渡すっていうことでしょうから、だから結局、結婚する人が少なくなるから、かえって子供減りますよね、大体、その、子育て対策をやるのにお金吸い上げるっていう時点でも頭おかしいっていうか、めちゃくちゃですよね。えーえー 1>, 1兆円も取られるわけでしょ、うん、そうなんです、2028年度にはですね、うんうん、集めるのが1兆円。で、1兆円分政府がぶっこ抜くっていうことですから、その分、1兆円分のお金がぐるぐる回る分がなくなるわけで、じゃ、うんはい、これ、上数高価値の入れたら、これ、1.5兆とか2兆円分のお金がなくなる、うん、わけですよね。うんうん、これでもますます結婚する人が逆に減ってしまいますよ。はい、で、結婚して子,子育て世帯になった人は、うん ああ産む確率がいくら上がるかもしれないんですけど、はい、結婚する人自身が下がってしまってたら、えー、少なくなってしまってたら。 帰って減りますよね何を考えんですかねこはえ先ほど、合計特殊出生率のところでも、東京が0.99と、うん、まあこれ、他の地域よりも,もうワーストですから、うん、これ、やはりあの東京って特に物価も高いし、うん、あと家賃なんかも高いじゃないですか、そうすると、先ほどの藤井さんのお話の、経済的にも、ね、え余裕すらないと。そうですね、えー あの実質可処分所得が重要になってくるわけでね、だから家賃だとか、えー、で物価とかも、うん、高いわけですから、はい、東京は、だから実質可処分所得は、やはり東京は低いということなんですよね、えー、でしかもあの、おじいちゃんとかも、僕らぐらいの年齢の人間の所得なんかも関係ないんですよね、もうもう子育てっていうか、関係ないんだから、だから、はい、若い人だけの賃金が。 結婚的利益のね、はい、人のだけが大事な。そうですね。そこが一番大事なわけだから。<ー>本当にね、日本っていうのは、なんかん。合理的な政策判断ができないんですよね。<ー>なんか、公役人どもが考えた政治家が、なんか口走ったやつを。もう、あの、かっが言ってんだから、しょうがないか、これ、やっとけよ。やってもいいじゃない、意味ないじゃないですか。いや、しょうがないだ、めっちゃってんだからさ、<ぁ>やっとけ。 意味なじゃないですかみたいな、仕事ってどこの会社でもあるじゃないですか。えー、もう大学でもちょっとありますよ。そんなアホな教授が何回や、俺やってもしょうがないな。ですかしょうがないんだから、もうやめちゃってんだから、あいつ、あの教授が言ってんだからみたいなあるんです。あえー、もうそれでやってるって、もう呪われるですよねこれ。恥ずかしい。一、えー、兆円も取られるんですよ。僕らそうですよ。ええー、面白いこのやろうですよ。もうはい。時刻六時二十分です。 時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、藤井聡さんです。自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受けた政治資金規正法改正を議論する衆議院政治改革特別委員会、自民改正案の新たな修正案について、自民公明日本維新の会3党の賛成多数で可決しました。 改正案今日の衆議院本会議で可決され衆議院を通過する見通しです参議院での本格的な質疑は10日以降となりそうですえそして、えー、改正案はですね、公明党が提案した政治資金パーティー券の購入者の公開基準額を現行の20万円を超えるから5万円を超えるに引き下げる案ですとか、えー、政策活動費の10年後の領収書の公開を求める日本維新 のの会案の一部などを盛り込みました。 まただ、領収書などの10年後の公開や政,治政策活動費の支出を監査する第三者機関の設置などはいずれも不足に入り具体的な内容について検討するなどとしています、えー、改革内容の多くは検討事項として列挙されていまして野党は単なる先送りまこのように批判しているということなんですが、ね、藤井さん、これどうでしょうかいやまあそうですよね。えー、これ要するにあの岸田文雄 さんとしては、この法案が成立しなかったら、もう僕は総理大臣続けられないという認識だ,と、はい、だったというのは、これ、メディアなんかでも今、新聞で出てますけども、だから要するに、自分が総理大臣続けたいから、もうとにかく何でもやら、法律通さなあかんと、法律通すためには、公明党と維新の案を丸飲み。はいはい する以外に道がないと思ったんでしょうね。はいえー、だから、あの、本来あるべき政治資金規正法のあり方をどうするかなんていう議論をそっちのけで、はい、とりあえず、維新さんと、公明さんの言うのを、うん 何自分、どうしたらいいの、うん、あ、こうしたらいいのわかりました。じゃあ、そしたら、え、でも、お宅の党員、当院とああ、大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫、もう大丈夫やから、うん、言って、通っちゃったんでしょ。はい。ほい、でも、あそうあそ、うお宅、何や、何してるんや、トクラー何してくれたんねーって怒ってるんでしょはい。へへへ。どうしてたどうしちゃ,ったゃうろ、お前。どうしちゃうろ、お前。みたいなことになってるっていう。ええ その状況今、そういう状況ですよね、ねねきっと。で、立憲民主、国民民主、うん、無所属会派、有志の会の共同提出案など、つの案はい、うん、いずれもれも否決さています,ます、ねえー、共同提出案などでは、企業、団体献金の禁止のほか、政策活動費の廃止、政治家の責任強化などを定めていました。うんうん 改正案には反映されていないわけなんですが、これらの禁止、うん、廃止、これどうなんでしょうね,うね僕はあのずっとね、はい、あの一貫してこの政治危険法は、えー、とパー券も、おそれから献金も同じ内容にすべきであると。はい、従って、えー、えと5万円以下にすべきであり、はい、かつ外国人を禁止すべきであると、はい、言ってたんですが、えー、なんか、国民民主は言ってたはずなんですけど、えー まあ、国民主は言ってたと思いますが、はい、全くなくなってますよね。ね外人さんもパーケン買い放題と。はあはあ。ええー。高知会もこれ、これまで通り中国人に買ってもらい放題と。はあ、えーうん。なんでそれ規制しないでしょうね。えー、規制しやすいんですけどね。外国人禁止なんて、もう当たり前じゃないですか、そんなの、えー。入れりゃいいだけですもんね。入れりゃいいだけだから。はい。えー、で、しかもそんな、外国人のパーケンってそんな多くないはずですよ、本来。はい。ええー。 いやそうだってそうとしか思えないような状況にはなってますよね。お持ちは多いんじゃないですかね。はい。ええー。いやひどだからそのだって力が生きてるってことでしょ要は廃止し,しないってことはそ、ね。そういうことですよね。えー、禁止しないってことは。ちょっと消せませんよね。んそれっかっり言ってたんですけどね。はい。また後ほどお話伺います。<music> 時刻6時40分です。 今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。厚労省が発表した去年の合計特殊出生率、1999年以来24年ぶりに全都道府県で前の年を下回りました。中でも深刻なのが東京都の0.99で全国でただ一つこの1を割り込んでいます。 未婚や晩婚の影響に加えて子育ての時間や住まいの余裕が乏しいことが背景にあると言われています東京都の小池知事は都庁でなかなか厳しい将来への不安仕事の正規非正規また実質賃金が上がっていないなど総合的に考えないといけないと語りました 東京の出生率は2003年にも1を下回っていましたが、厚労省は当時一時的な減少と説明していました。東京都の出生率が全国でただ一つ1を割り込んだ要因として、未婚率の高さが挙げられています。 東京の50歳時点の未婚率は男性が32.15%女性が23.79%で共に全国で最も高くなっています結婚しても子育てに充てる時間も少なくなりがちで18年の住宅土地統計調査によると通勤に45分以上かけている人の割合は東京都で47%に上っています 神奈川、千葉、埼玉3県に次いで全国で4番目に高かったということですが未婚の多い東京都という、まあ、この数字改めて藤さ、うん、うん、いやこれは深刻な問題ですよね。はい、でだから我々その まあこれ講義でも僕毎年やってるんですけども、東京局集中はゼカヒカつってね、聞いたらなんかファッと考えたら、あ、効率性から考えたら東京一局集中いいんじゃないですかみたいなことを言うアホみたいな学者って多いんですけど、はい。あ なんかお前と、アホですなということをちゃんと学生のもとで晒しもにして、ですね、はいえー、東京局集中したら何がかんか考えろっていうの授業をやるんですけど、えー、そのうちの重要な1個があこの子ども、ねねえー、を育てる、あるいは子供を設ける環境として、東京っての不適切。 なんですよね可、はい、処分所得も高いし、はい、居住状況もよくないし、えー、通勤時間も長いし、はい、だ東京なんか来たら子供がどんどん減ってしまうっていうのが。はーはー あるので、えー、東京局集中が進むと、おのずと少子化が進むと<ー>いうことる物の値段も高いですからね、うん、使えるお金も少なそうめで,ですそうです、そうです。他と比べて。東京局集中はいろんな問題が、あまあ、地震の問題だとか、えー、その共同体、文化がなくなっていくとかってはあるんですけど、この子どもが減るっていうのもあるんですよね。えーえー、だから、東京の出生率を上げていくっていうのはすごく大事ですけれども、東京に来んなお前と。 いうのも大事なんでよね。はーはーだって、毎年12万人ずつ子供、あの、人間増えてますからね。えー、でしかも、東京にわざわざやってくるのっていうのは、その、まあ、学生さんとか、若い人とか、はい、まさに結婚する人もかなり含まれてるわけですから、えー、この12、3万人の中に、えー。その人たちの東京への大移動ですね、えー、食い止めないといけないっていうことも、えー、もうこのデータからも。わかるんですね。わかるんですね。はい。 さあそれではここからは藤井さんにこのテーマで話を聞きます実質賃金25ヶ月連続のマイナス 物価変動を考慮した一人当たりの4月の実質賃金前の年の同じ月に比べ0.7%減,減りまして25ヶ月連続のマイナスとなりました3月に続いて過去最長を更新していて物価高騰に賃金の上昇が追いつかない状況が続いています 基本給や残業代ボーナスなどを合わせた働く人一人当たりの今年4月の現金給与総額を見ると前の年の同じ月から2.1%増えています29万6884円しかし統計の算出に用いる消費者物価指数が2.9%上昇していて差し引きで実質賃金は結果マイナスとなりました今年の春闘では大手企業を中心に賃上げ回答 があこの相次いだわけなんですが、まあ、依然として物価の上昇に賃金が追いついていない状況が続いているという数字が出てきました藤田このあたり上からですか、うん、これはもうすべて岸田文雄さんの失策が原因、はあ 言っていいでしょうね実質賃金が下がってくるっていう現象は、まあ、あるとしても、半ば自然に、ね、あるとしてもです、ね、そういうことを察知した政府は、はいあ、これはまずいということで、実質賃金が下がらないように、この25ヶ月の間にやっとくはずなんですよ、はい、やってるはずなんですよ。えー、で実際文雄岸田はです、ねうん、物価の上昇を上回る勢いで賃金を あげるなんてありますとかって言うとったわけですよ。はい。どうせ、こいつもと嘘ついどんやろうなと思ったら、やっぱり嘘ついとった、えー、っちゅう,うことですよ、ね。だって25か月で2年。そうですよ。これ、お前の間やないかい <laughs>、はいお。お前、その間、総理大臣の椅子座って、椅子座っちゃったなって言うとって喜んどったんやろ、<laughs> 喜んどるだけか、お前。はい。いう話になってますよね。えー、その間、ずっと我々の使えるお金が減ってったっていうことですもんね。そんでこれで減税 する、えー、のだ僕が見ろ増税メガネって書いてないだろ僕のメガネに増税って減税するのだとか言ってね。はい、去年の秋決めて、ね。で、はい、なんで、6月やねお前。えー、今月上げるんでしょそうです、6月、今月ね。お前、12月ぐらいに上げとけよ、お前。はい。もうすぐ上げるよ。多分二25ヶ月連続になっとらへんやないか、お前。ええー。という声大きいですよね。うん。えー、これ、だから、 失策ですよ。はい、で、普通の国は今、インフレになったからって言ってね、100カ国以上で消費減税やってるわけですよ。はい、で、給付金だってものすごく配っているしね。ね<え>うん、実質賃金がね、そんな、だって、これ統計始まって以来っていうことですね、これね。過去最高。はいええ、でしょで過去最長。最長です。 はい。最も長い。<laughs> 何してくれてんねんですよ、もう、えーえーえー。それも連続ですからね。そうですよ。えーえー、お前が勘定出とるんや、お前。はい。お前、勉強したんか勉強中ろよ。<laughs> やってんの勉強しろ試験見てみろ。偏差値22やないか、お前。<laughs> お前これ0点と2点と1点と0点と0点と1点やないか、お前。勉強してないよろ。 勉強してればしてないやないか結果が出とんねんという話の25か月ですからだからもう、模擬試験を受けて、もう、差値二22やったちょうこの文雄岸田は。そうですか。25か月連続で下がったもん、俺、どうしてくれんねん。頑張ってるよな、頑張ってても意味ないね、お前。いすにしがみつくのに頑張っとるだけやないか実績残していただきたいですからね、国民のために、ほんまに。 で厚労省の担当者は物価との兼ね合いもあり実質賃金のプラス転換時期は見通せないとの認識を示しています歴史的な円安を背景とした物価高が長引いて今後も食品などの値上げが続く見通しです、まあ、こうした中政府が物価高騰対策で行ってきた電気ガスの補助制度が先月末で終了し今月の使用分からの電気料金アップします、まあ、これおそらく7月請求ということですよねで 電力大手10社は6月使用分の電気料金が標準的な家庭で前の月に比べ346円から616円値上がりすると発表しました。また、都市ガス標準家庭で95円から121円の上昇です、まあ。冷房などで電気の消費が増えやすい、まあ、これからの夏場、うん、家計直撃ということですもんね。そうですよね。そ、えー、うでね。 実質賃金上げたいって言ってるのに、補助金打ち切ったわけでしょはい。これ、なんか、お、まああの、お金がいなくなったのだとか言って、はい、お前、お前、補正予算くんだいだけやないか。な <laughs>、ええ、くなっちゃったのに、うるさいな、これ、お前。お前、それだじゃねえよ。それよ、それだよ、お前。小さいな、声が。実質賃金に、こっちは25か月なかったんで、お前、上げろや、お前。ええ、上げる言うたやないか。はい。 で、今月から先ほど藤井さんご指摘の定額減税がまあ始まったわけなんですが、<laughs> うん、まあこれ、あの、いろんな声があります。ないよりいいけど物価高ですぐなくなりそう。うん、そうえ少しの減税では足りない。まあ、こういった声が多いと言いますし。しかもこれ、給与所得者じゃない人は、は<ー>減税されるの来年の3月。はあはあ。その自営業の人とかはい。 そうですね給与制じゃない方はそうですね。何してんねこいつ、えー、給付金にしろよ。 はい。まあ、あの、販売する側はね、なんか4万円セールみたいな各所やってるようではありますけどね。で、定額減税、その名の通り、毎月納めている税金が一定額減税される仕組みのことで、1人当たり年間で4万円、所得税3万の住民税1万が控除されるといいます。まあ、あくまでも控除で給付ではないと。と、まあ一応言うとおるんですけどね。そうなんですよね。 定額減税についてはこんな声も上がってまして電気代上がるんですよね森林環境税1000円払わされるんですよね。 今月から始まった森林環境税に対してはストレス増税という声も上がっていますまああこれあの森林環境税というのは森林の整備、人材育成、国産木材の利用促進などに充てる財源として住民税に年額1000円を上乗せするというものです対象者6000万人で年間で600億円ほどが徴収される想定だといいます2014年度から住民税に年額1000円が上乗せされ 徴収されていましたが、まあ、これは2011年に発生した東日本大震災の復興税で2023年度で終了しました、まあ、しかし今月から森林環境税として年額1000円が引かれると、まあ、ステルス増税と呼ばれてますものねこれだからせっかく今まで財務省からしたらね、はい、その復興税で1000円取っててんからこれなくなるのこれ我らに対する国民の皆さんからの 国民どもからの補助金がなくなるのじゃ延期しようぜ。せっかく持ってるの、北やねんから。名前なんか適当につけとけよ。はあは森林え連ちゃえってことになってるんですはらだから、一回取ったものはね。とだから、ずっと取り続けてる仕組みがあるから、これなくしちゃうんだもったいないからさ、もうずっともらっちゃうことにしとこうよ。はこれるんですガソリンとか電気代とかの補助金は全部打ち切るくせに。そうです。 先月いっぱいで打ち切られその前に半分にされみたいなねありましたからそうですかめちゃくちゃですよね、えー、どうせ眼鏡がみんなで言ってやれおーいどうせ眼鏡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 いろんな声がいろんな声が聞こえますねみんなみんな言ってる国民が、はい、どうせ眼鏡だけどこれはその25か月連続のね実質の賃金がマイナスっていうのははず べきことですからね。はい、ニュース最前線でした。時刻六時五十四分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。読売新聞です。JR 東海の庭社長が昨日静岡県庁で五月に就任した鈴木知事と初めて対談しました。 鈴木知事は未着工のリニア中央新幹線静岡航区について一定の理解は示したものの水資源の確保や周辺環境の保全の両立を図る立場改めて強調しました。 知事は変わりました川勝さんから鈴木康友知事にリニア問題って鈴木康友知事も前向きですよね言ってるんですけどでもこれバックにリニアのことが嫌いな JR 東海のことが嫌いな鈴木修という自動車会社の鈴木の偉い人がいて元社長で会長かな今がいて。 えー、その人がリニアに反対してるので<ー>そのうち反対やってまた言い出すんちゃうかという懸念を僕はすすごく持ってます、はいえー、今は選挙そんなこと言ったら選挙落ちるから、えーえー、リニア推進だとか言っているし、えー、今のところまだ選挙通ったところやからリニアやるよみたいなことは言っていますけれども。 全然翻すかもしれませ十分あると思いますこいいつやばいですよそうなんですね、うんえーで、非公開で行われた会談の終了後、庭社長、報道陣の取材に、一日でも早い静岡航空の着手に向けて、有意義な話し合いができた、こういうふうに発言しました、うんまあ、しかし今後の県とのこの議論の手法については、全体的な意見交換が中心で、具体的には話をしていないなどと述べるにとどめ、着工の目処も示しません。 でした、うん 鈴木知事は水資源や周辺環境の保全についてまだ検討する必要があるこの立場でこの日の会談でもこうした考えを改めて伝えたといいます一方で鈴木知事東海道新幹線の停車回数増加などリニア開業に伴う県へのメリットを明確,する明確にするように求めてリニアは重要なプロジェクト推進に向けて真摯な対応をお願いしたいと述べました まあ川勝元知事の頃に比べれば、この発言だけを見れば、ですね今のところ、前向き、比較的前向きな印象はありますけれども、先ほど藤井さんの,このご指摘のとり、この今後、ですでえー、やっぱり水資源とか周辺環境保全については、まだ検討する必要があるとまで言ってますからね、はい、ねないんですよ、こんなものは、は<ー>でも十分検討してあ、はい、これまで、ね、報告書も出てるんだから、はい、だから。 これ検討改めて精査する必要があるぐらいだったらかりますけどまだ検討するって言ってるんですからね、はいえー、何検討するのも毎日話ですよ。はい えー、静岡港区長さ8 9キロなんですが山梨から長野に至る南アルプストンネルこれが全長2 5キロの一部です。で JR 東海は2017年に建設会社と工事契約を結んでいますが、まあ、前の知事の川勝知事、うん、前知事ですねが大井川の水の量が減少することあと周辺生態系への影響を理由に県内での着工を認めず工事が始 始められないいい状況が現時点でも続いていると,いこ,と、ね、これもちゃんとね、えーあの、水が減らないように工事対策をすることも決まってるし、はい、工事中の水が減るっていうことについても、別の利水券を買って対応するっていうことを JR 東海言ってるので、えー、水問題はもう基本的に技術的にはあるとは思えない状況にあるんです。はいえー、じゃあ、何を検討するのか分からないです、僕そうなんですね、うんえー まあリニアというのは JR 東海が品川と名古屋ねこちら結ぶこれだけで7兆円を投じるということですからね一大事業ですでこの静岡航空の着工が遅れると先に完成した駅舎の管理費用などが膨らむ可能性があるまあだからできちゃったものは維持していかなきゃいけませんからでも全部開通してるわけじゃないからただ維持費だけがえ出ていくということなんですねそれれ以上にねこれ1年遅れるだけで はい、というか一日リニアの開業が遅れるだけで、はいね、えっと僕の京都大学さんでは日本国民は200億円の損害を被るんですよね、はい、所得に、えー、まあ逆に言うとリニアが通れば一日200億円の経済効果が出てくるっいうことなんですけどですね。ねこれはもうとんでもない話なんですよね、はい。でこれ実際に周辺の自治体からも早期着工を求める声も上がっているという,こと、ね、うしかもこれ静岡からしたらね、はい、あのこれリニアが通ったら東海道新幹線の光が あの増便さされれるることが予想されるんですよ、はい、そうすると浜松とか静岡に泊まる新幹線の数が増えて、えー、静岡はより一層東京やあ大阪名古屋に行きやすくなるというメリットがあるんですよ。と、はいうさんは嫌があるんですよ。えー、そうああそうですか。おじいちゃんになったからもうあんまり考えられないのかもしれないなと思いますけどね。ま、えーはい、もなく7時です 今朝のコメンテータータは京都大学大学学院教授藤井聡さんです自動車二輪車メーカー大手5社による量産に必要な認証型式指定の不正申請国交省は不正のあった38車種のうち不正が判明するまで生産出荷していた6つの車種の安全性などの試験を月内に完了する方針を固めたことが分かりました。 経済への影響を最小限に抑えるとともに、早期にユーザーの安全安心を確保する必要があると判断しています。え、ものづくり大国日本の信頼を揺るがす不正。こちらが相次いだということなんですが、富士山。この認証不正はどういうふうに考えてらっしゃいますか。あ、恥ずかしいですね。あ<ー>、うんはい。うん、まあ、今、あのー。 時価総額でね、はい、あの企業ランキングの時価総額のランキングっていうのが世界のランキングがありますが、はい、まあ昔は1990年代はトップ10に7社や8社が日本独占ということになってたんですが、はい、今ベスト50でもトヨタしか入ってないんですよね、はい、だからもう最後の何、うん、ていうか頼みのつないみたいなところがあるんですけど、はい、まあそこがこういう不祥事を。 そこも含めてですけど、ね、トヨタだけじゃないんですが、はいうん、起こしてしまうともうこれ日本は信頼を失ってしまいますよね日本の自動車っていうブランドイメージがこれで著しく傷ついてしまう。 ことが懸念されますよね。でこの不正申請をぐって国交省が昨日ヤマハ発動機の本社に対して道路運送車両法に基づく立ち入り検査に入りましたおととい立ち入りを始めたトヨタ自動車に続いて二社目です国交省はマツダホンダスズキの三社への立ち入り検査も行って6月中にも五社に対する行政処分の有無内容を判断する方針です、うん トヨタなど5社は乗り続けても安全上の問題はないなどとしています。 トヨタの豊田昭夫会長は会見で不正が起こった理由を問われると認証がどのような工程で何が行われているのか誰もはっきりわからなかった短い納期で何度もやり直しをする最後の方で大きな負担をかけてしまったのではないかこのように述べていますトヨタなど5社が乗り続けても安全上の問題はないなどとしているわけですけれども うんこれはだから、ね、ちょっとわからないのがその、はい、認証は不正なんだけれども乗り続けても安全上の問題はないっていうのは念には念を入れた認証のレベルなのでだから、まあ、それをちょっとこう。 まあ結果的には不正になったけれども大丈夫ですよと言ってるのかそれとも全然場所が違うので不正の場所がえなので大丈夫ですよと言ってるのかちょっとその辺りがですねちょっと分からないですね。 まあこの不正の場所というのもいろいろ出てくることは出てくるんですが、えまあこのあたりですね、えー、ちょっとこう今実際に乗ってらっしゃる方のでも不安に思っている方がいるかと思うんですよね。よよマジ走ってんだから。えー、はい、一子走ったりとか。えー、はい。 で確認されたこの不正というのは昨日もお伝えしましたが、トヨタが7車種で、衝突時の試験で虚偽データ提出、マツダはエンジン出力試験で制御ソフト書き換え、ヤマハは不適切な条件で騒音、音ですね、試験など、不正ですで、ホンダ22車種で騒音試験で試験成績書の虚偽記載、鈴木1車種でブレーキ試験で試験成績書の虚偽記載があったと。 いうことなんですなんでこれ、いつも乗ってますからね、毎日、そうです、えー、怖いですよね、えー、そうですねこれ世界全体に影響してますよね。はい、まあこれ、もアメリカなどでは反応してるし、うん、まあドイツなどでもトップニュースではありませんけれども、やはりこの反応、ニュースの中では扱われているというような情報もありますんでね。えー うん、乗り続けててもトヨタの場合だったら大丈夫かもしれないけど、事故ったとき死ぬかもしれないってことでしょまあ、そういうことですか。衝突時の試験で、うん、験虚偽データ。っていう話だったら、はい、まあまあ死ぬかどうか分かりませんけど。ええー。そうですね。そのあたり、あのー、おそホームページちょっともしかしたら出てるのかもしれませんが、うんうん、ええー、まあそのあたりメーカーとしてはしっかりと。説明してもらえたいですね。えそうですね。うん、えー、それはもう皆さん不安でしょう、えー、それは。そうでしょうね。はい。 時刻7時12分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、藤井聡さんです。ニュースピックアップ、こちら。日経新聞、春季交渉の効果、夏以降に。 基本給についいいてて一定の伸びが続いています厚労省が昨日発表した4月の毎月勤労統計調査を見ると基本給にあたる所定内給与前の年の同じ月と比べ2.3%増え29年6か月ぶりの伸び率となりました。 夏に向け春と春季の労使交渉の賃上げ効果がどこまで明確になるかが焦点となります現金給与総額のうち基本給などの所定内給与2.3%増の26万4503円で1994年10月以来およそ30年ぶりの伸び率となりました 連合による今年の春闘の中間集計では定期昇給を含む正社員の賃上げ率平均5.17%と33年ぶりの高水準を記録しました基本給が増えているということなんですが、うん、藤井さん、これはどうご覧になりますか、うん、これはね<っ>、あのー、まず2つ言わないといけないですけども、はい、これ、名目値の話ですけど、はい、名目値が上がるっていうことはねそれはそれで大変結構なことですから。はい 今まで10枚もらってたところが11枚もらえるようになったら嬉しい、はい、し、それはとてもいいことなんですね、はい。額面上も増えるってこと。まあそういうことなんですけど、ええ、問題は物価上昇率と合わした時のうん、うん、実質賃金の上がり方がどうなんやというところで、はい、それは今の過去の統計では25ヶ月連続で今回も最新の統計でも下がってるということですから、はいええ、まだ 賃上げの勢いの方が物価上昇率を上回ってはいないということですよね、もっと上がらなあかいけないうなんですね、もっと基本給が上がる、基本給が上がるのはこれはもう喜ばしいことですね、企業の努力もあってということなんでしょうが、ただ、実質賃金が25か月連続でマイナスというところなんです、ここが問題と足元では人手不足を理由とした賃上げも広がっている可能性が 高いですパートタイムで働く人の時給3.6%増でした2023年7月以降3%超えで推移していて正社員よりも賃金の上昇は見られています日本商工会議所昨日2024年4月時点の中小企業の賃上げ状況に関する調査を発表しました2023年4月と比べた正社員の賃上げ率は過重平均で3.6% 2% 12日本商工会議所中小企業に賃上げの動きが広がっていると分析するものの大企業ではとはなお差があるということですね中小企業の賃上げも広がってはいるけれども大企業には追いついていない、うん、こういう数字が出てきましたまあ、ね、はいま大、あ、企業5.17 で中小企業が3.62。はい、まあ、これがちょっと質がどこまで一緒なのかちょっと手元のこの資料ではちょっと分かりづらいですけど、えーはい、まあ、でも概して大企業の方が伸びてて、中小企業伸びてないということですよね。だから、下請け企業が多いから、大企業下請け企業っていうのが中小企業の中にはかなり含まれていますから、はい、あ元請けの方は給料上がるけども、下請けにはしわが寄っていると。 いう構図があるわけですよねそういうことも含めて、実質賃金が上がるようにしてもらわな、岸田文雄さんにはあかんわけそうなんですけどね。ただ、先ほど藤井さんからご指摘の通り、物価上昇の、この物価上昇率のが高いですから、だから実質賃金は減ったまんま、マイナスのまんまということだから、じゃあ、これで何ができるかって言ったら、これももう毎回、藤井さんご指摘の通りですね、消費税減税ですとか。 これがもう一番効果的だよと、ガソリン税の補助金を続ける、電気代の補助金を続ける、ガス代の補助金を続ける、小麦の物価引き下げ補助金も続ける、拡大する、そういうことなんですよね、ガソリン税も引き下げる、トリガー状況の凍結をやめる、そんなことも、世界中でやってることがあるわけですけど、それやったらいいということなんですけど。 それは財務省に怒られるので、岸田文雄さんをやりたくないんですよ、えーうん、だから財務省のせいで僕ら苦しんでるんです、はい、簡単です、財務省がいいよって言ったら、今言ったこと全部できますから、はいで、しかも予想の国は全部とは言わないけど、ほとんどの国でそれやってますからね。また、この賃上げがですね、えーうん 賃金に本格反映,反映される時期について、新道経済財政再生大臣が6月から8月になるという見通しを示したということですね。こののの賃上げの部分の この反応というか、実質に反映されてくるのが夏以降なのではないかというようなことも言われているようで、そうすると、この25か月連続で、この実質賃金マイナスっていうのも、改善される可能性というのは、あると思うます、4万円の減税も出てきますしそれは出てくると思います、だから25か月で終わることを僕は期待したいとは。 思いますけど、そ、はい、やけど、うん、その定額減税なんて一発の給付金と一緒ですから、それが終わったら、また元のお金見んですよね。ちゃんと賃金が定常的に上がるまで、減税はやらないといけないんですけど、うん、それは絶対やりたくないんですよね。 ちょろっとだけ、まあ、だから、この間、あの、朝まで生テレビ出てたけどおばさんも。あ、富士さんね、ご出演されましたけど。ましたけど。はい。そんなもので、財政政策やったって、瞬間には経済上向くかもしれないけど、すぐダメになるじゃないか。って、まあ、おばさんは言うてはったし、はい。それ、いつも財務省が言ってるし、経済学者はもう、だいたいいつもそれ言うんですけど、お前が途中でやめる、やめるからやないか、お前。はい。だから、ようなるまで続けとったら、ようなる言うとんねん、お前。なんでやめるからそうなっとんじゃないか、お前。はい。ええん ねえ、うんね、薬、これ飲んだら治るよ、えー、って。れ、はい、でも、ね薬ちゃんと、ずっと治るまで飲んだらいいんだけど、はい、はい、今日はこの薬、ちょっと包丁で、プチッって、半分、<や>半分だけ。<laughs> もったいないから、<laughs> 半分。ええー。これを、あの、二日に一回。えーえー、だから食後に3、<laughs> 毎回三食、三錠ずついちゃう、いや、ないから。<laughs> <laughs> <laughs> これを2日に、えー、2> それで飲まして、それで10年ぐらい飲まされて、こんだけたくさんの薬飲まして、治らないじゃないか。いや、だから、3条を3回、4日間くれよ。効果のある量がなきゃだめだってことなんですよね。よえー、めちゃくちゃですよ、だ4万円配って、くり、うん、でめて胸が肉べ、やっぱり財政政策やってもだめじゃないかほか。はあはあ えー、<laughs> まあそうならないの祈るばかりなんですけどもね。ちょとしか飲まさないか治らへん言うとんねんそうでしょうね <laughs> ち,ゃんとちゃんと配れお前。という話まあ一方ですね賃上げがインフレに追いつく時期これがあの今のお話でもじゃあいつになるのかっていうねところもありますし、えー、だからやっぱり改めて消費税減税だとか、まあ、そういったところ、まあ、これが必要なんですよねまあそういうこと予測、ね、やってんだから、えーはい、続いてはこちら。 読売新聞、支援金薄く広く徴収。 昨日成立した改正子ども・子育て支援法に盛り込まれた支援金制度、公的医療保,保険に上乗せ徴収することで、少子化対策の財源を薄く広く集める仕組みです。個人の負担額は保険の種類や年収によって違い、負担が最も多い人と少ない人で、月の負担額にも大きな差が生じます。支援金制度では、2026年度から段階的に徴収額を引き上げます。 政府の試算によりますと会社員や公務員らが加入する被用者保険の場合扶養、えー、家族を除いた被保険者1人当たりの負担額は年収600万円ですと26年度は月600円ですが27年度に月800円28年度、月1000円となります。 被用者保険の被保険者の28年度の負担額を年収別に比較してみますと年収200万円なら月350円年収1000万円なら月1650円となります公的医療保険に上乗せ徴収する支援金制度、まあ、少子化対策の財源を薄く広く集める仕組みと言っているんですけれど、うん、藤井さんこれはどうでしょう、うん、これによって少子化が進むでしょうか。 アホですね。取られるわけですからね。取られるんだから。えー、ただでさえね、実質賃金がマイナスになってる。マイナスで,で、若い人貧乏になってきてるのに、若い人から取って、若い人には配らないんだから。はい、えー。子育て世代には配るけれども、えー、子育て世代前の若い人、はい、えー。お金取られるだけなんだから。ええー。うん、<laughs> そうですよね。あホちゃうか。ええー。なんでこんなアホなんでしょうね、これ。 あーもうこれうちの学生やったら「アホい!」ってちゃう一括ですね、えー、まあでも今やったら取り入ったらダメなんですけどあ<ー>まあ90年だからおがーーって「アホかい!」で終わりですね「やり直し来い!」っ終わりですよはい、えー <laughs> 今やっぱりダメなんですね <laughs> いや、アホかです、ね、そうですか、はい、で政府はです、ねうん、少子化対策の財源として必要な年3.6兆円のうち、およそ2.6兆円を社会保障の歳出改革と予算の組み替えで捻出、残り1兆円を支援金で確保する方針です。うん ただ、歳出改革が想定通り進むかどうか見通せていないほか、支援金制度をめぐっては、社会保険料の負担を抑制することで、実質的に国民負担は生じないとする政府の説明。はい、与野党から、えー ごまかしだという、まあ、こういう声も出ています。まあ、さらには、国民の理解が広がっていると言えないのが実情であるとも。うん、まあ、こういう指摘もあるわけなんですね。これ、あの、実質的に国民負担は生じないって、これ言ったのね。はい。これ、あのー、まあ、某永田町というか、はい、霞ヶ関で聞きましたけど。ええ、あれ、勝手に言っちゃったんですよ、総理が。ああ、そうですか。困っちゃってるんですよ。はい。だって、嘘じゃないですか。ええ、はあ。 だって薄く広く取っちゃうんでしょう、えー、負担生じないって。えー、あれ言っちゃったんですよね。ねって言ってる人いましたよ。そうですか。えー、<laughs> 何してくれとんねんって感じで、その官僚からしても。<laughs> はい。困っちゃってね。えー、<う>言っちゃったから。言っちゃったんだよね。えー いやもう減税するから大丈夫だとかで、それ大丈夫じゃないじゃないですか、減税する分、<え>それを使うって話でしょ、それも。はい、そうです。だめじゃないですか。で<あ>政府の人は言ってました。またか。まあ、誰かはよいわけですけど、ね、そうですか。うん、いや、だってこれ負担ですから。そうですよ、負担増えてんだから。ねえ。 いやだからそれはね取る側からしてみれば、いやこのぐらいのお金取れるんじゃないんですか、いいんじゃないですか、負担してくださいよと思ってるかもしれないけど、実際に生活する後はね、そうですよ、えー、1000円だったら1万2000円取られるんだったら、1>, はい、1万2000円だけでも大変なもんですよ、ですよ月に、ね、<め>1000円ずつ、そうですよ、爪,爪に火をともしてみんな生活してるんだから。はい 国民がみんな納得してるんだったら、それはまたね、私、ね、は別ですけど、寄付みたいなもんだから、えー、でもそうじゃないですし、藤井さんご指摘の通り、若い人たちから取って、それこそだってね、<laughs> そんなに潤沢な給与だって、<laughs> なかなかもらえないわけでも子供なんて、なんも作る気ないけども、子供世代やから言うて、もらうやつもいるわけでしょ、そんなもんね。ね いや、だから、この辺が、いや、薄く広くというと、何かね、美しく聞こえそうな。気はするんですけど、これが、だから、まあ、思う都合なんでしょうね、向こうの。そうですね。いや、みんなで協力しようよって、そたら協力はしますよ。だけど。いや、でも、ほんま、子供増えると協力していいですよね。そりゃ、そうなん。でも、これが本当に、まあ、効果があるのか、どうか、まあ、やってみなきゃ、わかんないって部分は。そりゃ、あるんでしょう。がないですよ、こんな。ないですか。ないですよ、ほとんど。 全くとは言わないけど、はい、ほとんどないですよね。そうでしょうねう、えー。だったら他のやり方があるわけだから。そうです、そうです。えー、まあ、それがまた元に戻りますが、うん、若い人たちの経済力を上げていく。まあね、日本の経済全体、景気を良くしていく。給料を上げる。 そ,えー、そして結婚、まあ、先ほども婚姻数なんかもね,、えーねあの、つまびらかにしましたけれど、うん、まあこのあたりも減ってるということで、っとここそうですで、増やしていかなきゃいけない、じゃ増やすためにはどうするかってとこですもんね。えー、賃金上げるべきなんですよ、分かるでしょうね、賃金ですね、うんはい。続いてはこちら、読売新聞、人口減対策、戦略的に。 政府が近く公表する地方創生10年の総括文書の原案が明らかになりました人口減少や東京圏への過度な一極集中を国全体で戦略的に挑戦すべき課題と位置づけ自治体の支援など10の分野の対策に取り組む方針を明記しています 地方創生は2014年9月に発足した第二次安倍改造内閣で重点政策として打ち出され今年は10年の節目にあたります総括文書ではこれまでに地方への移住者増加などの成果があったとしながらも人口減少や東京圏への一極集中などの大きな流れを変えるには至っていないと危機感を示しました 人口減少や東京圏への過度な一極集中、改めて藤井さん、これ、いかがでしょう、うん、これもね、えー、あのじ人口し一極集中っていうのは、はい、年間今、12、3万人ずつ、東京の人口が、はい、に流入してるんです東京に入ってきてるんですよ、はいで、これはね、10年前もそれぐらいの水準だったんですよね、はい、で当時は、10年前はね、僕、産業をやってたんで、もう明確に覚えてますけど、えーうん あの地方創生担当大臣って、石破さんがならはって、はい、僕、石破さんの部屋行ってレクをしたこともありますし、うん、えと地方創生のお会議なんかがあって、えー、それ自民党の部会なんかで僕出て、プレゼンしたりとかしたんですけれども、はいまあ、当時政府はねあの、東京一国集中量をゼロにするって言ってたんですよ。はい、で僕はまあゼロにするだけじゃ不十分で、東京から分散するように。 知るべきだと、はい、こう言ってたんですけど、ええ、一向に減ってないんですよね。はあええ、で、僕はその時に当然、どうやったらいいかっていうことを言ったわけですけども、人口減少ならびに、えーと、地方分散化のために必要なのは、もう2つです、はい、消費税減税と地方へのインフラ投資、はあ、この2つ。これでね、めちゃくちゃ人口分散しますし、人口増えますよ。はあええ で、消費税減税やって、で、で、地方への公共投資を行えば、内需が拡大して、デフレが脱却されて、インフレになります。はい。で、インフレになると、東京への人口集中は止まるんです。お、はい、これも統計的に分かってるんです。あそうなんですね。だって東京来なくたって仕事できるようになりますから。ええ、はい。ええ、今みんな東京来て、 しまうのは不況だからね、はい、あのちょっとでもマーケットの需要の厚い東京に来たがるんですよ。はい、ところが、あの田舎に立って需要が薄いから、うん、仕事できないからみんな東京に来るんですよ。はい、ところがデフレが脱却して地方経済も活性化してくればですね地方で全然仕事できますから、えーはい、東京から地方への人の流れがむしろ起こるんですよね。はい、だからデフレ脱却っていうのが実は これあのー、結、ねうん、局集中対策で極めて重要なんですよ。はい、それと、地方への投資を行えば。 これ新幹線を地方に作ったらその新幹線の駅の周辺の人口が増えるんですから。はい、高速道路を作れば高速道路周辺の経済だって活性化するということはこれ統計的に明らかなんで。えー、もうすでにこれまでの、はい、数字で、うん。で、だからそういう公共投資を大きくね、年間5兆円とか10兆円とか余分にやっていけばですよ。はい、内需が拡大して、それがデフレ脱却効果ももたらすんですよ。はいえー、それに消費税減税も行えばもう、 もう経済はもう超絶に成長するわけですよ。はい、もう実質賃金も何十年も連続で上昇するようになりますよ。えー、それやったらいいと10年前から言ってて、そうですね、とかって言ってるんですけど、みんな。財務省にもう全部こうブロックされるんですよね。は まあ財務省からしてみると、プライマリーバランス、基礎的財政収支できっちりなんとかね、抑えちゃえっていうことですよね、もっと先の長い計画を認めてもらえない限りは、うん、なかなかじゃ厳しいってことなんですね、今、僕が言ったね、ねたった2つ、消費税減税と地方への公共投資の拡大、はい、これをやればいいんですけれども、はい、この地方創生10年の総括文書にはそれ書かれてないでしょうね。だって、それなんか書かれたら、財務省として嫌だから。 うん、絶対それ変えてないと思いますわはい、えー、だから一極集中も止まらないし人口減も止まらないし実質賃金の下落も止まらないんですよねえほ、ーうん本当に必要なのはね副財務恵が言ってますけどもー知が必要なんです<は>これー知とは何かというと公の知識は,い、は,は公の知識高知でこれはね公、はい、徳道徳よりも重要だと言ってるんですよ、はい あの人間の精神の働きには知と徳、はい、知るということとそれが道徳があって、はいはい、それぞれ「死」と「公」があって 2×2 の4があるんですけど、はい、その中で一番大事なのは「公知」であると。が、はい、がどれれだけ優れててもアホやった意味がないと、はい、で「公知」というものがあればそれで世の中が良くなりますから。えーえー、だから、ね、公知を 拡大すすべきなんですよね、はいえー、だから僕がやってるのはコーチの話なんですよ。はい、で岸田文雄にはコーチもない、公徳もない、まあ、取得もない。それを進言する、えーすね、ブレーンというか、うね、周りにもいないんですかね、残念ながら。うん、だからその公徳をそのサポートする仕組みが、参与という仕組みで、でそれで10年前に参与をやらせてもろてたわけですけども。えー なんか高知を獲得しなあかんという、高知をね、高知を獲得しなあかんという、高得が岸田文雄氏にはないんでしょう、はいええあうん、残念ですね、そんな人間を総理にしてしまってるんですよ、わが党の残念ですね。続いてはこちら、日経新聞、東京電力の再建計画見直し議論開始。 東京電力ホールディングスの筆頭株主である政府の原子力損害賠償廃炉等支援機構は昨日東京電力の再建計画を見直す議論を始めました現状では福島第一原発の事故の処理費用が膨らみ想定通りには進んでいません 原発の再稼働など、収益を改善する策を探っています。東京電力の再建計画、こちらが想定通りに進んでいないという記事ですね。政府はもう東電という資業を全部にやらせるんですよね。<ー>で,でも、あのー、ヘルツのね、はい、維持、えー、その安定供給、はい、という極めて公共的なことはやれと言ってる。えーはい うん、わけですよね、えー、で全部こうやらせてもうひどいですよねで東京電力事故後に再建に向けた総合特別事業計画を立てました東京電力は国が廃炉や賠償のために立て替えた費用に対し年間5000億円程度を返済しますで同時に2030年度以降に純利益で4500億円を確保します 計画は3、4年ごとに見直すとえー、そして今の計画を始めてから3年近くが経つため、えー、開いた機構の運営委員会で新たな計画を作る話し合いを始めました、えー、大きな論点となるのは柏崎刈羽原発の再稼働ですとか事業再編を含む収益の改善策の検討です東京電力柏崎刈羽が一気再稼働すると年1100億円の収支 の改善につながると試算しかし新潟県の花積知事が 再稼働を判断する時期や手法についてこちらは明言していませんで前提となる地元,が同意がいつ地元の同意がいつ得られるのかこれが見通せていないという状況なんですね収益改善策の柱の柏崎刈羽原発この再稼働がです、ね、実際には現時点ではなかなか難しいということなんですかね,で,すねでも関西電力はね、はい、7基だったかな。はは 1、えっと、十何基あるんですけど、はい、おそのうちの7基動かすっていう計画を立てて、はい、7基動いてるんですね。はい、でそれでずいぶん電気代金引き下げられてるんですよ、はい、関電はところが東電、全然動いてないという、はい、だいぶしんどい状況ですよね。そううですねこれはもう 異常な状況ですねもちろん原発事故は異常な状況ではあるんですが、それとこれとはまた別のところがありますから、それは事故は事故の、だって、東電も関電も安全レベルが違うとは思えないから、でもこれ、東電が動いてないのは風潮の問題がこれ濃密にあると言われてますからね、やっぱりお前、起こしてから、それはあるんだけど、繰り返しますけれども、安全の再稼働は落とした 事故起こしたやつも起こしてないやつも同じ基準でやらないといけないですからそれやったらどでな動いてないっていうのは僕はこれちょっと異様な状況だなと僕は思いますねとなると、まあ、今後はその地元新潟県がじゃあいつ OK を出すのかというところですねそうなってくると、まあ、OK が出れば、まあ、もう稼働は あ始まるということですものね、うんえー、いやだけどこれはその、じゃあ、地元とのそ接の触っていうか、地元の判断にもすべて委ねられてしまってると国益なんで、どうでもええからって思うんだったら、地元に全任せればいいですけど、はい、これ、国益に直結してる話ですから、えーはいね、だから知事のご判断だけではなくて、うんはいま、政府の判断というものもしっかりと反映させていく必要がありますよね。えー、はい リニアと一緒ででうねそす今回のこの夏の電力に関しては安定的に大丈夫だとですから節電節電はもちろん大切なんでしょうけれどもただこの何かこうね計画停電みたいなものは危機は来そうもないというようなことは先日ニュースでも流れてましたけどもねただこれ いつどうなるか分かりません、ね。なんか地震があってなんか一個でも止まってたらどうなから。ね。今動いてる火力発電だってかなり老朽化しているものもあると聞きますんでね。それが一気に気止まってしまっただけでバランス崩れますもんね。うんうん、はい。かといって、えー、再生可能エネルギー、うん、まあこれだって正直頼りにはならないと。全く、うんうんま、ならないですね。電、ね、電源にはならないですから。ですもんね<ー>、えー。なのでこれは、有意識問題ですね、はい。エネルギー問題っていうのは本当 特に国家の根幹なんですよね。そうですね。はい。時刻7時37分です。時刻7時38分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。日経新聞から経産省は電気自動車の部品など産業の脱炭素化に必要な銅の鉱山について日本の権益確保を急ぎます。 官民間で実施する投資について、2024年度内にも政府の出資上限を、えー、総投資額の50%から75%程度までアップ、アフリカなどを念頭に民間の投資リスクを抑え、具体的な案件を増やすといいます。 どうは送電網をはじめ電力インフラを支える資源としても重要性が高いですで日本が現在持つ資源の権益の多くは南米オーストラリアに集中しています今後はアフリカなど新たな地域の開拓が欠かせません の権益確保という動きなんですがこれは藤井さんどう、うん、これも今までが低すぎたぐらいですよね、<ー>50%、はい、投資総額の政府の出資上限というこんなものはもう国益そのものなんですから、えー、もう全額全国費でやったというぐらいの話ですからね。はいえーうん で産業の脱炭素化に伴って銅資源の確保を急ぐ動き、も世界的に広がっています。アメリカ、2023年、政府が調達を支援する重要鉱物リストに銅を追加、EU ・ヨーロッパ連合も2024年に施行した重要原材料法で、対象資源の一つに銅を指定し、安定供給を目指しています。 現行のエネルギー基本計画を見ますと銅をはじめとしたベースメタルについて日本の権益由来の資源で賄えているかを計算した自給率これを8割に引き上げる目標を掲げます。 足元5割弱にとどまっていて、30年代後半には4割程度に落ち込む見通しも見え、えー、あります。で、経産省はですね、銅鉱山への出資支援の強化とともに、使われなくなった家電などの電子ゴミのリサイクルも推進するといいます。銅を使っている10円玉も これ貴重なものになってくるってことなんですかね、そういうことですね、えー、国家というのは、こういうことをちゃんとね、地方政府は考えてもらわなあかんわけですよ、そういう検討の最高責任者が岸田文雄さんなんですよね、総理大臣ってのがぽかーんとしとったら、もうこの国はほ滅びるんですよ、な<ー>んで、銅が入ってけへんかったら、それだけで滅びにできますよ、下手したら。はいえー うん、それぐらい大事なんですよね、石油の話だって、ガスの話だって、銅の話だって、経済の話だって、そうですね、少子化の話だって、防衛力の話だって、えー、防災の話だって、はいえー、科学技術の話だって、全部大事なんですけど、はいうん、岸田文雄さん、その責任感、あるんですかと、はい、総理大臣になるっていうのは、そういう問題を命がけで考えて、日本国民をなんとか守って、幸せにしようという気持ちのある人だけが総理大臣やるべきであって。はい 本当はね、総理大臣やるなんていうのは、もう、やらせていただくっていうような話でね、はい、やりたい、やりたい、言うて、なんかずっとこの席にしがみつくのだっていうのはね、アホにもほどがある。 まあこの今回、アフリカこちらに目を向けようというですね日本ですがアフリカカントリーリスクが高く日本企業の投資がなかなか進んでいませんただ足元で中国えあと、中東によるこの資源の囲い込みの動きがもうすでに出ていますえでこれを受けて経産省がえ有識者会議を開いてですね今後に備えた安定確保の策を示すということですね。 そ,ろそろもうお金さえ出したら何でも買えるんだみたいなね、はい、もう平和ボケみたいな平和ボケボケの考え方してるべきなんですよ、はい、だから食料自給率も銅の自給率も、はい、エネルギー自給率も、はい、全部100%目指さなあかんの、えー、だって誰も日本国民のことなんて愛してないんだから。 他人なんだからアメリカ人だって、えー、韓国人だって、ね、インド人だって自国の方うが大事でそんなもん、はい、別に金出して余ってるもんやったら売ったってもええでみたいな、はい、戦争の時にだってもううちのおばあちゃんとかでも闇市とかでいろいろとも大変苦労したんだから、はい、僕らのおばあちゃんの世代なんていうのは、えー、お金があったってそんなもの米がなかったら買えないんだから、はい、ちゃんとね自分でねうん米だとか うん、エネルギーだとか調達できるような国なとはなあかんのですよ。そうですね、総理大臣はその責任者なんですよ。ののはい。文雄さんはね、本当その勘違いしてる。うん、総理大臣ちの名誉職だと思ってるんですよ。はい、うん。違うんですよ。恐ろしい仕事なんですよ。<ー>もう国家はの名誉 になってるんだから、ね、自分が担ってるわけ、ね、そうですよ本当だったらねそんな恐ろしい責任から走って逃げ出したくなるぐらいの恐ろしい仕事なんですよ、はい、それをこうなんかやるために、えー、うんじゃここへちょってと維新のいアンウンの丸のミスティとかああはいあじゃんかうん責任を持って責任をは,はいどういう教育を受け取るんだ子供の頃から時刻七時四十三分です。 時刻7時56分になるところです今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです日本スポーツ協会は国民スポーツ大会旧国民体育大会の抜本的な改革を目指し有識者会議を設置して本格的に議論することを決めました開催地の自治体の負担軽減策を検討し今年度内に提言をまとめます 大会は1946年に始まりまして国民の健康増進体力向上地方のスポーツの振興や文化の発展を目的としてスポーツ施設の整備や地域の競技組織の設置が進みました。 スポーツに限らず開催を契機に国体道路と言われるような生活インフラの基盤も整えられた地域があります戦後の復興を兼ねた街づくりで成果を上げスポーツ実施率競技力の向上の面でも一定の成果を果たしたという評価があります、まあ、ただ自治体にとって開催費用の負担が重いことなどが兼ねてから指摘されてきました国や日本スポーツ協会が一部は負担するものの大半は自治 死体が出すため数百億円に上ることもあると老朽化した施設の改修新設を迫られるケースも多いといいます 我々の時代は国体とまあ呼ばれていたわけなんですけれども、国民スポーツ大会、略して、えー、国スポって言うんですかね。今そう言ってるんですね。えー、すね、うんえー、存在価値これどう見ればいいんですかね。うんねまあ時代が変わってきたんですよね。ね昔は、まあ、国体って言ったらすっごい大きな大会でね、でオリンピックの国内版とか、ねえーはい、そうです。えー、うん、だから昔はなんていうか。 まあ江戸時代なんかそうですけども、えー、一つの藩が国って言われてましたからね、はい、世界が日本列島。 と、えー、いうことでだから、えー、日本列島全体でやるっていうことはすごいことだったわけですけども、はいえー、でそれ昭和時代もそのノリがまだあったんですよねまだグローバリズムっていうか、はい、インターナショナルもそんなに進んでないから、えー、国っていうものが世界に近かったんですよね、えー、ところが世界は文字通り世界になってきて,て、はい、日本っていうのが一つなんかちっちゃいしょぼいものに昔よりはなっちゃったんですよね、えー、そうなると相対的に国体の地位も下がってきてしもったっていう。えーはい ことなんで、しょうけれども、えーうん、それでもあのーまあ、ナショナリズムを維持、発展させるためには国体というのは極めて重要ですから、えーえー、スポーツやってる人だったら国体に出るっていうのがすご重要な意味を持っているわけですから何、ねえー、とか続けてもらいたいと思いますね、はいえー、確かにだから小さい時はあの人、国体出たんだってって言うとヒーローでしたからねそうで,す,そうです,えすごいんだね、あの人も、ね、そうなんですよ。えー まあ今やオリンピックがねでもそれでもアスリートのやってる方はもう今藤井さんご指摘の通り国体出るんだって大変なわけですからねだからね、えー、まだまだ日本という単位というのはね超強力に重要なんですよテレビとか見てるとあんま重要性が下がってきてるように思うかもしれないけど実態上はもう昭和時代と何も変わらないので国体は同じぐらい盛り上げなあかんと思います